まもなくゲームスタートです。身分を確認してください。夜が来ました。目を閉じてください。 コメントねえからまあいいかああ疲れたわ、手が痛い,痛い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 注射痛,痛いねおほほ 筋肉の注射だからねやっぱそこだけは痛いけど別にあれやはではないけど全然、ね、朝が来ましたあのちょっとおねえからまあいいんだけどさ昨夜は誰も死にませんでしたおおねえからまあ、気楽にやったら適当にやれってことだろのプレイヤーは発言してください一番夜にスキップしました 夜が来ました。目を閉じてください。人狼は目を開けてください。人狼。やない。そう殺してください, <laughs> い。もう人外やる気ないです。もうこんなことされたから、もう次のゲーム行くわ。やんないっす,もいですも。もうやる気ないです。もうやる気ないです。 もうみんなに怒られねえだろ、こんなの。一番が悪いから、こんなスプレイもあるかもしんないけど、もう本当やる気ねえから、こんなプレイされ 朝が来ました昨夜死んだのは3番ゲーム終了村人の勝ちです彼で行った何で俺マスターなのしかもいやー俺え嵐 俺が、俺悪くないよね。全然、うん。悪くない。あれ、うん、あの、自爆戦法は確かにあるけど、チャットしちゃってるから考察しちゃっもう、うん、チャット打ってるし、俺もやる気ないし、もうそんなプレイされても。チャットもなしだった夜。いきなり自爆されるの。<laughs> 何考えてんだろうと思っても。あ、八幡さん、じゃあ、あの、進めてください、進行。ボタン押すだけするんで、僕。 転校とか、はい,はい。えーっとね、一番さんと六番さん転校できますか？一番,、はい、番です。はい、六番です。あじゃあ僕も足す切りするか。あ大丈夫かな？あ私も一応するか。ああもう同意の一言だよ本当。あの前方はあるけどもうチャット打ってんだからもうやる気、ね、もうこっち。 何がないんだろうな自分がそれやられて、やる狼いると思ってんだろうねやる気がない狼って、あんなことされカ狼やりたくねえ人は、なおさらやりたくねえんだから、ちゃんとやらねカ狼がいるって、そういう想定はできないんだろうね。あ、あ、戻りました。はい。 はい。んんは。えっと、テンプレルールです。役職外絶対なしでお願いします。んん暴言、誹謗中傷絶対なしでお願いします。いきなりね、えっと、自販研修爆された。初心のなしでお願いします。<laughs> CEO は初週、今日2週以降でチャットを使えます。<laughs> あ、ちょっと。うん。 にた痛い,なぐらいのもんだかな。申し訳ないんですけど。特<に>あの、嵐がいた場合は。あのー、狼陣営自爆で時短で、申し訳ねえです。お願いします。それでは、始めていいですか。はい。ゲームします。ああ、ね、ど,うど,うどうぞ。村の役だったり、はい、なしにしましょう。うん スムラの役語りなしで最終日の強人仕様はありとしますそれでは何か質問の方はいませんかあそれではゲーム開始いたしますはいあっ大丈夫ですね今のところははいちょっとはいはい あの後、なんかね、寝ないで、ちょっと、ちょっと結構、分確認して何時まで試合したんだろう。1時か5時か3時かわかんないけど、試合までしてしまったっていうね、夜寝る予定が、が目を閉じ夜試合してしまって、あそれ、16回目試合してしまったんですよね。あと、軽く仮眠をとって、何時間寝て、十時ごろ、うちに行って、 3時ぐらいに寝て、今起きましたね。8時、5時間ぐらい。まあ、トータルで、トータルの睡眠も多分7か8くらいは取ってると思う、7か。だからその辺はいいんですけどね。うん、やっちゃい、あの、うん、体調面は大丈夫ですね。注射打たれたところが痛いなぐらいのもんで、あ、あの、多分筋肉の王の注射なんで痛いなぐらいのもんで。 特にそれぐらいですね、問題はなさそうで、問いと良かったですね。朝が来ました。昨夜は誰も死にませんでした。八番 のプレイヤーは発言してください。そうですね。ま村の者たちは村のために行きましょうね。はい、はい。村のために行きましょう。村の一員として発展的な行動をしたりとか、自分がちょっとこれやってみようかなみたいな感じで変なムーブとかせずに、あのもう本当に発言をきよく聞いてよく考えて。 あの、思ったことを素直に言いましょう。あれ、これ言ったら怪しまれるかなとか、本当はこう思ってるのになとか、思考も隠さずに行こう。素直に行きよう、みんな。素直に行きよう。そして、この村に平和が訪れるから、それで行きましょう。今日のスローガンは、平和。平和で行きます。ちゃんと時間いっぱい思ってることを思考を伝えましょう !9 番のプレイヤーは、 発言してください。はい九番、サテサテノス。ええー、八番さん印象いいですね。うん、うん。ただ村のものはって言ったのはそれがデフォなのか、それが不慣なのかっていうところは気には気にはなりましたけど、まあ相対的にねやっぱ素直に喋るっていうのは非常に大事なことなんでね。ただまああのそういうのを恐れないでね行こうぜっていう感じなんでね、あの悪くないんじゃないですかね。うん。非常にいいと思います。 私,は私の持論なんですけどね、あのー、なんかその、個人的あの主観でね、なんか嫌だなとか、叩かれたからとかってじゃなくて、やっぱりその、発言を聞いた上でね、盤面で進むんで、まあ、初日、やっぱ投票したとしてもね、投票したその人が2日目なんか意見聞いてみたら、白いっていうこともあるんでね、やっぱ、偏見を持たないでね、聞いていきたいと思いますね。 のプレイヤーははは発言してください、はいいおはよううございますそうですそでね8番、9番だったら9番の方が印象いいかな。うん、僕は8番さん、特に印象いいと思ってはいかなかったけどね、誰でも言えることだと思ってるし、印象にしだいかなって思ったのは、そうだな、破天荒な動きを僕はしてもいいと思うんだ、してもいいと思うけど、結局、なんかそれを説明できない人はしないでほしいって感じ、うん。ちゃんとその理由を説明して、結局それをしたことによって何が見えたかをちゃんと言える人ね。 見えなかったとしても、何をしたかったかっていうのをちゃんと説明できる人なら、僕はパチンのことを取ってもいいと思うよ。うん。そうだね。って感じかな。だから、九番さんが八番を印象いいって言ったら、ちょっとわかんないけど、九番視点での思考は。うん。別に、納得できたから、はい、八九だったら九の方が印象いい。八番さんは二週目以上。二番。のプレイヤーは発言してください。はい、二番です。よろしくお願いします。 そうですねまず8番さんに関してなんですが仮に家庭として8番さんが仮にオオカミだったとしたら夜会話で平和村とかいう話があったのかなってちょっと思っちゃったって感じぐらいまあどうなのかは分かんないけどぐらいですかねで、まあ、9番さんに関しては8番さんに対して印象が良かったうんそうなのかって思ったっていう感じかなで1番さんに関しては 8球で比べたら9番さんに対し、9番さんと違って8番さんに対して印象がいいとまではいかなかったって言ってるんだったら別にどちらもそこまで印象良くないんじゃないって若干思ってぐらいかなだから正直よくわかんねえなと思ってますね一番よくわかんないのが1番さんっていうはい以上です3番のプレイヤーは発言してくださいはい 8と9の進行論は印象は良い話のような感じはしますけどね。聞き慣れてなさそうな進行論で独自の意見言ってそうですけど。1番がだから、そまあ、あまりこう理由がこう、ね、薄かったような気がするから、8と9の際についてが。まあ、ただ、2番が言うほどなのかっていうのはよくわからないんですけど、まあ理由はなかったから伝わりにくかったってことなんだろうけど、8と9の際で何か、 えっと、えー、っと、9番と8番に、1番は確かにあれは言わなかったかもしれないけど、この辺に趣味聞かないと分かんないんだけど、叩くほどかどうかは分からないっていうところでしょうかね。はい。まあ、8と9は印象いいこと言ってるとは思いますね。一見がちょっと分からないってところですかね。占いでの決め打ちで、縄を無駄にしないようにしましょう。以上です。はい。四番。 のプレイヤーは発言してください。まあ、さいはい、お願いします。今のところ一番釣りたくなるのは2番さんかなと思ってます。えっ、ー、と8番さん、時間いっぱい喋りましょうって言ってたのにあなたえっと3秒前に切ったんですよ。時間いっぱいっていうのはゼロまでが時間いっぱいだと僕は思うので、8番さんが言ってることは矛盾してると思います。そこにあの印象がいいって言った9番さん、え？だって つじつまがあってないのに、9番さん、8番さんのことが印象がいいってことは、ここどっちかに一人がいるのかなって思わざるを得ないぐらい、僕は8番さんのこと印象いいと、まあ、全く思わなかったですで。そこに指摘をしなかった1番さんっていうのが、今のところ一番黒いかなと思ってますね。はい、ただ、3番さんが正直何を言いたいか分からない、なんか、8、9、1、どこかに、なんか仲間がいて、守ろうかなってしてるのかなと思ってるのに。 今のところ1、一、三が怪しいなとは思ってます。五番のプレイヤーは発言してください。はい、まあ、ここまできたら、あと六番、七番だけだから、同進行ではしますか。八番が立った瞬間にしようでいきましょう。えー、っとねー。 うんちょっと難しいなと思っていて、印象いいのは2番ですかね。まあ、2番のなんか8が仮に狼で平和村の話したじゃないかみたいな話だけど、まあ、多分それしてたら言わないと思うけど、まあ、なんかわかる。そういう考えることは分かる。僕も思ったからって思っていて、1番は8番に対して誰でも言えるからって言ってるんだけど、3番って突飛な進行論言ってるって言ってるから、1番と3番ってなんか意見違うんよね。だから1番がマジ変だけど、 あの3番もなんかちゃんと話聞きたいなと思ってるんで、現状釣りって3番ですかね。3番、1番かな、順番的にはっていう感じ。4番が1、三に視点向けたのは良かったと思ってるけど、まあ良かったと思ってるかな。ただ8番は不当だと思います。以上。6番のプレイヤーは発言してください。い,いや、最後の一言出なかった5番 <laughs>、あれって思ったけど、最後の一言が出たんで。 まあ25はまっとうなんじゃないですかって思ってますよ。4の8指摘は不当だから、そこから4番って、そこから、なんだ、自分の理,理論を展開してるから、結構めちゃめちゃだと思ってます、4番。8番ってめちゃめちゃ印象悪かったけどね、そこを印象よく思った91さんって何なのって思ったけど、8番って言ってるのって余計なことすんなってことでしょ、村は。それは大賛成なんだけど、8番自身が村だったら余計なことしてると思うんだけど。 平和になるとか言ったらこれは2番の言った通り俺も8番が狼で平和作るから強人は出ろよっていうふうにも聞こえたからだから8番めちゃめちゃ矛盾してるよ自分の言ってることを守れてないからはいただそれ以外にも変な人いっぱいいるんで、まあ、2号がまっとうかなって感じです以上7番のプレイヤーは発言し,、まあ、発言してください 一番さん、白と出ています。そうですね。えー、まあ、まだ、あの、霊能者とかは出てないけど、まあ、仮に霊能者さんが、まあ、2人出たらも、もう、釣り切っちゃっていいから、もう、精査はいらないわ。で、えー、っと、そうね、うまあ、あのー、 まあ6番さんまでの話はね、ちょっと時間がないから、ちょっと話せないんだけど、あの、狩りの進行についても、ちゃんと言っときたいと思うわ。えー、狩人さんはね、あの、疑われたら出てきてちょうだい。うだから、そうね、あの、3番さん、4番さんの、どちらか1人にあの狩りうどさんがいたらね、あの、出てきてくれるとありがたいわね。えー、一しでした。占い師よ 8番のプレイヤーは発言してください。え私カ私、狩人なんですよ。私、狩人なんですね。2、2、1、2番目か、2、1、2番目だったら、カリロラの方が強いと思ってるから、対抗から言ってほしいんですけど、それで対抗がえっと狼だった時は、霊能さんに結果も落ちるし、強いと思ってます。 4の視点が対抗が出る前から一番変だと思っていて説明します。あ、あと一応6番さんに言ってる、言いますけど、平和って私平和村の話は一切してなくて、あ紛らわしかったら申し訳ないんですけど、発言聞いてたらわかるかなとは思ってました。すみませんねで。4視点で8が発言が早かったから印象良くないんでしょ ?3 秒早く切ったんだっけ 3秒か。<laughs> ごめんね。ちょうどぐらいに、時間止まらないぐらいに切ったつもりだったけど、まあ、若干早かったとします。だから印象良くなくて、1が黒いってなる。だって1って8、9比較した時に8の方が印象良くないよって言ってる人物だから、それで4の視点で1が黒いとはならないですね。で、2を評価する視点が変だから、4番さんの視点が一番変ですって言いたかったら対抗出てくれたね。で、例ので、 まあ、うん、進行は3番さんが決めるべきだけど、占い審議が明確につくとかだったらいいけど、基本的には仮色の方が強いと思ってるから、4番さんから、はい、お願いします。4黒もあるかもしれないね。って感じに思ってるかな。現状、ちょっと9番さんの占い師としての話も1回も聞いてないから、何もまだって感じです。はい。9番のプレイヤーは、 発言してててください、はい、番さてさいいは番えー、っとね、まあ、2番手の位置でねあの確かに5番さんとかも拾ってたんですけど私は8番さんに対して印象いいって言ってるんですよあの、まあ、私はあの8番さんの城を知っていたのでねうんただ2番手だったんでまあその陣害がねあのそのそ順番はさておきね三四になるんであれば誰かが出て誰っていう状況が生まれるかなと思ったんで。 うん、だから太鼓の7に関しては、なんか強人臭いなとおいてますからね、いば1番さんっていうのは結構、釣りをされてる中で、7が1、白を打つ構図っていうのは、7がその人狼像には見えないかなっていうところですかねで、1番さんに関して結構叩いてる人いたんですけど、2番さんとかね、いたんですけど、1番さんで三3番手の位置で優劣つけてる人物なんですよ。だからその 3番手の位置で8、九だったらっていう比較をね、1番さんの陣外像でする必要がないと思いましたね。だから、うん、だから1はあの狼はないと思っております。うん、だからまあ、岸から行くんだったら4番さんになっちゃいますからね、あのやっぱりその4番さんのその八ただきがやっぱり、あの若干その,あのブレーキの遊びのないブレーキというかね、やっぱ3秒残ったじゃないかって、矛盾してるじゃないかって、殴りがおかしいっていうのと、 ついで、やっぱ5番さんもその4に指摘することなく、1、3でって言ったのもね、やっぱそれちょっと引っかかる要素なんですね。1番さんって3番手の位置で評価するだけの人物だった、発言をしたと思ってますけどね。うーん。どうかわかんないですけどね。うんでまあ、まあ、仮から行くんだったら4から行くかなって感じですね。まあ私も8の白を知ってるんでね。で、8番さんが例えば強人で、例えば4の太鼓で出る必要がないですからね。全くないですよね。 失礼します。一番のプレイヤーは発言してください。うん、占いだったら7進、七、新、九、偽かなって思うかなだって、九番の視点で一番って、そんな印象良くはなるけど、白評価は絶対ならないと思ってるから。うん、特に七が強だと思って、一が釣りをされてるから、出たって思ってるんでしょ？うん、だったら、そうは七、九番の思考にはならないから、九、偽かなって思ってるから。 うん、で5番、6番も大概おかしかったと思うけどね、2番が言ったので別に一番クロスしてないから、1番に対してそこは気になる点って言っただけねあ。じゃあ2番さん説明するけど、8級の進行論だった場合に9番の方がまだ納得できた。<laughs> それだけです、はい。それだけ。だから9番の方が印象よかった、うんで。4番がいったのって、結局その8番の秒数とかじゃなくて、そこ,そこは別にどんどんいいんですよで。そこに対しての印象いいっつった9番が分かんない。でここに8級に1人がいる、プラス1番も人外だ、うん。4番思考で結局、<coughs> その思考が僕は分かんなかった。なんで1番が人外になるの ?9 を評価したから。だって4番って8番のことが、8、9で1人外、プラス1で1人外って言ってる4番の思考が分かんなくて、5番がその4番に対しての評価を与えてるっていうのが分からん。理由は違くない ?3、1に対して怪しましてんっていうのを思ってるから、4番さんの印象が良くなる5番さんが分からん。って感じかな。 で、6番もその5番を評価してるんでしょうん、やべえなと思ってる。で、6番3視点でいった場合、1番っていうものが8番に印象いいなって一言も言ってないから、うん、6番も話聞いてないなって思ってます。はい。どうすんだろうね、これ。どっちか行くか。うん。ごめんね、狩りに関しては、今んとこ4番つる。狩り行くんだったらね、これ三3番が決めていいんだけど、今んとこ4番行くんだけど、4番の話も聞く。うん、感じかな。はい。グレーで臭いと思ってるマジで5、6なんだけど。はい、以上。 2番のプレイヤーは発言してください。そうなんですよね6番さん俺の話も多分聞いうの、ねええ、も2が言ったのって1は8に対して印象が別にいいわけじゃないなら9に対して印象がいいにはならないんじゃないって言ってる人物なのね。にもかかわらず1も8が印象がいいって言ったって言ってるのが正直全然分かんなくて。 ななんだろうなぁとは思ってますで、3級に言っておくとあの、そもそもわからないなぜそういうことになったのかがわからないって言ってるだけの人物なんですよ2番ってあの、叩いてるっていうのはすげえ意味が分かんねえなぁとは思ってますで9番さんの8白持ってるんだったらあの発言はまだ納得できるかなっていう感じだから正直まだ占いに関しては真偽がついてないっていうところかなただから 現状7号だけは追ってないかなっていうのも、そもそも5番さんがドン進行の話をしていて、<coughs> その上で7番が1周っていうのが正直、自分には見当たらないので、そこはないかなって現状思ってます。というところかな。1番さんは2周目良かったんじゃないかなって思ってますけどね。 ただ、ほんと若干違うところは、56、両方怪しいって言ってたけど、5と6だったら、俺は6の方が圧倒的に怪しいとは思ってる。だからそこが違うから、ワンチャンあんのかなとも思ってるってぐらいかな。はい、以上です。3番のプレイヤーは発言してください。はい、今日4ずりで、22番目は棋士から。はい。56がぶらしたり、4番に票入れなかったら明5、あ日56いきます。で、さイズり入れます。 56が4番いかない場合には、規律違反。霊能の指示に従わない奴は許さないからな。明日釣り入れる。それみんなで決めろ。4釣り。なぜ俺に逆らう奴は許さないからな。俺理由ぞ。二、二 CO で4番が出らないんだろ普通3番とか釣られるんだろで、カウンター打ってる8番の方が死んだろ普通に考えて4。4番の色見る。うん。釣られない奴はん騎士で出てる。ありえないでしょ。5番6番で表ぶらしたら明日、明日56行くから。全員。うん。 5, がかけらでも4番じゃないって言ったら俺に従わないとは許さないからな今日は合わせろちゃんとチームの意思を示せ今日は4番と霊能が言ったんだろ一角霊能が何があっても4いけ56が行かない場合には制裁入れる一言でも異論捉えたら56含めてもいい今日4釣りはい4番のプレイヤーは発言してくださいじゃあ今日無条件釣られるのは俺は暴言を吐いても何をしてもあの3番に逆らってもいいってことですねはい 8番さん、僕のことを狼でしか追ってない。狂人でも追ってない。それでなんで3番さん、8番さんって言うんですかね。一角してるかもしれないけど、本当ポンコツ。はい。もういらない。まあ、大丈夫。8番はお前のことになって守れんけん。だけどお前は構われん。絶対に3番構われん。当たり前、守る能力のない8番が、何が俺が狼な。で色みたい。じゃあ俺が白やったら、じゃあお前なんな。8番は何じゃう もう、あのー、一覚したくせに、何をさ、そう、えばって、えばりくさってさ、何を言おうのゲームする気あるんねえ。でさ、当たり前やん、時間いっぱいしゃべりましょうって、時間いっぱいって、何ですかじゃあ3秒前が時間いっぱいなんですかそこ指摘して、そんなに言われない件だったら、じゃあこのゲームで、そんな進行論言わなければいい。ねえ。で、一番は、 8番が、あ、8番、9番が偽に見えとんやろ。ほんなら、8番のこと強人でおうの。それとも、狼でおう何も言わん。で、2番さんもね、昨日までは白かったのに、今日は急,急にさ、どこを釣るって言わない。なんで2番さん、どこを釣るって言わないのそれって3番の信号を聞いて、自分を守ろうとしてんのだけど、5、6が怪しいっていうよりか、2番さんが急に怪しくなってね、どこを釣るとも何も明言しなかった。2番さんの相方、<laughs> 8か9人いるんじゃないもう7番さんの方が圧倒的に真にしか見えん、以上5番のプレイヤーは発言してくださいはい、なんかどうやらここは独裁村みたいなんで、まあ、4番に行きますが、まあ、僕は2番ガラスルだと思ってますよ。2番視点で、あのね、2周目めちゃくちゃ悪かったと思っていて、2番ってね、1番の評価収してるようにしか見えないした、かつ2級だと思ってるんですよね。 なんで、まあ、一番に対しても視点を一応残しておく構図を見れるし、えっ、ー、と、なんだっけな。なんか、わからないと言ってるだけだって言うけど、いや、まあ、わからないっていうのは、人外の可能性があると思って聞いてるんじゃないかなと思ってるから、なんか、二番が、なんか、すごい言い訳ばっかりしてるのも、なんか、二番がね、狼に見えるんですよね。行動もそうだし、一番にしても良かったかなって思うし、はい。僕別に、だから一番も、まあ、一番視点だったらわかるけど、二番がそこまで精査してるように感じなかった。 で、7番、9番めちゃくちゃ難しいけど、まあ、7番がね、正直グレースーサーしてほしかったなと思ってるんだよ、その位置で出るんだったら。ただ、9番の視点が、9番何言ってたっけあ,あ、えっとね、僕が4に対してそれを指摘することもないって言ったら、ね、4番の8叩き。僕言ってるから、6番が拾ってるからね、それ。から3番も全然新っぽくないんよ。だから、2、9、あ、サバじゃない。ごめん、9番がね、全然新っぽくないから、2番、9番の狼狼なんじゃないかなって思ってます。 まあ8番、4番のセンスは正直わからん。まあ、4番のパッションは感じたが、まあ、この村、独裁村なんで、4番から釣ります。4種だったら、まあ、8まで釣り切ります。かなはい、そんな感じですね。えー、はい、以上です。6番のプレイヤーは発言してください。は,さいはい、まあ、4番が新規だったら申し訳ないけど、4番いきます。8番必ず3番守ってください。でね、 1>, 1がね、村だったらもう少し落ち着いてほしいかな。確かに俺はね、若干言い間違いをしたかもしれない。俺は8番の初集の進行論がまるでなってないと思ったから、そこを許容した人物は印象悪かったのね。で、9さんは確かに8番のこと印象いいって言ってたんだけど、1番は8番のこと印象いいって言ってなかったんだね。まあ、そこを俺が、ま、間違えたんだけど、ただ1番、8番に対して許容してたから、俺目線は同じ軸で印象悪くなっちゃったってことね。はい。 あとは、まあ、そうですね、感情的にならないとしいな、話聞けてないから人々っていう視点は、ちょっと浅いなと思ってるんで、はい、もう少し頭を柔らかくした方がいいかなと思ってます。はい、まあ、今日は4つあります。以上。7番のプレイヤーは、発言してください。さいうーん、そうね。 まあ、4番3つるっていう前提で話すんだけどえー、うーんうーんまあの思ったこと言っていいかしら。 うんその、あの、四番さんつるって五番さんも六番さんも言ってるけど、その四番さんって、割と結構、その人狼で出てるんだとしたら、自分の首絞めてることをやっちゃってるわけだから、 いやーい四4番さん真なんじゃないのって思うんだけどでもまあうーんどうなのかしらね一応そのクロス護衛したらどっちが真なのか偽なのかっていうのは分かるから守れなかった方が結局 偽騎士だってわかるわけでしょう。それでもいいと思うんだけど、なんで四番さん釣るっていう話なのかしら。ちょっとそこがわからなく投票を始めてください。ああい 4番のプレイヤーが選ばれました4番のプレイヤーは発言してくださいはいもう申し訳ない3番グルーマス取った時点で3番魅力あのマイナスやってもういやんこいつだからこういう独裁者とかするんやね だけど八番にさあの任してるのがいけんのに、ね、こいつがもう八番のさ結局はさもう体見やてたやろ三番ってさ気持ち悪いだけさ八番のことをさなもう四番の話聞く必要がないからね。だけさお前が言おうたこと理由は言ったよ。釣りーチでもないような人が士で出るってありえないでしょ、ね、二一番面で士で出るって九、えー、番のチャットも見てないってことなんでしょう。ねえじゃ俺も争う で8番が出てきたんだからどう戦合性取んの ?9 番と7番の真につけた。うんうん、いんなんかうが真の可能性があって8番強じで出てるってことだよ。考えにくくない ?4 番の方がお,おかしくねえかって言ってんだよ。う違うえ、え、言わなきゃいけないここまで。9と7の真につけて8番の真の可能性がなくないか。いいまあ、どこで4番の真があるのって話なんだけど、まず。ね、これ人外勝ち本当の真だったら頑張りゃいいじゃん。うん <laughs> 自分が釣られても8番が噛まれたら真証明できるじゃんああ。8番が俺守れなかったら真の証明ができるじゃん。さもうあ霊能としてゴミなんよ見ろ口がマイナスとかじゃなくて<え>石統一をしてほしいのに石の統一をしてほしいから別に4釣って8すればいいだけのゲームでしょ。<laughs> <laughs> 占いに行く方がダメだから。ねえ。ねえもういいよ。ねえ。 7時いね8時ないでしょ7番は6番投票してんだからか強人でしょお前<あ>こんなの番9番と7番のシーンにはあえてつけなかった9噛まれたらめんどくさいから9噛まれたらめんどくせえから4番のシーンだったら噛まれんだからもうほっとけばいいんだよ4色ね、はい、4白 じゃあ8番が狂人で出たとかになるけど、7釣れば勝てると思うから、8番が9番守ってもらうっていうことで、はい、9番頑張れたら8釣りで、それでいいよ。7釣り、指、は、示、い、たわねえから、4番釣れねえから、もう7番釣り。じゃ8番が9番守り、これでいいよ。4番狂人、8番新人行でいく。うん。んじゃない。占いの真にもつけねえ。7番、 7番と5、6なのかね ?9 番さえ生きてればいいんだよ。大事なのは。8番が俺守りだけど、8はほぼ死んでいくけど、これ、もう。4番って7級の神にはつけないし、釣られるからって強人でしょはい。4番強人ね。あ、は、れ、い、もう、いいよ。9番が生きてればいいんだけどね。噛まれたら、あれなんだけど、ならすってもさー。ああ、OKOK。4番死ん、8番強人。 鉢釣り。これでいい。これでいいこれでいいんだよ。占い結果が落ちるから。これでいいんだよ。鉢釣りね、今日。これでいいんだよ。はい、これの方がわかりやすいだろう、村は。8番釣れんだから。4番しんね。4番しん。れこれでいいだろ。俺がいねえ方がいいだろ、まあ。今日8番釣って。そうそうそう。あとゲームしろ。あ4番のパッションはシンっぽいなと思ったけど。 もう8番が従わないから、もう普通に3番、3番、看板でいって7番だよ、普通に。8番が死んだって俺思ってるのに、3番守れないんだろ。8番、こういう人はもういらないから、8ずり。だめだわ、もう4番巨人の可能性があって、8番って、然が日でも3番守りだろ。無理だよな、絶対無理だよ、もう。8番がそういう人だったら、もういらないんだよ。 三番が八のシーンを追ってくれてるのに俺守ってくれなければもう俺がいないんだから八番を釣られんだよ俺がいれば四城でも全然しない構図が六、まあ、番の二周目は全然良くなかったんでまぁ、あ、ちょっと頭切り替えてもう一回考えるあとは村は俺がいないからゲームできるでしょ <laughs>、うん、ゲームやってうん、うん まあそんな感じですね。とりあえず8番釣りましょう。あちんで行きたかったんだけど、8番が、こういうことを前もね、全人外でね、約束守んない記事がいた。ここは絶対に3番が8番のフォローしてくれてる人なんだから、3号残さないとあなた釣られるだろう。これで守らねえから8番、もうダメ。ダメ。こうしちゃダメ。急噛まれても3号、3番がいてくれたら8番を擁護してくれたのに、 だからこういう人はダメなんだよね。8番がだまあダメだね、8番。8番が悪いよ。8番がローーこういうプレイする人がダメなんだよ。占い噛まれてもあなたが生きてれば、七番か噛まれた方を釣れば、で、あなたの新決めしたら勝てんだろう、う2縄で。7級どちらかにローがいる方がいい。ってなると まあいいんだよ。約束を守れないやつをまずするのに。それが勝負の鉄則だから。4番を釣ってくれると言った霊能がいて、俺を守れないんだから、もう、感情まずうがただゲームは静かにできるからね。静かに見ましょうか。あのー、あ<ー>、ののちゃんとやらねえ。騎士がいると勝てねえよな。 話に乗っかった人なんかは、せっかく、俺がいれば4番をかばった8番をかばったのに。たのにいただいたら6番さん、白と出ました。そうすると、やっぱりちょっと5番さんの、 五番さんら倒してクローズしてしまうっていう自分がいますかね。アンパン守らないってことはもう自分釣られてもいいことなんだから。まあ五番さんは四号死んだと。まともな人は三番守んないとあなたのドらされるのを。でもいうこと聞かないんだからもういいんだよもう。七番新目が下がったって言ってるけど、あの考察するんであるならばあの四番も死ねんだもんもううべだと思うし。実際確かに四番さんの。 その八番さんに対する殴りっていうのは雑だったかもしれないけど、それって、あの、オオカミでやってるんだとしたら、HP の低いことだし、あとあと自分を、うん、首を絞めることになるからね。だから、そういう精査もあの、やっぱり必要なんじゃないかなって思ったのよね。うん、やらかしたらね。だから、八番死の可能性もあるんだけど、八番が自分自身で。 これをした場合に、3番噛まれたら、8番が釣られることもは理解しないんだったら、真としてはもう失格。3番の人は4番から言ってくれたんだよ。ゼがヒでも3番もらないとあなたが、あなたの新決めをしてくれないんだよ。他の村って、他の村は簡単に釣り切るんだよ。それでも3番守んなかったんでしょもう、この人が悪い。こういうプレイとかはいらないんだよ。 じゃああ心でゲームしてないの,の心でゲームしたら必ず3守りなの,の絶対に。ってだかかかららが私に白ケーーししし持ってないから9護衛しましたはい。それだけです。3番さんには本当にすみませんって思ってます。ただ、4の狼全然ありますね。3神から。8が護衛できるのを分かってて、それでも勝つ3に行ってるってことは、申し訳ないけど、私は4狼聖者のみをしてたわけじゃないから、 狼あるならっていう発言をしただけだから、対抗が捏造してるし、かつ、初めましてだけどブ,ロブラックリストに載ってるとか、なんかチャットとか、ルール違反すぎるんで、はいそういうのを加味して、芯ーは切れると思ってます、村駄視点で。さすがに、あのー、ありえんと思ってる。で、7のキロは9番がかまれても、8番は3番守んないと,ないと無理だったのよ、このゲーム。 だからもう八番ずり本当にごめん。まあ八は心決め打ち進行。絶対決め打ちでお願いします。あとね呼で陣内落ちてるから。みんなこれわかる？八番の人って自己中、なの超自己中。えっとこういうプレイしャーダメなの。三守りなの絶対に。何があっても。四から言ってくれた礼を守らなければ。五六一二が優しいと思ってるんだろうね,のの 5, 6, 1, ろうねこの人。 村人は予想以上に使い物にならないの異次元レベルで使い物にならないの味番を簡単にロラしちゃうのわかんないから、このシチュエーション。ちのシーンも見抜いてくれないのだから3万もなんでね、味が悪い。絶対に3万もり入れるの村人を信用してはいけないのレベルというものは、村人はわからんのだから、もっと。はい、9番。まあいいや、シュ8番は で、7番さんの強人ん予想しか見当たらないんですよね。だから、あの霊能に従,従えって言ってるにもかかわらずあの、自分だけ6投票して、6占いしてっていう構図、で4が芯がどうのこうのっていうのって、最終位置で必要ないんですよね。ただ、5番さんに対しては本当申し訳なかった。5番さんの所定が1、3って、スイ位チは1、3だったじゃないですか。4には触れてましたけど。うんで 一周目に至っては発言を聞いた上で2、九ってつなげる目線っていうのがな、なんかね、2番さんも確かに、なんだろう、1周目の印象っていうのはあんまりあのなんだかなっていう感じ。私は1番さんはそんな悪くないと思ってたんでね。うん、その1番さんに対して8番さんにも引っかかりながら1が気になるっていう2番さんの目線はなんだかなと思ってたけど、うん、そんな1番さんは怪しんでなかったんですね。あと1番さんにもアンサしておくと、 うん、対抗占いの片城に対して、で、私が人外であれば、別に1番さんをかばう必要も何にもないんですよ。あれだけ釣りをされてるじゃないですか、2、3人の中に、うん。で、私は私の主観で思ったことを言っただけなんですよ。それで、旧偽だっていう。俺が強烈に4番に流したから4釣れただけで、して4番の方が死んだかって言ってんだよ。の5番も不満を持ってんだよ。7も、まあ。今の発言聞いただけだったら、6番さんが断トツ怪しくはなりま,した、ね、まああれだたけど。ね。 八のシーンを決め打ってないんだ、この村は。あと7も、8どちらかとい,いうとそれ、3番が悪い。いや、三つろ。あ8番が悪い。ますけどね、うん、まあ、でもそれを言うならオオカミっていう可能性もあるけど、まあ、でも7しかいかないかなって感じですかね。4、6、六七強かなと思ってます。え、はい、失礼します。1番のプレイヤーは発言してください。 え僕、678ハッピー人街セットに見えるんだけど、違うかな。<laughs> まず、今日絶対8番釣るんだ,だって8番志向だった場合、絶対に今日グレー釣る進行しかないから。だって、8番さんって、9、真で見てるんでしょ。9、真、決め打ちでしょ。8番が言ってる論ってさ。そうなった場合に、9の白って6番しか出てないから5、5、1、2、5、1、2のどっか釣って、9番に色見させるっていうのしかないんだよ。うん。しかなくないあ、9、噛まれる指定で言ってるってことそれこそグレー詰めた方がいけない。 で <laughs> 思ってるからまず八番の思考がバグってるから八番に八番に偽の可能性もあるから八からつるでプラス六番さんしてん、ね、だって六番のキノの発言って自分の言い間違いを肯定化しただけだよ。これさ、八番が真だったら三番守らなきゃいけない理由は自分死決め打あるってないの八番は。三番が強烈に四番に流しただけなの。三番の人を守らないと八番はこうなった場合に。 ロラされちゃうの。5612の田村なんだけど、村人3枚が困ってんの。こうなった場合の最悪のパターンを想定してほしいんだよ。9番噛まれたって別にいいじゃん。ん噛まれたらあなたが釣られるだけだけど。巨人だったらいいんだけど。巨人人狼だったらいいけど。七と9うに進路ってことっすかね。それとも8がローなんですかね。 一、うん、週目に関しては、2週目に関しては、二番進化あ、9番進化って思ったけど、うん、2日目でもあの発言は許容できないわ、俺は。だから678 67、ハッピーセット人外かなって思ってる <laughs> うんはい、8番から釣ります。2>, 2番のプレイヤーは発言してください。そうですね、8釣ります。 こうなったらロラされるから、8番が強靭だったらいいんだけどね。真 <laughs> だったら8番が悪い。理由はね、何回も言ってる。8の真決め打ちじゃなくて、3番というのは強烈に4番を押しただけの話の村なんだって。3番守れない場合には8のロラが確定するから。これ新、真騎士持ってる人、この俺の話聞いてな、ね、い。8番のようなプレイしてはいけないよ。 おそらく金を取ってないから、がが絶対3守らないと決め打たれないから、絶対条件だから3守りだ、はい、そもそも5番さん言ってることおかしくて、2が1に対して評価集をしているって言ってたんだけど、じゃあ5視点って1に対してどういう評価をしていたのっていう話になってくるんですよね。そうなった場合って。そうなった場合って、5って1がいいって2周目は良かったよって言ってる人物なのね。で、同じことを言ってるから、2が評価集って言ってるのめちゃくちゃすぎるんだよね。 だから、何かな、この人って思ってたんですよね。かな。だから、占い師の真偽だったら、正直、9が真に見えるけど、5のせいで9の真も落ちてるんだよね、俺してんだと。 だからそれがちょっとよくわかんねえなって,って。あのね、4番が白だったから多分5番って白なんだと思うよ。うん、うう俺、村だと思うよ。政政が俺にけんちょっとね、は不満持ってたから。いや俺は評価てじゃないって言ってははようわかんない意味で不満持ってけどはい。ね、だから6、1、2に多分7の相方がいると考えた方がいいんだろうね。5番の人がね、6の方が確かに、五六だったら6の方がなんか俺に乗っかってる週はするよ。5番のはちょっとねは、あのね、反発してた部分があるよ。 そしたらつられんだで、ね、俺に明日気に入らないって言って5番ってなるかもしれないんだよ。は、まあ、い,いや。8番,8番が悪い。プレイヤーが選ばれました8番が悪い。8番が。8番のプレイヤーは発言してください。マシンなんですけど、人外でなんか嘘ばっかりついてチャットして。 いや、どん引きしちゃうなぁ。人のこと悪く言いたくないけど、さすがにマナーがエグすぎる。まあ、三番さん護えしなかったのは、本当に申し訳ないけど、申し訳ないけど、村全時点で急進が、急進に見えると思ったんだけどなぁ。八起点だからかなぁ。 仮度視点だからかもしれないけど。9番が噛まれていても別に精査をすればいいだけである。うん、こ,とはこの方法を取るなら、ロラされてもれ文句は言えないことを8番がやったんだから。らから8の進行って決め打ちをして欲しかったら3番残し。3番が迷わず4番だってってるから。7の狂人で1囲われたから4狼が出てきたとかもあるかなと思ってるよ。4番の狂人もあると思うし、申し訳ないけどリア狂もあると思ってる。それを言い出したらきりないんだけど。 うーん強人とかの可能性って4番ってあったんだけど。だからん、4のイヤ守ってくれすらで切れないわ。でも進行は間違ってないし、3声しなかったのは申し訳ない。マジで。鉄板でするべきだったけど。生き残りたい場合、真摯に言うよ。生き残りたい場合は、霊守り。乗らされたかったら、占い守り。意地張りたかったら、占い守り。どうせ 2, <な> 2>, 2、2番目と同じ原理だから。 取るんだったら占、ね、占いの占いの守り、うん、わかんないな4番の色が大事だと思ってたら3守りで黒だったら8番 C 確定するから釣、ね、られても占い守りたいと思ったら占い守り8がやったことはドラされることを前提の動き生き残りたい場合は3守り 正座ついてるのかな、ね、って思ってたよ四八。つられてもいいと思ったら22の霊能と同じだ。原理で,で考えんだったら占,占い守り、村のために。ここはその棋士次第。3番が生きてればもう8神決めようと思ったんだけど。4番の強人はあるから。ただ8番の強人の可能性があるよね。これじゃあ。8番強人っていう可能性あるよね。まあ4神8強とかもあるよ。 8番が守らないんだから。で、9守りは通らないから。ただ、8番が、まあ、死んだらいらないことをしたってことだよね。結構、試合の流れとしては。5、6、1、2、2、6がいいんだから、容易に9番噛まねえだろ。7と9のあれなんてって、俺は思うけどね。容易に噛まねえような気はするから、ほっといてもいいのにね。 三番の方が前半日でも邪魔だと思うけどね、超有能な人の方が。なら、七番俺はつごと思ってたけど。あっちは多分強靭ね、マックス強靭、新海した昨夜死んだのは。九番が六冠に占ってればね。六冠二だよね、絶対。一占ってなるね、多分ね、でもね、これでね。2> 2<番>お<う>、ーオッケー、オッケー。 二キロか七がしんの時は七四ね。でがか、九八か。七が五グラしろ。えー、七がしんの時はうん。五九あ八。あまあいろいろ、いろいろあるのかその場合は。五九八九五に。 二人路と7人、ね、<に>だと7が初週、あ、初週じゃ2週目か。二番構のぬ段階でグレースがしてないのは、ね、正直、違和感でしかないし、新名がないんですよ。ただ、俺、割とごはんさんに変な袋塗りをされてるから、九 <coughs> の芯も若干下がってるんですよね。ああ。 次に聞いて決めるけどこれ相当俺して難しいんですよね74てなくはないし8が言った通りねただ急に7 2でしょ71番手強烈に7の店を追ってるからね8のシーンを仮に決め打ったとして6はミスリドし想定のにかけてる2番か7番じゃねえこれ そうなったので、落ちて、九号のロスがなくなった。っ<笑>,笑っちゃうけどな、五。うちょっと発言聞いてきます。以上です。五番のプレイヤーは発言してます。あ、片方ぜあれだから。七、はい、番にセレした。ええー。七は二セだよ。えー、絶対二セだよ。まあ、番だろう。 2番にって僕不当じゃないと思っていて、2番さんに対して僕が言ったことっていうのは、僕が一番に殴ったでしょ ?1 週目。一番若干、ビなグりして、1番さん視点は僕に対してそうなるだろうなって僕は思ったんですよね。でも、2番さんから見て、1番さんの評価ってできないと思ってるから、僕、あのね、 僕が一番のことをいいって言ってないですそもそも。2番は一番僕がったのことをいいって言って、2番に対してブーメーなんだって言ってるけど、僕は一番のこといいって言ってないです一番の視点だったら、まあそうなってもしょうがないよねっていう考察を落としてるんで、まあそれがね、2番さんが全然違う要素を言ってるし、2番さんっていうのは、そのえ、本当に一番のことを評価できただったら評価できたポイントを言ってみてくださいって思ってます。はい。多分二番まあ2番,番、7番。 で、まあ7番ってずっと、まあ例えば4番に行きたくない構図だったりとか、結局グレー精サしないこうところ。で、かつ7番って、まあ結局9のご城に対して、えー、苦労したい考察しかしないところって感じなんで、まあ、うん、そうね、27よりは7番強靭、2番4番狼も全然あるんじゃないかなと思ってます。 6番で7級審にどうつけてた人だったっけ、まあ、あとね ?1 噛まれてから多分9番審なんでしょま番ないで ?7 つって2だと思うけど、て向けていてだっだたら番番に多分、なんで五九って1関連だろうって話になっちゃうんだよね。イヤーは発言してください。いやー、そうないな。まあ、昨日ね、思 <laughs> 考開示しろって言ったんだけど、思考開示しちゃダメなんですよね、昨日。ローラする場面だから。 四番は言ってない人なんだよね。あと、ねうん、一番だけ明確に言ってんだよ。俺も七行こうと思ったんだよ、本当は。は3万持ったら7いずれ。七九なんでお願いします、ねで。8八番九守ってねーってやろうと思ったんだよ。だって7と九なら7と2だから、この場合、初日出るメリット大て方が2番にいるとこで二と五って絶対つらい人じゃなかったが8番強人でしこなくて、だからこの盤面、9五か7二までは確定してるんですよ、俺も。95か7二なんですよ。 95だって今言った通り、1番生かして9番6黒打ってば勝てるから <laughs>、それを利用した95もあるかもしれないけど、でもね、同じことは7人も言えるんだよね。結構俺って殺されやすいポジションだったから。まあ、79なんでお願いします。5と6がね、4番いかないで8番いくとかわけわかんないで投票した場合、4黒が出たらね、釣らなきゃいけなくなるから、さあら五番3黒と出ました。 はい、えー、そうですね。ラスルは自信があったんだよね、あのー、多分これね。まあ、97ランということなので、まあ9番さん叩いちゃうと、あのー、9番さんって私のことを強人おっきしてたんだよね。ただ、あのー、そうすると、9番さん目線って、5と6が、あのー、村目に見えるわけじゃない。うん ってことは、あのー、まあ、5番さんは2番さんをその叩いていたわけだから、9目線って7人に見えるはずなのよね。4、8、どっちか強人置きして。なのにもかかわらず、9番さんが7、あのー、7を強人置きしてるあたりが、なんか強人探してる人狼っていう。 まさ、うん、しく、ね、ももう9番さんが人狼だから、あの、7を強人塗りして、勝とうとしてるわけよ。の方がうん、5、6の評価収したくて。で、ロロだえっと、それから、そうね。強人はどこなの、えー、?8 番がローだった場合。8、9だった場合の、ね、強人一どこよ。あと何言えばいいか知らな、ね、い。どこよ 5番さんの黒要素っていうのはもうさっき言った通りあと紙一交差しているのがもう人道目9番のプレイヤーは発言してくださいはい9番さてさてどうすあれ7番さん56の評価しててあれああ事件違うな7番さん5ク打ってますよね、うん、56の評価してて5番さんの白が見えてるんですかあ私の白先だから見えてるんですねあこの村はねなるほど私が死どでるかもしれな 六番。がいたら、みんななんか、謎の萎縮しちゃうかもしれないから。んアンサーしておくと。俺はこの,子の、ね。だっ前日に立ったっては、う万六ローなー、七九円なん投票する村がいるの知ってっから、はい。言ってます。今日合わせて欲しかったんだよ、村に。七二、はい、ローロー。よりも四六ローローかなと思ったんで。にもありますよ、もちろん。にもあるんですけど。そのスキールは上げてますけどね。うん。で、八の当時、私はもう。特こに否定してるんですよ。その理由っていうのは。 4が出た後で、8番さんは発言できちっと、彼誘って出てるじゃないですか。一般的な進行であれば、占いから次が始まるんですよ。そうじゃないですか。うん。それも4番さんが、その人狼で、それを分かった上で出てきてるんだと思いますけどね。あと7番さんが、やっぱ初日の2周目ですね。やっぱりね、なんつうんだろう。あのなんかもう本当になんか真を失うというか、 なんかこうつられに来てるようなムーブを見せてるじゃないですか。でご主人がつられるわけにはいかないって、もうそれは8番さんの言う通りかなと思いましたけどね。うん、私の後ろ先だから、やっぱ7番さんはやっぱもう黒を打てるってことですかね。まあ5番さんは大丈夫だと思う、大丈夫なんですけど、まあ、6番さんも7いってください。はい。失礼します。投票を始めてください。発言力はちょっと。長そうお 決めることだけど。まあ,あ。何なんだろうけどね。多分6割が7割7何なんでしょう。そうなんでしょう。7番のプレイヤーが選ばれました。まあそういうことだよね。これで号9がないんで、はい、7牢確定ですね。はい、7牢確定。俺して7、あ、じゃ、まあ8牢があるけど一応。89ー牢があるけど、標準資料がないんだけどって話だ。いいはい、えー、まあ。 7、えー、二郎郎なんでしょ、多分自立上。だから7番に行ってんじゃん。う合わせろってってんじゃん。驚く6がね、この頃ね、村の人がわけわかんない投票してんだよ。統一しないで。一角がこうしようって言ってるのに言うほど引かない投票機能もあったけど。それが濁る原因になるから、だから5番、6番が村だった場合に合わせてくれって言ってんだよ。4番に釣られたから気に入らねえから4つるって言ってんじゃん。4番出方で考えた場合に変だっ,ってんだよ。 ちゃんとせ理由つけてんじゃん、ちゃんと。正しい理由言ってね。4番の出方面でおかしくねえかっていう。俺が騎士仕様はまだ分かるけど、4の騎士仕様ってわけ分かんなくねえかっていう。うん。でも4でも8でも乗らせればいいんだよ。たまたま。まあ、9がローだって、5、6、1、2に強人がいたら、もうそりゃそれで驚きだっつうが 黙って、8がローだったら、俺守った方がいいだろう。4番あんなだから、もう八神決め打ちのせ世界になっちゃうじゃん。あれ多分8、ローじゃないんだろうね。多分、強人化しんだよ、8番ああ。ローだったらね、多分、俺守った方が、生き残りたいはずなんだよね。昨夜死んだのはまあ、2番、人狼でしょう。72ローロ。72ローロ。はい。この場面な、ね、ゲーム終了。はい。村人の勝ちです ああ、よかったですね。勝てて。あは。よかったですね。まあ、楽しかったですね。私は旅に出ますよ。うん。な、ろいろだろうね。一神で。うん。5番がね、俺の強烈なあれでもね、4番が死んだというミスリードしてるっていう。 俺言ってんじゃんヒロジャンプロが言ってんじゃん !9 がほぼシンだから87強陣で出ねえんだ !8 もう !97 を高速でつければ8番って白なんだよだから強陣であんま出ねえんだから8ってシの可能性があるじゃんそれを俺言っちゃうと9番噛まれっから黙ったの !97 の真偽はあえて俺言わなかったの !97 って強烈に言ったら絶対9番噛まれっから100%だから占い審に皆無にしたのはそれそこ言っちゃうと、そこ言っちゃった方がもっとロジックで分かったでしょ 4番の出方が変だから、強人か人狼か知らねえけど、おかしいんだよ、絶対。8番の方が専門性取れてんのと、9番の芯があるからな、8番ってね、あこれが言えなかったんだけどね。72、72ですね、72ロロい番7番には、2番の地上。72、決め打ちで失敗したから。うん。うん。 俺が生き残ってれば8、新、決命打ち、9守りしてください、7釣り。さ <laughs> 時間がもったいねえから、9番の占い結果大事だから。もう、もう俺がいればもう、うん。まあ村は冷静でよかったですよ。まあ俺がいない方がいい。騎士は8番です。8番新騎士。4番巨人。4強。炙り出しっすよ、騎士の炙り出し。うん。4番で精査しないんだもん。 まともなく戦えばいいじゃん。あの、7級の神技つけて、どうやって、じゃあ8番を黒塗りするか、白、強靭を引きするか、人狼にするか、ちゃんと精査してたら、まだ俺も考えたけど、出方面がやっぱり強靭だよね。あ、俺も8神決め字だよ。3番守ったら。でね、九7残ってたら、8番に9守り、7審、七釣り、9間も、ああ。の占い結果2つ聞いて、9神進行で行ってくれつって話かな。俺なら。 こんな感じ。うん。ただ村が飲まねえかもしんねえけど。<laughs> うん。8番らしいんだよね。ね。2、2番目の霊能方式で考えたら9万も、9万もでいいんだよ。一応9噛まれる可能性はあるからね。うん。一応ね、自分が釣り切られてもいいと思ってたら、9番乗らない結果を重視したらそれでいいんだよ。生き残りたいと考えた場合は、だから8番とね、 二番が変だって俺言っただろスーパースター言ってんだろあ、二番が変というか、八と七って変わった進行論言ってんだろ一か二の方が分かんねえだろって言ってな。そしたら二番は白い。二番は白い。三番だーって。俺、スムラの考察してましてね。でもよく見たら、あれ俺、霊能じゃねえかと思って。一 <laughs> 周目ね、スムラの考察してました。分かんねえなと思って、八と七がね、変わった進行論言ってんなーっていう感じの印象だったんです。僕の一周目。 変わった進行論、のおっぽくねえなぁと思ってたんですよ。4番がそこに喧嘩売ってくれてね、私ね、スムララだったら釣られてましたわ。4番狂人に。釣られてましたわ。<laughs> 悪いけど、スーパースターは絶対に占い行かないから。騎士と占いなら使い、悪いけど使い捨てできるの騎士だから。もう、例のと騎士はしょうがないけど。占いってそんなことできないんだよ。みんな占い結果大事だから。 占い結果がない、グレー精査が一番難しいだろ。<laughs> 騎士なんてロラすればいいし、霊能もロラすればいいだけだからね。占いが生き残ってる方が精査しやすいって、絶対に。6角白だ。だから5番も迷わないで、あ、7人なんだって迷,迷わないわけだから。数の色付けがあるから。うん、だから良かったね。8番がまあ、俺が生き残ってたらもう新規目打ち。 あ新規明字だよ。あ4番が気に入らねえとかじゃなくて、というか、まあ4番がセダしねえからもう、うん、8番の方がね、強人で出てると思えねえんだよね。急漏ルシンで見てるとね、あの、わけわかんないんだよね。8番って、強人としては、強、4番の方が強要さあるんだよね。4番の方が強要さあるよ。 5番も6番も驚いた。ゲロちゃんプロはね、この頃ね、一角役に従わない村人がいんのよ。自己中投票するやがいよ。それで濁っちゃうのよ。だから強烈なプレッシャーかけてでもやんないといけない。自由投票してよ5番みたいなやつがいれば濁んだよ。8番が怪しいとか言ってわけわかんないこと言って。うん。それだけで8番が死んだった場合に、最終盤面生き残った場合に、最終盤面生き残かわかんないけど。 5番が怪しいとかになって喧嘩なてんだよ大体もうそれ分かってっからめんどく、そういうことよ。村同士の無駄な殴り合いを避けるために、あこの頃気になってんだよ。あの、自己中すぎる投票。村の一角役に合わせねえ投票。ああ、勝負どころの場は別に自分なりの投票でいい。そのうちなんかどうでもいいじゃん。騎士なんかと正直騎士の。騎士のどっちかなんか。極端に言うと例のと同じく、 本当は審議した方がいいんだけど、俺は審議してんだけど。他の人の立場からすると、どっちでもいいじゃないですか。極端に言うと分かんなかったら、どっちの騎士っつっても、ロラすれば。最悪。最悪ロラ入れればいいじゃないですか。うん。うん。俺、強授っつってて、嵐かって言われたんだけど。 あのね、ヒルガンレイノンは占い行かない。あ、占い行くなら7番だよ。9番、8番に9番守り、えー、っと、4番が俺守り。あ、それだけ。面倒くせえから。あと、俺言わなかったの。7級審議つけると9番噛まれるから。100か噛まれるから。うん。そういうことだね。うん、疲れたわ、もう。 あれだわ。あ <laughs> あ、9番死んだって心の中で言ってるけど、それ口俺が口に出すとね、9髪が発生したらめんどくせえんだよ、もう。だから、とぼけーって。とぼけて強烈にあんなこと出して、出してる占い神にもわけわかんない。おかしなことやってる霊能でいいんだよ、別に。大事なのはね、9、9番と8番の方が死んだと思っているだけは伝えたけど、なんとなくは。 97をね、言っちゃいけねえから、あんまり。9番かまれっから、もう100%。俺が、あの、9番死んだって言うとね。うん。あれ我慢しなきゃいけないよ、多分。だって、レイドがそう言ってたら、急釣られんだから。邪魔だからね、多分、絶対そうなるもんね、もう。うん。だから言ってたろ、9番も。役に従わなきゃダメだって、時もあるよって。土日に関しては、味読んで、 あ5番もちゃんと冷静に考えてほしいんだけどよ。9とならで9は死んだらどか考えでも。で、8番白だろ。強靭であれ出るカウンターで日に作る。派なんですけどって話なんだよ。やばすぎんだろって話で。うん。で考えれば、4番の方が廊下強の人外の可能性が出方からして変なんだよ。不自然なんだよ。言ってんだ。俺も整合性取ってる出方の話したけど聞いてくんねえもんな。霊能がおかしいって。 ヒロちゃんの動画見とけ俺おかしい人じゃなくてね、この頃ね、あの初日はどうでもいいじゃないですか極、極端に言えば。ロラすればいいんだから、どっちでもいいじゃないですか。それを従わない奴がいて濁るんですよ。で、わかんないけど、8の人が例えば仮に生きた場合ね、俺が7つってね、8の人が生き残った場合に、5番が怪しいとかってな,なるんだよ。9番が5番ぐらいになってなければ。で、5番も、8番は死んじゃないってなるんだよ。で、見解になって、 あのー、双方がなんかこう戦ってる間に2番が漁夫の利を得るとかねよくあるんだよああそういうのがあるからなんかね感情でゲームする人がね多いなって昨日の俺の占い師の時もねあの盤面も死んで4勝目でほぼ出てるし占い先ってねミスリードしてる2人の村に白つけてんだぜ俺と女性の人の組み合わせでそんなことしたら勝てねえだろっていう占い先まで死ん初ゲーム死んだのに 出現してる占い師をしとみんなで。ほんとに、やばいと思ったよ、感情で。うん、や,やってる奴らって、ほんとに。感情でやってるんじゃなくて、ヒロちゃんって優しさでやってんだよ。5番6番が濁らないようにやってんだよ。無してんだよ。無だった場合に。この頃目立つんだよね、無駄な投票が。なんかね、わけわかんない投票が目立つのよ、この頃。変な投票が目立つんだよ。それでね、 村同士が分裂してる、なんかケースがね、結構目立ってんだよ、僕の中で。俺自体もそうだけど、なんで石を合わせねえんだろうっていう、こ,こ、ここのところどうでもいい場面で石合わせねえから、なんか投票的に濁っちゃうことがね、結構あってね。それでちょっと今日は、一角月だったんで。れ4番について、あのー、釣られたから釣るとか、そんな悪意を持って精査してないよ。 急が端しろだから、急番シーンだから多分8番教授に出そうもねってのもあったんだけど、そこは言,わ言,え言えなかったんだよね。じゃあそこの省いてしょうがねえから出方精査とかで言ってたけど、急のシーンをね、あんまりあそこ言っちゃうとね、急のシーンを言うとやばいよね、やっぱりね。 風でよかったね。部屋がないね。びっくりするほど部屋ないね。あ、占い心理は分かったから。うん。うん。あれだったわ。まあ、一紙で、あって刺したわ。刺したわ。なんとなーく。まあ、あの8番3タイプのはね、 自分がロラされても真守りたいと思ったらあれでいいんだよ。ロラされてもいいと思ったら別に22と同じだから。霊能ロラと同じだから。で、3日目に全てかけてもらえばいいっていう。うん。どうしても生き残りたかったら3守り。あ、理由は4から捨てるから。うん。4番の方に不信感を持ってるから、霊能が。強烈にあれやるかも。ただ、俺の投票だけじゃ無理かもよ。7番行こうって言っても多分、村が無理かもよ。8番に9守ってもらって、 8 9番噛まれたら、っていうことを俺は案は出すけど。村が多分4白だと、8番、4白だったから結果良かったかもよ。白見えても、8番のローまで追われたかもしんない。良かったかもね、結果的に。うん、難しかったけど。生き残りたかったら霊守り。ロラされても良かったら、あの、あれ。 こんな感じだね。うん。疲れたね。部屋がないね。<laughs> びっくりするほど部屋がないね、今日。うん。まあ当たっててよかったわ。七 <laughs> 7番がおかしすぎるっつうが不審なコード取りすぎるっつう、笑うっていうあ。でも楽しかったっすよね。部屋がないですけどね。はは。まあでも楽しかったですね。 ま俺、8芯決めようと,と思ったんだけどね、4番が精査もしねえし、8番、9番が芯にかけて、もう7番釣りから入ろうと思ってたんだけど、本当はね、あ7番釣り行くよ俺もうめんどくさいから。8番死んだったら9番おってもらったら2つ売らない結果落ちるから、俺は村視点が飲めねえだろうね、その代わり。村が飲めねえだろうね、7釣り。7釣り飲んでくれっかな ?1 番あたりでも飲んでくれっかな ?5 トログ多分批判するがね、5トログは。 5番強烈なミスリー起こってんだもん。2番が村だ。4番が死んだって思って、あの、そういう感じだから、5、6飲まなかったのかね。この辺がわかんないけど。あのね、2日目は多分ね、そこまで強烈に出せないね。うん。あの、7番行きましょう。これくらいしか言えないっすね。7番行かなかったら、あ、だここだは言えねえな。多分、無理だね。8、神決め打って7番から行きましょうとか、の普通な感じで言うつもりっすよ。 うん。多分無理。裏が多分ね、どうなったんだろうね。あれ561に聞きてえよ。二日目俺が出来残ってて、七番からの進行だったから飲めたのかね。五番はわかんねえんだよな。どっち死んだおがいんだろうね。五六がわからんのよ。一番は飲めたかもな。でも、ああなったらロラすんのかな、四白で。四強は結構あるけどね。そうなったら九番が死んだったから、 8番を狂人と見なさないで、真とみなして残しましたとかってまあ言うけど、9番真のロジックも立てて言えるけど、誰も俺の話聞かないだろうからまあ、結果良かったんだろうね、あれでね。俺がいない方が良かったんだと思うよ。ゲームが落ち着いてできたと思うよ。萎縮しちゃうっていうか、なんか俺の言ってることに多分5番とか下手すれば6-1が反発する可能性あるからね。うん。こんな例のなんか嫌だってね。 あ、本当の真意はね、今日ね、まあ、初日ってどうでもいいじゃないですかね、極端に言えば。役がこうって言ってるのに、ここに合わせない人がいることによって、分裂が起こってるんですよね、村の分裂が。そこが気になってて、結構。この頃。ここ、ここ一番の投票とかだったらね、ここ一番で、 気になってたのはそこなんですよね。ここ一番でなんか、番狼に置かない時点で、6番の狼はあるけど、6番狂人に見えるよねっていう発言はしてるから、仮に俺が6番狼もしくは狂人に置いてない時点で、二周目の発言で5番が大いさに見える、お前。 だけ6番が強靭かオカミか,分からんのにグレー一応、二郎取っちゃいました。90連で取れるかなと思って。<も>弱えのかなと思ったら、意外と、螺旋使用率二色が高いらしいですね。財関の割がなんか育ててると、それなりに結構らしいんで。二郎はね、60何年で取れました。年ただしね、投だ弾はね、俺はもう多分、僕です。 あれなひだ<の>多分ね、俺30年ぐらいしか弾けない。第一天井までやれ, 1> 1やれるから7000ぐらいしかないんだよね。1600だから、50年分ない。40年とかの利分で、50年ぐらいしか弾けない。それをなんかあの、西村が引用しいたのはちょっとあれだったけど。天井分もない。30年ぐらいお試しで弾いて当たんなかったらもういいわっていう感じかな。無告で取ります。 螺旋線やってねえから、あれだけど、なんか、原神って撮れる時に撮った方がいいなと思って、と思ったら意外と、 意外とね、螺旋、まあ、使用率高すぎるっていう、笑ったっていう。<laughs> 本当かどうか知んないけど、螺旋 <laughs> 使用率は高いらしいんだけどね。二郎がと笑ったんだけども。なひだはね、得ですね。多分僕。30連取れれば、ラッキーっていうぐらいで、ね、勢いで。僕で,で、なひだ30連回して、違うキャラを天井まで持っていく作戦かしかないですね。うん そしたら、その時に例の釣り切りもできるし、あのパンダ結果とかもなしに、8番が強人だったらっていう発言に関しては、何センスすぎる。<ー>どうした、お前は。だけど、じゃあね、シールドを使わなきゃいけない人たちも結構いるかもしれないしね。にモモ敵によって変わるんだろうね。ういいですかもう話のがくなってきました。 えー、やかるよだからみっかみコンキャラとかいない人とか目デルク使ってのんのかなカ重ねやすいからなのかな重ねやすいとかなのかなデルクとかはカザやすいのかねうん。ええー。 ああ、タイはアタッカーでよりはあれだよね。回復のあれとかだよね。うん。か、でも星、星4って全部あの星座を重ねてればまだ星6並みなの、本当に。俺のもね、武器も重ねらんないし、武器がじゃ引いてないから武器も重ねらんないけどね。二ロは素材が集めやすそうっていうだけ、特、あの、あれは。なんかの花は。 うん困ってんだよね。セノもやんなきゃいけねえ。セノはもうちょっとなんだけど、いなりと二郎やんなきゃいけねえって全然育成がままなってないっていう。うん、もう。おー、1層か。俺は、俺も多分ね、えー、っとね、9十11、十二だよね。十0層の俺も途中で終わってるよ。十0層のあの、 あ、しばらくやってないけどね。昔のあれの記録見ると10層の3問目か2問目くらいでね、ダメだった。だから、本当は螺旋用にちゃんと育成した方がいいんだけどね、生物とかちゃんと。まあ一人でやってんならまあ、うん、ニローが今弱すぎて、H、生物も何にもついてねえからすぐやられちゃうけど、ティナリも、<laughs> やられちゃうけど、まあ、ハイカーパーティー わ <laughs> かんないけど、法上のなんとかパーティーやってるわ。水草パーティーでやってる。あああああ大丈夫ですよああありがとうございますあの、もうちょいなんで、もうちょいだから、セノは、あと、多分、40ちょっとだから、多分ちょっとずつやれば、時間がないだけだから、セノに関しては。ゆっくりやろうかな。ありがとうございますね。ま機会があったらやろうかな。40ちょっとだから、 まあ、セノはあとゆっくりやろうかなとか、知ってるところだけなんかね、1日五2日おきに10個ぐらいずつ取ろうかなと思って。めんどくさいからね、と思って。いきなりとセノもやんなきゃいけなくて、本当疲れるなと思いながら。<laughs> もう、本当にありがとうございますね。いやー、本当に。あのね、まさか俺ニロを取ると思わなかったもんね。 まさがね、俺、二郎取ると思わなかったもん。だって、何がすり抜けて二十何年で出るからさ、迷ったんだよね。絶対90年以内に取れんだよ。な,あだな、ひなが控えてるけど、多分ね、絶対取れる時に取った方がいいなと思ってて、キャラクターって。無駄を省けるからね、第二天井の時に確実に取れるから、まあ、ノリで取りましたもんね、世界任務やって。ノリで。うん、あれほど、二郎いらねえってのに取った男だからね。 90連以内で取れるっていうのがね、どのキャラもね、そこまでね、いらないキャラってあんまりいないと思うからね。ネックなのがセノとニローが組み合わせらんねっていうのがネックだけど唯一の。うん。そうだね。うん。俺もね、確かに、そういうのは確かに大変だね。大変は俺はね、取らなかった。ここミがいたが、だのがあった。 来年で第一天井をらって、ここ身の次、多分ここ身だったんだよ。絶対取らなきゃいけなかったから。うん。当時はね、私はおかしい男と思われたかもしれない。イデン捨てて、ここ身を全てにかけた男だから。今となっては多分、螺旋使用率ダントツの1位というかヒーラーなんだから、あの、普通の超過金税じゃない限りは、あの、圧倒の、あの、使用率1位ぐらいのレベルになると思うわ。だって楽だもん。うん。 本当、ラグダンもいると。うん。クラゲが本当に適当にやっててもできるからね。うん。まあ、ずっとね、私はそれの関係で後で撮ったわ。あ,あ、ナヒダに関しては、まあ、何か強烈なのとかぶっても基本的にナヒダ俺取るわ。うん。取らないと多分ね、完璧完成しない。もう2ロ取っちゃったし。2ロのあのパーティーの草パーティーに多分ナヒダが必要だと思うわ。完成系が。 絶対,絶対取んなきゃいけないなと思って。ここは取らなきゃいけないけど、復刻ないっすね、多分。第一天井分が、第一天井いたら、よいた方がいいんだよね、よほどのレベルの。うん。個人の自由だよね。バーバラ島ここ見って、どう考えてもここ見のがすげえ便利すぎて、暗がでとけば勝手にポンキーしてくれるしさ。水付与してくれるしさ。 うん。あと、か、あの、回復が本当に楽だよね。いちいちあの、なんとか像に行かなくていいし。うん。いちいちなんとか像に行って回復しなくてもいいし。旅をやってると本当楽だよね。うん。卵焼きが減っちゃうけど。うん。旅してて絶対ね、美化金とか無化金クラスは、ここ見た分絶対必須だね。で。言いた方がいいよ。もう本当はっきり言う。うん。 ライデントがカズファは敵を倒すときに楽になるんじゃないってサポート的に楽になるんじゃないぐらいのもんだけど。不動のレギュラーだもんね。うん。うん。不動のレギュラーよ、不動のレギュラー。不動よ、不動。外さないよ、ヒロジャン監督。ここに外さないよ。うん、出て外さねえもん。めんどくさいもん、あと、旅をするのが。<laughs> うん、旅をするのがめんどくさいって言うね。 だから他のヒーラー出てこねえかなと思いながら、星あれで、他のヒーラー出てこねえかな他のヒーラー出てきてくれないと、お米を外すことができないっていうね。水じゃない道のヒーラー出てこねえかなと思って。危なく俺はアルフェド引こうと思ってた。ニロなんか多分どうせ呼べえだろうから、もう最悪、ヒットを取った時のことも考えて、あの、アルフェド引こうかと思ったぐらいだから。 世界任務をね決めて、もう取ると決めてやっちゃってね、やっちゃったらね意外と良かったかもしれない。強いか弱いかも俺よく分かんないんだけど育ててないから HP も低すぎてすぐやられるけど見栄えは良くなったのと意外と強いんじゃないか疑惑があるんだけど意外とあれ意外とダメージが当たってんだか当たってねんだか分かんないけどあのあの反応草の反応自体がなんか勝手にやられてる感じだよね知らない間に。 ダメージ入ってるのか入ってないのか分かんないんだけどっていう。うん。こんな、こんな感じ。うん。多分ね、課金してる人とかね、は、まあ、ね、で、本当にちゃんと、まあ課金してまで、本当にあの、あれまで使って育成してるような人とかだったら重ねてるとか、力もほぼ取ってるとか、課金重ねてるとか,か、武器までやってるとかの人だったらいらないかもしれない そもそうも雑魚的ですら強すぎるから速攻で終わるっちゅうクラスだったらヒーラーいらないかもしんな、ね、い。そういう人は。でもね、あまり美化銀だとか無課金だとかそういう人はね、多分あのいた方がマジでほんと便利だよ。うん。外してないもん。不動のレギュラーだもん。唯一。もう、もう、もうキャンプからもう、あの、ここのポジションはあの任せたっていう。 うん、もう、言えるっていう。もう、あの、あの、あれだね。絶対外さないもんね。不動のレギュラー。旅が便利になる。うん。火力があるかねいかって言われるとよくわかんないけど。水の反応とクラゲの水の反応となんか組み合わせりゃよくねえから作戦だよね。そこに回復も乗ってくれるから、一応。 それがいないと多分、だってセノも耐えられないもん。クラ置いといて、セノの技出してっていう感じだな。その間に倒してもらうとか。通りがいればより確実に、あの、セノのパワーが、セノは守られるけどね。セノはね、ちょっと情報攻撃ができるのは便利よね。うん。あの、秘境の敵に倒し、秘の敵を倒しやすいとかね。セノは。 色をきちまったからせのを使う機会がなくなる中最大のデメリットはあるという、まあ、ちょっとずつダめようかなと思って今忙しいしね7番ごめんこれミスってたわあの1回目1回目は投票しなくて決戦でッたのか,トのか申し訳ない把握もらしましたダヒダは多分取れないですね30年くらいは引けるんじゃないかな大丈夫でしたいえいえ 調整で50例くらい引いてもいいけど。これ、まだやるかと、なんかルーマスなっちゃったけど。第一天井を超えちゃったら、第二天井のことも考えなきゃいけないからね。はい、さっきはごめんなさい。始まってもありがとう。やります。すぐらい黒かったよね。<laughs> 次は頑張る、はい。4です。6番さんどうぞ。はい。あ、すいません。あの、抜けます。ありがとうございました。誰だね、でも。さん助かりますあ はい、8番です。ちょっと痛いなあ。僕も落ちますね。さんまさん、きよさんごめんね。ちょっと最後勝てんかったわ。お疲れさまでです。8番さんは内容すっげー白かったっす。ありがとう。えナギーでは取れないけど、大体神復刻だからね。ウェンディはもうちょっと荒れすぎて、カズンも取ったから無理くり取れねえんだけど。 まあこの頃我慢して、ひだりとかも使わなきゃいなくなるから、弓をついに使う日がやってきたわ。はい、8番さんじゃどうぞ。昨日通常ガチャで7が出たもん。6番さん、じゃらどうぞ。七じゃねえや。ももえ、七だよな。モナが出ろって思ったら7が出たわ。七使わないし重ねても。武器にして欲しかったんだけど、7か武器にして欲しかったんだけど、通常ガチャ。し守武器にして欲しいんだけど。 7四5年まで行って、これ武器なんじゃねえかと思ったら7が出でで。僕はコインがなてす,すませんが。7って使わないからねえと思うんでど。そうあたりはまあ、規制してないんで。もしやりたい方いたらどうぞ。重ねてもなんか強いのかっし場合はまあ、申し訳ないが、大神地に地上、千葉、ここ見ちゃったら使わかもしれない。まあ、ししあれでもこう見たら使えるかもしれない。から質問ある方どうぞ。持ってないモナカ、アナネル関係のティナリーか武器が欲しかったわ。はい うん、武器が欲しかったわ、一<や>番。字5武器ないんだもん。初期の星5武器でいいから欲しかったわ。カ、うん、チャはね、もうほぼでいいと。うん。まもなくゲームスタートです。身分を確認してください。星4だけだと弱いもん。重ねられるメリットはあるけど。目を閉じてください。 ユニットユニッっていうチャットは置いとくけど。まあ、打たない人もいるから、今日ね、いきなり初戦でね、チャットも打たないでいきなりね、自爆された。<laughs> はい。はい。ジュニッぞ。うん。だってさ、誰がみんな察してるだろ。俺の狼ってさ、適当じゃん。 俺の狼って村の時の完成度と違って適当じゃん。うん。村はふざけながらでも最後にピタッとまとめ上げるっていうのが、まあ、ヒロちゃんという感じだけど、狼はもうともとやりたくない人は人はや無理くりやってるからもう、あの、奇のね、勝利をね、求めてね、昨日もね、ふざけながら勝ったよ。騎士がね、熱造しながら釣るんだって言ったらね、俺もそれ乗っかってね、熱造しながら釣りましょうって言ったり、冗談言ったりね。 朝が来ました。レノに紹介したりしてなんとかったよ。遠服で出てきた占い師が悪いけど、2日目にね。うん、3番、のプレイヤーは発言してください。さいはい、はい、私に、ね、お願いします。占い師9番さんランダムシロ、9番さんランダムシロ、はお願いします。そうだなあ。レ、ま、ノ、あ、さんは 私の位置でもいいですし、そうだね。きました、ついに。あの、ヒロちゃんの代名詞。同時に出なくていいよ。えっとね、出なくていいからね。基本的に、あの、どんどん色としてほしいんで、あの、俺の人狼なんか。俺の人狼なんかね、原神で言うアンバーじゃないかよ。白黒じゃなくてもいいから、印象だけでもいいから言ってほしいかな。うん。 アンバークラスですよ。それでシエさん、ね、頑張るんでよろしくお願いします。あ,のあと2人忘れたけど。はい。そうですね。うん。3が9勝ですね。まず、そうですね。うん。難しいですね。まず、3番新進行でいくか。村が決めるべきですね。うん。はい。うん。難しいですね。うん。平和村になったら、5678、1人中にいます。二郎がいますね。 3番、9番がね、弾けて、私も弾いて。なのでね、人外は出ないでください。うん。ドン進行ならぬ、そもそも出ないでください。うん。ドン進行なんか求めてませんから。それよりはね、ドン行なしドン進行で、何も出ない人外が、平和村を作ってもらいたいですね。そして私を村置きしてほしいなと思ってますね。以上です。ほほ。 のプレイヤーは発言してください。まあそうですね。うん。三番さんの占い師に関してのまあ初週の印象はなんていうんだろう。なんかこれごめん完全に完全にフィーリングなんですが、なんか3番さんって若干なんかそのなんていうんだろう。 まあ、怪しいと思ってて、その様子がなんか若干その決められた進行を言わなきゃなって感じたぐらい、本当これはフィーリングなんですけど。で、4番さんに関しては色落ちがないが、2周目の発言が伸びなかったら4番さんは釣り位置になるかなって思っている現状。以上。6番のプレイヤーは発言してください。村人陣営です。えっと、3番さんが、 言わなきゃいけないことを占い師としてね、言ってるような印象なら、別に占い師もありえるんじゃないですかってことで、そのフィーリング精査っていったかと思って、いらんなと思いました、4 5番さんに関しては。で、4番さんに関しては、まあ、5番さんが言うとおり、2周目もそんな感じで、釣り位置も全然入ってくるよってところなんですけど、その自分を白起きしていいっていう表現ってあの、どういう表現だと思います、皆さんって。自分を白起きしてほしいって、何を思ってたときに喋るかっていうので。 なんか、ラりもないと思ってるんですよね。あのだから、その4番って全然良くない、あれだなぁと思ってます。はい。あと、言ってる内容が全然分かんない。自分、村置きしてほしい。なんかね、感染が3、4ローロを知ってる感じの方だから、ね、かね、もう、ずっやろう。死ロのろやろ、死んのろ。

要は、白ろ出してるっていう状況の中の、うん、一人をはじいたっているというのが僕、全然わかんなくて。村ラントがもう、<で>もこれを無駄なキャしてるのか、る分キャラ,キャラ、えー、あるいは、強人として発言してるのか、あるいは、怒として発言してるのかって考えたときに、一番否定できるのが村なんじゃないのっていうふうに思ったんですよ。で あのまあ、同じくらいで狼じゃないのっていうふうに思っていて、教授でもそれでもそんなに目立つかっていうのはちょっと思っているから、本当にプレイ要素に落ち,ちゃうんだなと思って、4番さんが結果、えー、除外ですけど、えー、とレーカー片白じゃなかったら、えー、と釣りでいいと思っている、見られないという理由で。8番のプレイヤーは発言してください。 死んでもられないし、死んでもらえないしで、ね、急に白が刺さってます。早くの方お願いします。はい、あの、プレゼントありがたいんですが、あの、これ、あの、皆さん見たことありますかね、あの、もうね、これ、あの、天のあれが入っているらしくあのさ、あの、人狼に対して、あの、マイナスをやってくださる方なんですよ、これ。 太、えー、あの,対抗の差があの人狼だっていうのは、私、人狼っていうか、人外だっていうのは、俺分かってたんですが、それはあのもう4に対してもマイナスを置いてるから、もう4が、もう明らかに4の発言の中でもね、差を死んでみてって言ってる、もう人外師匠をしてるようなもんなんですよ、4っていうのは。はい なんか、さオシンシンコでくかとか言って、何言ってんだよ、お前って話で。あのさあ、のしちかあのさあ、えー、っの8番って、同じ立場されてそれ言えるーそれれーローで。それを言ってしまったら、もうゲーム性が崩壊してるけど、それを言わなければゲームでいいんだけど、いいののあの、ちゃんとやってくんねえが面白くねえから、もういいよ、もう。 それを言っちゃったらゲームになんねえだろうよ。もう、シンロルが行くから、もう。で、9番ってものすごい。するんだったらね殺すでしょ。う。なんかそれに言ってるのは、それを言ってる六番はまあ、まっとうに見えたし、なんか七番が六番に対して、なんか変に言っか,かかろうとしてるてのに。4番正しいことてるでしょ。ナシドン信仰だよ。ナシドン信仰。神教人、村、で、なやるんだったら村でしょっていう理論だっけ なんかよくわかんなかったですよ、7番の言ってることって。8番がなんか4番のことをなんか <laughs>、そんなに執着するのは何だったんですかね。8番が死んだら、なんかちゃんと考察してほしいなと思ってますけど。はい。まあいいでしょうよ。まあもうほっとこうよ、もう。ね。その他の考察していこう。1番のプレイヤーは発言してください。まあ、さいお願いします。まあ、僕、 好き嫌いで人狼やってるので初日八番さん釣ります死に票になろうとこれは僕の流儀でして嫌いな人から釣っていくんですよ僕 <laughs> なので八番さんから釣ります失礼します 2> 2番 のプレイヤーは発言してください、はいまあ、初日、一緒によろしくお願いします村人寺院です好き、まあ、嫌いで進路できればしないでくれませんか一番さんって思うわな,いあなんか天の声入ってるみたいだけど三番四番ロロってわかんない 逆にそれはすごいと思う。えんの声入ってんの。まあ、でも、ちゃん。俺、俺、単の声入ってんの。はい。これ、どういう仕組みなの。俺、仕組み知らねえんだけど。えんの声入ってんの。俺も、俺も配信見てるだけでしょ。九番か。だから、いい。記事で出てから、占いだから。もう、いしめ、素直なことを言ったと思うよ。素直な感想を言ったと思う。やろう、やろう。三番次第。ちょっと厳しいかなっていう印象。っていうか、八番がいるから、ゲームになんねえから、もう、早く終わって、しのるで、早く終わって、みんなは、一応楽しまして、終わろう。すみません。 8番の人はね,、はい、んねこんなこと言ったらゲーム崩壊しちゃってっから他の人も一応ゲームしたいんだから、はい、3と4にギフトが送られても別にあごめんもう出るけどで狩人なんですよさっき出ちゃうわうんだからまあ一応ゲームの手は取る、はい、くらいかな、はい、以上ですで2番が想像なら俺もゲームの手を取ってあげるよのプレイヤーは、うん レイノさん。え出てないでしょ、レイノ。え聞こえてるやんな。<laughs> ああ4番さん。はい。ね、太鼓いないよね。はいね。ね盤面固定でいいですかうん、いー。ういー。どうしようかな。ってなったらね、9番さんはね、白持ってるからね、4番さんからなっちゃうかな。 カリウドも出てくれてるしね。うん。で、あらら。あらら。うん、キューバーさん、教授もなくなりそうこれ。なくなりそうだね。4番さんがいた教人か。まあ、人外かっちゅうことで。うん。まあ、4番いきますか。4番のプレイヤーは発言してください。はい。私の流儀ですね。鉢釣りですね。 うん。まあ、3番でもいいですね。3、8でね、強路出てますね。8番ね、あの、ありえないこと言ってますね。感染が適当に投げてるんだと思いますよ。適当に予想して。それだけでね、えー、ね、4番が黒いなんて。ありえないでしょ。まともな人って発言聞いてたら4番っておかしな発言してんだから、4番が地ラドと思ってギフトを送る。当たり前でしょ、感染が。こんな話聞いて4番を村で置いてる感染いたらやばいでしょ。でも私村ですね。 まあ、例のに出てほしくて、やりました。俺が 3C を作る。私の竜技ですよ。38釣りましょうよ。と言いたいですけど、グレーいきましょう。グレー釣り。9番、2番、男の勝負しましょうよ。1番弾いて567。1番かっこいいっすね。俺の竜技だ。8を釣りたい。竜技だよ。567行くぞ。以上です。五番。<laughs> 適当にね。発言してください。うん。まあ。 まあこの話する必要はないかもしれないが、8番さんはまずチャット使っちゃダメだし、8番さん視点、メタ考察に入ると思うから、その普通に占い師としての考察をしてほしいかなって思っている。今日は4ずりでいいでしょうっていうところで、おおむね同意で。うん。まあ1番さんの色がおか、まあこれ、本当にやるかどうかはまあマスターさんに任せるが、 若干メタ考察が入り始めている時点で若干やる気を失っているが、あとこれ三番さんと四番さんの評価が下げられちゃったのがちょっと可哀想かなって思ってます。以上。六番のプレイヤーは発言してください。お前がメタ考察とか入っちゃってやる気なくしてるって言ってるくせにお前が三番四番のあの魅力下げられて可哀想だと思ってるとかゲームに関係ないことべちゃくちゃ喋るんだ。 ゲームをしたかったらゲームしたら3番4番、人外で見てる3番4番ゲームしてんだからゲームしたらいいんだよ人狼やっなんだから別にゲームしたらいいんだよ人間性として正直に喋った結果それなのなんんかちゃと2番がゲームするからゲームした方がいいってゲームしてゲームしたらいいじゃんゲームの中でしれっと3番4番すればいいんだよ終わるから ああ3番のためにもこれがいいかなと思って、新郎郎で早く終わった方がいいでしょ。会議名分立つでしょ。4番が黒かったっていう。4番が変なプレイした。だから早く終わった。自爆するわけにもいかないでしょ、3番のやる気あんだから、みたいだから。会議<う>名分が一応これで立つんだから、3番も。ギフトを送られだし。ししててててほいいいのののっっっ役役がありえな,いなて役って白証明できるからでの騎士っていうのはねで占いも自分を白起きしてくださいなんて。 村を置きしてください。言う必要ないから。よって4番、占い格差必要もないような状況だったことから、確定の人外として落とせます。あと3番も、人外かな。なんかとりあえず4行くかって、なんて感じやし。そもそも考察してないと思ってるから。あの、こっちは占いの精査しなきゃいけないけど、占いから見るとグレーの精査しなきゃいけないのよ。わかるだから、まあ、4つって、 3八ともに1裏なってみて5番か1隠しろできた場合強いしあの隠しろできんかった場合でも、まあ、1番の精査できるからあれだけの発言やからね1番でその進行もあげないでね6番さんの言いたいことも5番さんの言いたいこともどちらもわかるなって 思いつつ分かるなというよりはああ、そういうお考えもあるんだななんていうふうに思ってながら聞いてました。えっとまあ、僕だとどちらかというと、あの6番さんがそういうふうに思われるのがすごい強いなって思ってて、<あ>まあ、みんながやってるんやっ、ね、あの僕はどちらかというと、5番さんのよりです。あの考えたくてなくても考えちゃうんですよあの、余計にそういう話が出ちゃうと。もう本当ににに普通に純粋に 人狼楽しみたいんですけど、野良村でなんかできたらいいなあなんて思いながら、こう村探しながらやってるんで、まあ、その話をつらつらしてる時点で、六番さんがイライラっていう話も。わかるんですけれども、まあ、それでも,も、どうしても入っちゃうんですよ。あ <laughs> の、考えとして、僕、あの、四番さん、三番さん、つって、終わんなかったら、八番さん、つって、明日考えますっていうぐらいです。もう、犯人探しとか、いいです。あの、前村にいた人は信じてます。っていうぐらいですかね。はい、以上です。八番。のプレイヤーは。 発言してくださいください,いやねそうねあの最近ね、こういうなんか方がいらっしゃるんですよ、あの天の声というか、天でなんかやってくださる方。それは、あのー、なんかだから、あの俺はねあの皆さんの人狼のさんのためをもって言いました。はい、配、は、送、い、にした方がいいんじゃないかと。はいであまあ俺的にそれを知ってたから、あ,あ,のあこれは配送なんじゃねっていう意味を込めて。 はい、俺、占い師なんですけどっていう感じで、一緒目ああいう感じになっちゃいました。はい。だ、ま、か、あ、ー具合精査とかしなくて申し訳ございません。はい。そうですね。あの、具合精査すると、あの、5番さんっていうのはね、あのー、その、若干、あの、決められた進行を言わなきゃっていう感じの怪しさを感じたっていうところと、あの、四は、なんか、釣りなりって言ってるところで、あの、俺が怪しいなって思ってたの思考が合うなって思ったんで、5番さん、 ななんか白いなって思っててて思、えー、でも2周目の6番さんも良かったんですよね。た5番さんに向けたそのあの人間性が合うなんていうところで、5番さんに対して殴ってましたが、えー、あの6番さんが、 あの言っていたその1を占うって1がもうマジで色見えないなここを占いで占いたいなって俺は思っていたんであの6番さんのそういうのはいいなと思いましたはーいで7番さんは7番さんあの5番さんとねあの俺は分かるよっつってあのメンタルがね強くないからっつってあーそっかそっかって感じですはいだからまあそうですね現状34で見てます9番のプレイヤーは発言してくださいはーいまあ好きにやりますね まあ、そもそも2番が騎士で一角してあのゲームの対応を取るぞって言ってんのに意味わかんないメタ考察をしようとしたマナー違反のやつらが何人かおるんで自由にやりましょうよ。そうだね、8番がオカミで4番のオカミがあんな行動してるから8番がサチ投げて敗損した方がいいよっていう可能性を負った4番8番ローローありきで今日グレー考察を2番に提案します。村は2番に従ってください。同票になった場合も2番の票に合わせてください。今日グレーズム強いでしょう。 うんゴール一番あたりからつろうよ。ダメだまあ六番端で一五七の二本ランぐらいら。ああ五七でいいよな。五七がね、五七八も問題点は<で>ゲームをしたい人がいいんだから。四番強人でやるのはちょっとあれなんだよね。あみんなメタ使ってるんでやりますけど、四番って意味ないことしない人間なんで、四番八番ロロあり,ありきと、四番強人で仕事しにない可能性十分ありますよ。うん。多分俺のね配信を見てねあの嵐が多分。 オカミの位置を知らせているけど、俺オカミやりたくないから別にどっちでもいいんだけど。あケ <laughs> バさん二流ですね。俺,俺初めからオ,オカミ適当にやってんだけど、ね、笑うわ。ルール違反してチャット打ってるハチ釣りしかないんですよ。うん、ルールはルールなんでね。たぶルール守れない人間っていうのは、まあ、このゲームに参加する人間。た多分配信見てやってる嵐がいるだけだから、ほっとこう。 今日は8ずりしかありません、に番は。話ってさ、俺って、初めからふざけてんだけど。まあ、ここ初めからふざけてんだけど。まあ初めからふざけてるって分かってる,ルルるそこまで狼やる気がないってことなんだけど、<は>それで狼の位置を知らせてるっていうのも笑うよね。8番もちゃんとやればいい。はい、じゃあ8ずりですね。2番さんが別になんか指示をあおいでるわけでもないので。 りですね。二番のプレイヤーは発言してください 1>、まあ。1番の言いたいことも半分は分かるが、俺、チャット仕様を禁止してないんよ、ルールで。ごめんね、次からちゃんと禁止しとくわ。ごめんよ。今日は申し訳ないけど、四番に、あ四番を指定する。あ、別に、あの、ちゃあのなんだっけ、言語をまあ信じたわけではなく単純に、ね、俺がどちらもいいよ。3番も早く抜けれるだろうから、一応三番のためにもう大義名分になるだろうこれが三番の。四番を落として、俺は九番を必ず声するから、 9番4番から白が出たら38は必ず釣り切る。大丈夫かな。ただし4番で黒が落ちた場合は8番をどちらかというと新メ、はい、まあ俺は48ロロってあんま見てないんだけど、38に新強戦やったら8番が9番に白を重ねる必要がないと思うから8番新メるっていう進行を取ります。はい。だから申し訳ない気は4番で。4番が新やった場合は申し訳ないが、俺は9番を必ず越え進んであなたの白を見,見せてください。はい、うん。 あなたの白を見せろって言っても、真面目にゲームすんのかよ、2番も。<laughs> あの、ぶっ壊れてるゲームで、8が目タシにとってんだから、グレーから行くとか、ちょっとやってくんねえかなって思うんだけど。一応ね、あ、まあ、そこまで俺も勝手にこだわってないからいいんだけど。あ、狼だから適当にやってるから。初週から俺ふざけてんだけどね。<笑>,笑うわ。ほっとこう、ほっとこう。ムシムシ。4番のプレイヤーが選ばれました。 4番のプレイヤーは発言してください。はい。そうですね。まあ、ルール違反で8ずりでいればなかったですかまあ、2番チャレンジしてほしかったんですけどね。余計な謎の8番の陣外にメタみたいなの持ってたら、別に5、6、7のグレーからするという進行も良かったじゃないですか。で、遊んでから、私の新規ってんだったら2日目に私ずりでも良かったんじゃないですか。その辺がね、ちょっとね、あれじゃないなと思ってね。ちょっとお遊びしてもよかったと思うけど、うん、その方が面白いんじゃないかなと思うけど、 まあ、8番は悪質ですよね。うん。あの、点声がなくてただ単に感染が適当に投げてるだけっていう可能性が高いのに、わけわかんない。点声が入ってて3分4番のローを知ってるとか、そんなことあるわけないでしょっていう。うん。いや、そんなことはないですよ。はい。あの、8番さんは本当にちゃんとゲームした方がいいです。あ、通報はします。はい。8番は通報しますんで、皆さん通報してください。ゲーム性壊した人間はやっぱり通報した方がいいと思いますよ。はい。 夜が来ました。目を閉じてください。あのさ、もうさ、真面目にゲームしろよ。まともな人ってさ、黙ってればいいじゃん。感染が別に投げて出てる、俺の配信見て感染が投げてるっていうのはあるだろ。う。電光が入ってるとは限らないだろ。う。それを見て結局投げてるだけの話だから、ほっときゃいいだろう。別に。 あの、つまんないだろ。ゲーム、それを言ったら。メタ的な要素を言ってっから5番、7番が耐えてるっていう。1番も怒ってる。6番むすす感じてる。2級もそうなんだけど。8番がメタを言わなきゃいいんで。完成が適当にギフトを送っているでいいじゃん。メタまで使って、村陣営で狼がちゃんと試合してんのに、みんな8のプレイダメだからね。陣外がちゃんとやってんだから黙ってればいいじゃん。 人間がやめたいって言ったらやめればいいだけじゃん。人間がやってんだから言わなきゃいいじゃん。黙ってそこの部分は。で、精査サーで落とせばいいんだよ。じゃないとゲーム壊れちゃうからね。その点で始まって、あの、嵐みたいな行動してしまってるから通報だよ。他の人はいいよ。八番が悪いから。八番の連鎖反応のあれだから。八番の連鎖反応から引き,引き起こされてるからも7番のプレイヤーは、 い占い先いいよね、もうこれ。ですかっって思って思まよ、強これ。特に何もないです。391。でよ、まあ、1> 1強これ。すごいっすね。全然発言の内容は正直ごめんなさいあの。覚えてないです。これで黒く見るとかっていうふうに言われても別に僕は何とも思わないんで構わないです。 八番が悪いから、すべ、はい、て八番の責任だから、八、えー、番がどこおらないか忘れたけど、八が9だったっけ八番はどこだったか忘れたけど、八番は8がどこだったか忘れたけど、八番のらない先は忘れたけど、初日の。8番ーは8 8どこだったっけ忘れた。九だったかな、八も。八番九だわ。 できそうかなって思ってこんなこになっちゃったんで、であのマイナスをね、すごいあの人狼の方、下げられちゃうんですよ、こういう感じでね。はい。だから、関係ねえだろ,ろ,ろ、見ろ口なんてよ。それを言うのがルール違反だろうよ。3番、4番がやめたいっつったらやめればいいだけで、3番がやめたかったらやめればいいんだよ。俺は、俺の方から別に言うつもりも。 戦績気にしてねえやつが、村負けていいですが言えなくて、戦績気にしてんだのものすごいよ。狼に自爆しろなんて言ってるやつってよ。いや、もう八番蹴りでやった方がいいよ。戦績気にしてるやつの発言だろうよ。戦績気にしてなかったら狼に勝たせますだろう。やばいと思う。この人、本当にもう。こいつほんま。ほんま。てめえだよ。通報すんな。全員で通報しろ。四番のこと何言ってんだ。こいつは。 俺はこいつが4番がマジでガチ村でやった、なんかお遊び野郎なのかなと思って、利的行為だっつって通報したんだけど、てめえだよ4番。俺はローなんだからいいだろ。8番に言ってんだらマジで、タち悪いぞ。マジで。タち悪いっていうか俺8番に言ってんのが正論、正論だろうよ。4番クローゼット瞬間。こいつマジかーと思って。あの、 8番に言ってることって正しいだろ、これ。人格を疑うね、本当に。もう9番通報するわ。ううオオ9番通報するわ。ああ、これ、入ってるわ。こいつ入ってるわ。こいつ嵐かもしんねえぞ、これ。9番は通報しとくわ、もう。人格を疑うわ、で。人格を疑うのって8番に疑って4番の人ってちょうど正論言ってんだけど、8番が汚い手を使ってるよって。どこに俺が人格に疑われる要素があるんだろう。 どこに俺が人格疑われる要素なんだろうあのさ、9番も怪しいよ、こいつ。ブラックリストに入ってたわ。まあ嫌いなもんは嫌いなんで。人格を疑うのって、8、4だったら8だろ。100%8 だろ。4の人ってなん被害者だろ、むしろ。人格疑うレベルって8番だよね、どう考えても。ゲーム壊したの8番だよね。どんなにいい行動しても、やっぱ1割の人は、<laughs> 切られるっていう、あれがありまして。本当に9番とはまあ。魅力なんて下がったっていいだろう。何が関係あるの,の魅力値が。関係ないだろ魅力値って別に。なかった実力値の方が大事だろこのゲーム。ね、魅力値って何の関係があるのこれに。実力値だろう、2> 2<番>問題が。このゲームに問題があるのは。2> 2日目よろししくお願いしますこれはどうなんだろうなん。本当に2番もちゃんとゲームする人だから、もうありえないと思ってるよ。 振り切りでもいいけど、ちゃんとグレーが入ってゲームしろよ。もう八進で決める点だったらゲームになるだろうよと思うけどね。まあ、6番ぐらい,い。まあ俺自体はどっちでもいいんだよ。あ、俺自体はどっちでもいいんだよ。別に。だから、3、8、俺は、あのね、魅力値は下げられようが何だろうが金使ってるだけだから関係無視しとけばいいだしょ、魅力値で部屋が入れないとかはないから。まあ、なんか、占い進路路をやった場合、俺髪から入りそうやが。 二六口は関係ないから別にほっとけばいいんだよ。八番が一番悪いだろうよ。それで、2番もゲーム進行真面目すぎんだよ、もう。まどち834で4のシーン決めあの、陣外にも3番4番で薄す感じだったら、陣外も勝たすようにグレーから行くとかやればいいもの。<laughs> 真面目すぎるかなって。あ、別に怒ってはいない。これに関しては。2番に関しては怒ってない。はい。なんかね、ま、辛いよ。9番はさすがにやべえなっていう。ね 言っておくと別に魅力とかか全然気にしてないから魅力関係ないもん。たそうなんだよ。3番がゲームしてるから俺は何もりりで飲みますよそこは ?3 番がちゃんとやってるんだから俺がグダグダ言う必要ないんだよ。3番が降りたら降りればいいんだよ。3>, はい、3番が降りてないのに。6番さんに一貫性がないとか言われちゃったけど、僕は僕で普通にゲームしたかったっすよ、僕も3番さん。まあ。 今日3番さん釣るんですけどね。投票を始めてください。あの、もうプレイヤーとしてやばいよね。村のルール違反だろ、もうこれ、明確な。もう、あの、真面目にやってほしいわ、プレイヤーとして。8番のルール違反が発生してんのに3番、4番釣りますって真面目にやってる人たちって本当にやばいと思うよ。明確な3、8のルール違反が発生してんだよ、これ。3番のプレイヤーが選ばれました ゲーム終了村人のあのさ5番と7番で人間性大丈夫2級も8番が明らかに嵐だろ真面目に本当にもうありえねえだろマジでよ8番って嵐だろもう明確なよなんで君が決めてんのメタ発言までして狼がちゃんとやってんだから無視すればいいだろなんでそういうのがあるってわけわかんないこと言ってんだよ俺の配信見てただ投げてる だけでしょ嵐はだから嵐なんか無視しといて。 発言も問、はい、ありますか何か、オの相方が早く終わるか、シングルが黙ってるか、どっちからね。うん。まあゲーム壊れてるから、まあ役職が、ちょっとお遊びしてほしかったけどね。あんなガチに釣り進行しなくてもいいと思うけど、ガチガチの進行取らんでもいいと思うけど、進行取らなくても、シングルからすっ,ったら可視化くなんだけど、村の <laughs> 俺たち釣られて終わるんだけど。 何もなければいいんですけど、まあ、あったらしょうがないってことで朝が来ました、うん。あ、天恋とかもあったんで、なんか俺のきょ曲を流す。日またあっさり切ります、ここまで。オカミの試合からここの試合までの間のあれは。特に残す価値もない。番のプレイヤーは発言してください、はいそうですね。あのー、おかしな動きやめて、普通の発言セッサーにしたらいいんじゃないですかね。はい。 で、まあ、あの、占いもそうなんですけど、霊能も決め打つ努力はしたらいいんじゃないですか。はい。ノーシロラーをと言って、他人はノーシロラで自分は決め打ってくださいってやばいと思うんですよね。うん。自分、自分を決め打ってほしいといつかそういう時が来るんだから、霊能のね。他人も頑張って決め打つ努力したらいいんじゃないですか。縄を無駄にしない。まあ、まあ、あとはまあ、そうですね。あの、黒いと思う人に投票すればいいんじゃないですか。うん。 まあそれの繰り返しで、ね、失敗したら成長していけばいいんじゃないですか反省してとりあえずあのー、怪しい人を釣るとか、うん、っていう当たり前のことをやっていけばいいんじゃないですかあとおかしな動きはやらないがもうこれ何回も言ってるけどみんなが求めてるのは発言してたゲームだと思うんで、はい、7番のプレイヤーは発言してください 占い CEO です。占い CEO です。占い CEO です。はい、聞こえましたね。はい、占い CEO6 番白なので、もう今のところ要素は何にも持ちません。6番は強人だとも今のところ持ってなくて、もう精査ができないんで、進行としては、そうだな、まあ、霊能は出て、騎士は盤面、盤面が、まあじ、まか任せます、騎士に関しては。はい。とりあえず6番白です。はい、以上です。 のプレイヤーは発言してください。さいはい、お願いします。村人陣営ですね。うんとまああんまりその僕ね盤面であんまり精査してないんですけど、ただ7番さんのその6白を持ってて一周目から出てくるっていうのは正直好きじゃないですね。うん。 やっぱり潜伏した方がいいかなと思いますね、そういう時っていうのは。あとなんかその、6番さんってなんかその、まあ、例、ま、の、あ、決め打ち発言っていうところがあって、うん、まあ、なんでしょうね。7番さん目線で多分6番のことが例のに見えて、6に白打ちした、7番オカメとか結構あるのかなと思ってしまいました。はい。わかんないですけど。うーん。っていう感じですかね。 まあ、それぐらい今落とせるのはね9番のプレイヤーは発言してくださいまああとまあ7番が6白で8番が人間かどうかっていうのが僕には分かっていないぐらいかなうんでまあ前の人に触れること で、今、占い師、一人しかでてきていない状況で、まあまあまあ、村語り、うん、薬考札とかもありかなって思いながら僕は聞いてました。そんくらいだよ。って感じかな。えスラの語りあり、うん、まあ、あの発言で、おはようございます。まあ、どうなんのかっていうのはわかってないから、はい、ちょうど、今の現状、8番人間かどうかは。1試合や 状況正確に言うとね、一試合目はオカの方にいきなり自爆されてすぐ終わって、ねうんまあ僕はと、ね、例の,の,の試合でちょっと勝って、ちゃうまあ俺がいなくなったと村が勝って、その後オカミの時に、なんか、嵐が俺と俺の配信見て、なんか、ギフトを着て、ーてゲームぶっ壊れで、うん、その後だらだら部屋探ししてたんで、<laughs> ね、大丈夫ですよ。な まあ、21番目は、村んかね、粘着嵐が来て人狼を釣るからチャのルーンはできれば一番いいんだけど1人の連中の白を見れるんだから。うん。<laughs> まあ、ちょっと9番は2周目かな。よくわかんない。あの、どっちにも取れる、うん。村は釣られないけれども、ローラーしてる間に、まあ、占いは、えっと、2人占えるわけでしょう。 うん、その方が見えやすい時もあるよね。まあわかんない。で、と8が言うのはわかるけど、自分は逆にとって、6がのうのでしたね。睡眠不足だったけど、夜風に,たにしたかな、昨日、現役やっちまったけど、注射打ったところは肩が、まあ、まあ筋肉注射が痛いなぐらいのもんで。 熱とかはないです、ね。い占い師です。ラ、はい、ンダムで。8番さんが白です。八白はお願いします。まあ、対抗の7番さんが狂人なのか、狼なのかわからないんですけれども、まあ、それ八8番さんが拾ってたんだけれども、6番さんっていうのは、例の決め打ちたいっていう。アレルギーとかもなさそうまあ、7番さんが方オカ六な番さんが霊能人間がいってってそこに白いってグレーを広くできてる可能性はあるよね。<laughs> うん。 で、9番さんで引っかかったのは、7番さんがヤクすらじゃないかみたいな発言をしていたんだけれども、その場合って、あの、もしね、6 9ロー,ローとかで、相方が囲われてる場面で、7番が強人、強人に見えるけれども、ワンちゃんをクすらがあるんじゃないかって、だから、6が相方だからこそ派手た発言じゃないかなと思ってるんで、ちょっとね、2周目、しっかり聞こうかなと思ってます。1番さんに関してはまだ色落ちな 3番のプレイヤーは発言してください。は,さいはい、よろしくお願いします。占い師でした。1番3。ランダム白1。白把握お願いします。まあ、2と7が対抗で。まあ、9番さんに関しては気になったっていうか、2一番面が好きで、なぜなら村人が釣れるからって言ってるのが。まあ村人とは限らないじゃんと思ったぐらいかな。ぐらいというか。まあ,あまり印象は良くないね。 まあ8番さんに、番さんは対抗殴りをしているが、まあ理由として、番、しては結構薄いと思ってるから、ちょっと8番さんは難しいと思ってる。しかも2番さん、あ、追加しちゃったからこれ1周目追加なしだよね。じゃあ2周目頑張ります。えっと、残り60分のところで切ります。8番さんは単体で、えっと、7番さんって、 結果、色ろとしてないから、それは暴論だと思ったから、7866とか理想だと思った以上。4番のプレイヤーは発言してください。まあにょん。しようないです。まあ、8番さん、強靭かな。ほんでもって。 なんか占い師3人の話聞いてたら絶対なんか役すらする人いるんだろうなって誰とは言えないけどそう感じたので1周目のなんか精査が無駄になりそうなので2周目からちゃんと頑張ります失礼します5番 のプレイヤーは発言してください。さいはい、おはようございます。村人谷です。いくすらあるかわかんないですけど、村イシに関しては、S、が、抜けたの ?FA かなんかで、ね。発言、たぶんマイク入ってなかったか。ピッチャー苦しくなってんだ。暗黒時代に尖った。僕の表示にないと思うんで、<laughs> みたいな。 う6の発言精査する必要もあるのかなって思ったし別に6の強人もなんかあるのかなってちょっと思っちゃったんでまあ、やっぱ怪しいなって思ってたら23が出てきたなっていう状況ですかねで4番さんの8が強人っていう目線がちょっとよく分かんない役すらあると思ってても理由もちょっと分かんなかったんで4番さんが一番怪しいと思います6番 のプレイヤーは発言してください。はい、はい。ああ。ああ、そういうことなのね。ああ、なスラーで、あ、5が0だから、俺が出てくると思ったの。あ、俺、あのー、おばさん大好き人間ですよ。0決め打ちたい人間でただの、ただの村ですよ。うん、まあ、冗談なんですけどね、小番さん大好き発言はね。例の決め打った方がいいと思ってるから、うん、脳シローラがダメでしょ。 自分が決めってほしいのに人は脳死ですっていう人が多すぎてさ、それで負けるゲームが多すぎてさ。っていうか、9番ができたのじゃあ、1か2でもいいあ、1か2か3でいいんじゃないえ占い7白うん。九置いときで、2か3でいいんじゃないでは思いますけど、ここはまあもう7、7五ですり合わせてください。4番じゃなくて、8、1じゃないのこれ <laughs>。はい。はい、以上です。はい。 7番のプレイヤーは発言してください。いや分からない人間になっちゃったな。5、まあ、番さんが最終,最,終最,最終発言があるから5番さんに合わせるんだけど。ま、しれっとね、5番さん大好き発言入れましたからね。ヒロちゃんのノルマ達成ね。女性人間ね、教科集ね。<laughs> 教科集というかね、心の本音言っちゃいましたよ。冗談を交えながらゲームするね。<laughs> 見えてるな。一、二と三すればいいんじゃない、このゲーム。待て。四番って、一番を。巨人って言ったっけ。四番は村だと思った。あの。占いのスライドがあるから、一番が巨人ま、でにいいのか。三番のライン切りにも見えるから、三八。うん、どうなんだろう。 8番のプレイヤーは発言してく,いましてください。えー、っと、そうですねあの。9番って占い師を持っているんであれば、7番さんの,あの発言って、7番さんの,その指摘ですね、僕が行った、結構印象よく見えると思うんですけどね。でも、8番が人気かどうかわからないという曖昧な精査員にとどめているところが、全然占い師っぽくないなって。 っってていいうふうふに思ししまいましたね、はいまあ、あと、これね、えー、3番さんから言われたんですけど、7番さんが色をつうとしていないのは不当だって言ってますか、まあ、伝え方が悪かったみたいですね。まあ、だから7番さん目線でもうちょっと村に対してお願いとかパッションとかこう、村を引っ張っていこうとする占い師としての姿勢っていうのは感じられなかったっていうことです。それがちょっと言葉足らずで時間がなくてね、言えなかったっていうことだけなんで、そこだけは理解しておいてほしいなと思います、まあ。僕からしたらちょっと言葉尻を捉えられたなっていうところで、ちょっと。 まあ本当に感じてしまったところはありました、3番に関してはね。なんかね。うん、そこまでそんな変な解釈しなくてよくないと思っちゃったからね。はい、あと、2番さんに関しては、その9番さんが2一番面嫌い。で、6番が、あのー、その、例の君打ち発言が出たからこそっていうとに、じゃあ、9の間で6がオオカミあるんじゃないかって言ってましたけど、その場合って、じゃあ6番がオカミの場合って、9番が例ので出てくるんじゃないのかな、6、9ロ、ローだった場合って。 6番例の決め打ちって言ってるんだから。だから2番ってそこでなんか、その精査が出ないで、えー、9の相方、6あるかもしれないっていうのはちょっと違うなと思ったから、2番もあんまりしんないなっていうところです。はい。まあ6番さん、あの、アンサーしっかり返してください。あと4番さんってさ、あの俺を強人とくってことはじゃあ進9番のプレイヤーは発言してください。3う、はい、だけど、スライドがあると思うから、えー、8か1を強人と見た。別におかしくない。 白見え占いのスライドがあると思うから、8か1を巨人と置いたは別に問題ない。言ってるからね 3CO で置いて、8番に巨人で置いていたら、新郎6クエスチョンになるんだけど。なんで俺が、なんでアンサー ?5 番さんにアンサー返してほしいって言われたらアンサー返すけど。え、なんで8番に返すの ?5 番が、ヒロちゃんかっこいいって言ったらアンサー返すけど。てのパズルが 当たらない限り7番って<え>マックス強靭だから僕は出なくていいんですよ。ね。だから役すら懸念も兼ねていい。こんなの9番死んでしかねえだろ、ほぼ。知らねえけど。<え>7番に8番で死んだという、はい、軽く、そういう点でやればいいから、九するやつはもうやばいと思うから、だ。もういいんじゃない ?8 回1位だったら。1<番> のプレイヤーのるや,つがやばいと思うよ。ん4 C 目で <laughs> 難しいね。7しろ持ってたからこそ穴を逃がしたくなかった九しにも見えるよね。まあ、えっ、ー、と、2、3聞いて、昨日もね、自立4しろ目で出てる占い師が釣られるっていう、ね。まあ、しかもね、9はあんまり釣りたくないかなか。コードで、ちに、ね、で気になるのは4番で、ちね、なんでスらがあるとわかった じよねああ<ー>絶対入れるっていう村人二つに俺白すけなんで。いいるからじゃな死んでしかねえだろって言う、ね。妖怪種不能だろって言うのに白好きだのに。9は2一番面好きだって発言。4四一番嫌い,嫌いだよ。あれ昨日も俺みたいになるのに、ね。村が釣られるからって言ったよね。だから3はあまり聞いてないから、割と3に行く可能性が高い。はい、以上。 2番のプレイヤーは発言してください。現状、急遽賛同かなと思ってますね。まあ、キューバーさんが強人っぽいっていうのは。まあ、私の白先である8番にしか触れてなく、他のグレーセースが全くないこと。うん、だからね、ラインをね、えっと、切るのであれば、そこに触れるはずなんですよね。全然私の白先にしか触れてないから。 まあ私の白先に黒を打ちたい。えー、狂人っぽく見えたかな。3がロー。まあ7番がスラがあるかもしれないっていう発言を何人かしてる中で、あスラがあったらやばいと思い、えー、出てきた狼かなと思ってますね。うん。どうでしょうね。1番さんの囲いがあるのかどうかっていう話なんだけど、まあ1番さんは現状3に行く可能性が高いっていう。 発言をしていることから、あんまり初日からその相方を切る構造を作るのかな。うん。私はね、えっ、ー、と、七番さん、だからキューバーさんのおかしなところっていうのは、七番さんの、えー、と役すらがあるかもしれないって、だから、自分が七代を持っていて、えー、そこが強人だとは思わないくて、すらがあるって考えるってことは、 6級で相方が囲われてる可能性はあるよねっていう発言を残したんだけど、私。1周目に。まあ、4番さんも同じようなこと言ってたから、96か、94。もし9が狼だって、でも強人臭いんだよね。となると34あたりかな。34か 36? うん、強人目を出してる狼の可能性はあるけれども。いや、現状9が強人に見えるね。うん。ラインをね、全然見せない。 どこにも触れない、八にしか触れないっていうところから、はい、今日は三番さんっていは三三で黒落ちるんじゃない？三番のプレイヤーは発言発言してください。今日は九番さん言ってほしいなと思ってるけど、まあもし長が届かないようだったら二番さん投票する。それは五番さんのランテージ次第かな。はい。まあ僕は死んだから。 で基本的に怪しいと思ってるのは4番さん。それは1番さんが言ったように人外数が合わなくて、例えば4級ローローでやってて、それがあると思ったからかな。その他の精査も4番さんは残してないから、まあ、2周目の発言を聞きますかな。ああ。 9番さんがとりあえずおかしいことは言うけど、じゃあ9番さんって7白持って,てる段階下で2一番面で村が釣れちゃうからって言ってるけど、9番さんって7白持ってるんだったら2一番面でもグレー行ったら黒が落とす可能性が高いから。だから9番さんが白が釣れちゃうから嫌だって言ってるのが9番さんがまずそもそもおかしいところね。はいうーん 2番さんはどうだろうね難しいと思ってるけど2ローだったら2八ローローはあんましなさそうだなと思ってる。8番さんが7番さんを対抗殴りをしてるから2番さんって8番さん白を打ったら例えばねあの段階下で7番さんって占い師をしてて2番さんがオオカミの時って7が死んだと思って2が8に白を打ったら 7, の7が8占う可能性があるからかな。2番さんがローだった時考えたと。 考えたらただ,ただ番さん、8番さんって不当な叩きを7番さんにしてるから、2番さん目線8番さんがおかしいと思って、8白を打った2番さん強陣は多いにあると思ってるから、僕は今のところ94ロール、もしくは24ロールとか持ってるかな。以上です。4番のプレイヤーは発言してください。お願いします。まあ、そもそも、 7番さんがスライドするってわからない方が僕からしたらどうかと思います8番さんが強人2番3番進路相方どっかだと思ってました初日だから1周目の発言が、まあ、する意味がないって言ったのは今言った通りです 僕は2番、新切りで8番、冷たいんだけどね。3番、9番、精査でいいと思ってるんですけど。小番さん、どうでしょう失礼します。5番9番を狂人と見てるからね、2番。いず<今><ょ>でいいよ、しいや、だから、その8番狂人に見えた理由は何ですかって聞いてるんですけど。1周目から。 空があるっていうふうに思ったとして八番が狂人の理由って何なんですかってそこがわかんないんですけど七は何かの,スラ<で>の何すら兄さんを進路で見ていて八番の発言に違和感を持った狂人か人狼で見ていたというのが本当の組み取りをごさん 94っていう発言もしてる中で、に言うか39が進路。発言はふざけてるけどね。39に進がいる。おばさん大好き発言まで入れるふざけてるけど、組み取りはちゃんとやった方がいいよ。四番の。理由はねえけど、そういうに組み取らなきゃいけない。難しいけど、組み取らなきゃいけないのその話っていうのは、1聞いて10にしなきゃいけない。のよ自分の中で。生産自信ないんで、売らないし、2、3しかない。ダメだっつーの9いくつの ?2 番でいこう、まず。 顔が合うとこ行こう。いやー、常識で考えて9番って 4C 読めなんだから絶対二三だっても勝負の鉄則二三のシーンズローが9番を残すことが最善策だって確率的に勝つための。結構フィーリングも入っちゃってるんですけど。<か><で>勝つ可能性高めなきゃいけないよ、例の霊能が。ここは23だよ、絶対に100。で、二節つったら。 っていうのはまだちょっとあのさあ、インがちゃんとやってくれよ。ここ9番って4四目だぞ、本当に。9ってやつするからね、8から1のもう。4番除いても8から1で9つったやつ、9に入れたやつするよ。いや、もうふざけてるもん、プレイヤーとして。9、2、3でさ、まともなくなって9番いったやつなんかもう、ふざけてるよ。盤面も追えないやつなんかもういらねえもん、そのやつも。負けないんだよ、もう、そんなやつは。 怒りを覚える。そんなやつをゲームしてたら確率性がた、試合の勝率が下がるわ。大事なとこでミスをする。急がローかもしんないよ。2番がだって急遽と置いてんだからもういらないでしょ、まず。閉鎖的に。急ローでしょ、普通に考えて。た意外と3番釣られんの、これ。3番の方の新世界もあんの、これ。驚くわ。あのー、マジで2番とかっていねえだろ、1番。 ああ7番さん絶対5番さん、ね、4番ってまっとうだろうよ。あ,あ、5番さん,番さん番、ね、2番って急強で置いてんだろう7<指>ね。4番さ5番3。4ね。何、強人で出る人なの ?9 番が。いる、いなくはないけど、あなんですけど。うん、まあ、基本的には僕は9四94ロ働で2番3が強人で、例えばね、6番3もそこまでいろうとしてないから、2番3って、 多分普通に狂人として普通に考察したんじゃないかなって思ってるし、2番さんか8番さんにして。まあ9番をんでイメージできれば2強で3浪に見えるよね。まあ難しい。3番って3人目だから。2番さん狼だったときは、何かで囲われて,いて出てきた牢、3浪はあるけど、投票は集まりすぎな気ますけど。多分2番さんの段階で7番さんが対抗だった場合って、多分8番さんって7番さんを攻撃してるから、2目線8強に見えたのか、もしくは、

三番を狂人とも九番を狂人ともけないの人なけどっちにしてもでもやっぱりえっと一番さんが言ってるようにどっちも2点ローの人なんだよ普通に考える今で実は破綻してないいいかなと思ってるし <laughs> ちょっと難しいなって思ってる四点二に投票であれは二四ローが全然あると思ってるかなぐらい以上です 夜が来ました。目を閉じてください。いや、まあ9番が1つ占い結果を落としてくれれば、4と6占いっていう異次元レベルのことしなきゃ、まあ1か8の色つけてくれれば、もうじゃないやつするだけのゲームですね。はい。3ら死んだったらやばいかなっていう。2番だと、あの、3人目出る狂人とか4人目出るやばい狂,狂人も追わないといけないっていうわけわかんないあれになるんだけど。と <laughs>。 わけわかんないんだけど。一番は何かの偽なんでしょうね、多分ね。こう考えると。あ、ただね、三人目に出る狂人もいるよ。なんか、ちょっと前、いたよ。あの、はい。占い三仕様で、あの、同票にしてくれなかったゲームか。あの時はそうだったね。四人目に出る狂人も、まずゼロではないですよ、僕の言ってるの。ただの確率論のお話なんで。はい。あれも四番の話を汲み取らねえんだな。汲み取ればわかんじゃん。 二三進路、七番をスライドだと思った。だから八か一の教授がおったんでしょいいじゃん、別に。何か問題あんのって話なんだけど。その話に関しては、理由に関しては問題ないんだけど。昨夜死んだのは7番はい。ですか八ですかまともに占いってほしい。<番>あのさ、異次元レベルの占いしてんだけども。はい。八か一占いよ。 三番さんは僕、うん、強人だと思ってますわ。う9番さんはどこしようですか。9番さんが。いやー、8か1占えよ。うん、2郎だろうよ、ね。で、2番4から、か3番強人なんだけど、うん、そしたら。4番さんはおかしいですよね。えー、そもそも4番さん目線で2番が芯が来てる要素はどこだったのかっていうところと、あと8投票っていうのはそもそもおかしいです。あと、4番目線で、えー、3番さん気にならないんですかね。3番 四番三ん人物は24ローローもしくは94ローローると言っていう人物ないですけれども24ロロだった場合って2が8に白打って4番8を 3CO 状況下で強じんと仮説します普通に考えて94ローローだった場合ってじゃあ例えば4番目線でねあのなんだろうな ああいう発言をして9番が相方として出てくるっていうのはまあ可能性としてはなくはないと思ってますけど24ロールで見られたことに対して4番っていうのは3番に何も違和感を覚えなかったんですかねそれで2番の芯を切って8にいやあなたみたいに3の芯を切るのは正解じゃないですか4番さんと思いましたけどねっていうぐらい4番の発言が気になってしまいましたはいだから1と6の発言はしっかりこの後聞こうと思ってますがどこがあ,のあれだかっていうのを置いてほしいですね多分 まあズつて各強陣だと思って,てどうなんですかねまあ今日2番からいきますわはい、まあ、9番のあしあの占い結果次第って感じですね9番のプレイヤーは発言してください俺7番がやっている行動で6を占っているわけなんですけどもで8番3目線どこと戦いたいの1番を村置きしてんのかな で、2番が4黒だよ。じゃあ3番狂人ってどうやって見えたのかなって思いながら聞いてたんだけども。で、8番って初日9番行くって言ってたんですけども。え、大丈夫世界線が違うよもう。俺7番人間のことが知っているからって。で、4番がおかしな発言しているから4番は占わないですね。 大丈夫かな。ねえもう6番が隠し郎になったことだけしか捉えられてないじゃないですか。この盤面って。まああと一回占えるのでまあ大丈夫だと思う。もしかしたら俺噛まれるかもしれないけどね。 うん。ぐらいだよ。え、8番さん、俺に占ってほしいのじゃあ、占ってあげようか。で、2番釣りなんでね。大丈夫、4番、9番、ローローっていう世界線、どこにあるんですか ?1 番のプレイヤーは、発言してください。 あのね、んに行くって言って何で9に変えたかっていうとあの2番はもう強人でしかないと思った何であんな4四四目に出てくる強人がどこにいるの2番強人が9九だと思って4番目に出てきて真を勝ち取ろうとしている狼だと思って9を強人を期したのかなと思ったから9投票したで3四郎だったわけでしょ で、3の考察ね、2周目割と良かったんだよ。で、4の2の新切りは分かるよ。4白でしょ。うん、2番強人だと思う。あの、なんで棋士のすらがある前に9番って出てきたわけでしょ。なんで4四四目に出る新郎だったら困らないのって思う。 お盤面が見えるか、93、う、芯、んうん、に見えたんだけど、まあいいや。今日は2落としでいいかない。9が誰かに、あの、黒打つか白打つか分かんないけど、とりあえず仕事終わった2から釣るけど、2強靭に見えしょうがない。だから2の芯を切ってる4は自分はすごい村っぽいよ。2、うん、はもう芯切れると思う。<laughs> 四子用目に出てるんだよ。新郎郎だったらすごい強靭。邪魔してない。二番のプレイヤーは発言してください。はい、四番さん、黒でした。あの、一番さんも村なんだけれども、私は四週目に出てないですよ何を言ってんだよと思って、七番さんが出ていて、九番さんは潜伏をしていて、私が占い師で出てます。 だから二使用目ですよ、私。4使用目って言ってる。そこでなんか芯を切ってるのがよくわかんないですけど。大丈夫ですか ?1 番さん。私は2使用目ですよ。はい。で、えっ、ー、と、まあ、4、球ロなんだけども、4番さん釣って9釣れば、あの、勝ちなんですよ、この村って。うん。だから仕事終わってるから、芯の2番を釣るのはもったいないと思ってますよ。3番、強靭で。私ね、3、4ロだと思って4を占ったんですよね。 その理由としては、4番さんっていうのは、3番さんの考察で、24か94だっていうふうに言われてるわけですよ。4番さんは。なのにもかかわらず、3が2のシーンを切るって、2を釣りに来るのがおかしいなと思って、これ34ローでやってんだな、やってんじゃないかなと思って、4番さんを狙った。4番さん黒でしたけど、3番さんは強人でした。49ローでしたね。うん。だから若干利的してたんじゃない ?3 番さんが。結構。うん。 ご主人様を怪しんでたっていうだけなんだけど。はい。だから4つってもらって、まあ、3の芯を切れるっていうのであれば5番さん、あの4番さん行ってもらえませんはい。4いって9いって終わるんですよ。私も芯の占い師だから。私は2周目ですよ、番さん。1番さん言うと。はい。はい。では、えっ、ー、と、私は4番に行きます。あの5番さん、えー、と3の芯を切れるっていうのであれば、 にしようっていうふうに考えて4の黒を釣ってあのもらってっていうのが一番私はいいと思ってるんだけどダメかな私は真なんだよね四番のプレイヤーは発言,発言してくださいお願いします2強8九ロですねこれあの2番さんはなんか 3番と9番のご主人分かんなそうにしてるのをめちゃくちゃ強靭だと思って1番4番6番の精査全くしてませんでしただから絶対2番3が強靭だと思って3番9番にシンがいるのでそんな3番を余易に釣れる方がどうかしてるかと思いますけどね 8番、9番の理由は、8番3視点で4番がおかしいっていうのであれば、4番に指摘入れている3番はまっとうなので、8番3視点は3番投票ではなく、2番を9番になるので、新占い師潰しに来てる投票です。9番さんが出たのが4周目ですね、2番さんじゃなくて。 だからそもそも2番さんが9番巨人3番4番ローだと思って4番占ったっていう主張も全く通りません以上です5番のプレイヤーは発言してください,ださいまあちょっと難しいですけど28ローローなんじゃないですか9番3ん,んで はい、それが私の予想なんでとりあえず今日2番さんつってで9番さんは1番さん占いでいいと思いますよ。3番さんの白なんで1番さんっていうのは。そうすると1番さん白だった時に角白になるんで8番さと他占っちゃうと、まあ、黒見つけた時ですけど。 白だったとき、ちょっと迷っちゃうんじゃないかなっていうまあでもそこは9番さんに任せたいと思ってます6番のプレイヤーは発言してくださいまあいいんじゃないですか ?2 つって、うん、8が一裏になっても8キロだったら8つって終わんなかったら5番が2セラミしてたってことだから別に5番さんはね、攻める気はないです うん。素敵な女性は私は攻めませんから。反省世より説教なんかしませんから。うん。それでいいですよ。28ってことで、うん。2つって8。8黒なら8って。49、91だったら負けていいんじゃないですか。三ンバスタムラがあるんだから。2番って実質盤面破綻してるようなもんだと思うけどね。うん。3四4目とか4四4でいろい狂人って出にくいと思うけどね。っていう恐ろしい盤面になってたら2番がかわいそうだけどね。3と9の狂人がやばすぎたってことだけどね。はい。 あ,あ、いいんじゃないですか ?2.8 で。味番って2番いくって言ってたのに、投票って3番うん。ってことで、整合性取れないんで、はい。まあ、2.8で、はい。で、5番の言う通りします。以上です。はい。投票を始めてください。 二番。のプレイヤーが選ばれました。二番。のプレイヤーは発言してください。まあ、五番さんも七番さんも。三の二周目の発言を聞いて、シーンが切れると思って、三番に投票してるんじゃないですか。明日一番さん、九番さんに黒打たれますよ。 大丈夫ですか今日、シーンを釣って。まあ、明日9番さんを釣って、最終的にはきっちり4番さんを釣ってもらえれば、村、勝てます。それだけ言っとく。私は4を占って、4、黒出てます。3、4、ローが濃厚だったことから、でも3番さんが、えー、っと、白結果っていうことなんで、3が強靭。4、9、ローなんですよね。うん。だから、遠回りしなくてもいいのになと思ったんだけど。うん。 村目線はやっぱりこう、占いさん仕様って釣り切りっていうのは分かるけれども、うん、もったいないなと思ってますね、縄が。はい、着着いまあ、5番決めたから、僕が生産ミスしたわけじゃないし、頭痛いし、頭痛いってコロナウイルスじゃなくて、寒くなってきたから頭痛いなってわけあ,あ、いいんじゃないもう。 うん、こんな場面になっちまったから9番死んだらおいしかねえし、人狼だったらもうん、いいじゃん。5番と6番もそうだけど、し、5、6入っちゃってからもういいじゃん。別に5番さんが悪いわけじゃないし、俺も6入ってるし、もういいじゃん。6占いって何考えてだろうなっていうわけ、唯一。何考えてんだろうって6占い。始まるなら始まんでいい行こう。めんどくせえから。表の整合性は取れないから、唯一。ま、けはカメラから、おはと発明。うん 負けたら、うん、生産ミスしたら次頑張って生かせばいいし。割り切り、割り切り、割り切れないつの方があれだよ。するとかいらないよ、もう。割り切って次のゲーム行けばいい。もう、5のロックも外れないし、俺のロックも外れないんだから、どうしようもないでしょっていう。 朝が来ました昨夜死んだのは五番、六番、八番いきます。プレイヤーは発言してください。い理由ですかうん、盤面シーンだから。うん。盤面シーン。まあね、昨日の歴史上ね、九番はそこまでじゃないけど。 昨日いましたよ、観戦で見てて。盤面神発言神占い先まで神ーロード組み合わせ絶対ないっていう。圧倒の神があってね、圧倒のスーパー占い師がいました。ナンバーワン占い師。二人の村がね、スーパーミスリードマンでね、自分たちに白打ってんだから、その神の占い師たちってもう勝てねえだろっていう。業界人も行えねえだろっていう。そんな奴を釣ってる、ふざけてる村がいるんだよ。いいんだよ。あいつ釣って終わろう。うん。9491は勝ってください。はい。 5番が決めたから。うん。開けたら5番の責任にできるし、と言っても私は5番さんは攻めません。8番さん、アンサーしますよ。俺は5番何言った、うん、大好きと言いましたよ。だから8番行きます。以上です。8番のプレイヤーは発言してください。さいはい。そうですね。まあ、あのー、多分6番駄だと思ってるんで、まあ、6番が自分に来るんであれば、まあ仕方ないのかなとは思うんですけど、 まあでも9番はやっぱり2世でしたね。で、まあ、4番が、うん、4番の狼は硬いかなと思ってるんで、だった場合多分、どうなんですかね。まあ9、4、6、6、2強陣、3が死真の奥さんじゃないかん。まあでもで置いちゃうから無理やよ。これてて盤万面的にやられたって感だ。は番とのじゃん。絶対真はないと。 もうちょっと例外的な攻めされたら無理よ。3級に強靭がいるとから。って見えます ?6 番さんとか問いかけますけど、24ロロって見えます普通に考えて。24で4が8に対して強靭と置くんですよ。精査で3仕様で。ありえなくないですか、まあ、普通に考えて。5番も望んでくから8にと終わったら、四番その三番に違和が覚えずに2番新規って8番るって言ってるんですよ。うん。あ、確かに、ね。いいじゃん。 あと、9番目線で、あの、94とか、あれが、ないか無理だったらね、僕、エースなるし僕スもいない、ああ、戦もしてない、ああ、戦も打てはい、ああ、戦も打てない、ああ、戦も打ない、発言とは思えなかったのと、2番に関しては、えっと、6番、ああ、ドラフトで、えいと、戦に取らしなきゃ無理なんですよ、僕らは。3番に関しては、戦に、僕に対して、どうせねえから、一番、四番が8位行から、僕は7番さんに対して、しっかりと、 20面に対してこういうことが言いたかったちょってこと先生、落としたけど、でも思考の,あの転換がなかったからね、3番に。まあ、何言おうかなって思っちゃったけども、8番さんって、まあ、7番さんのことを偽視してましたよね。だから俺、8番人間がどうなのかっていうのがわからないっていう発言は落としてますよ。 で、占ったら8番黒でした。あと、占い先って6番がロークだったらこの村は届かない。2番、6番ローローもあるかなって思って僕は6番占いしました。で、明確に8番さんってどこにでもヘイトを向けている狼だなっていうような感じでした。だから8番の釣り先の3番さんっていうのは絶対的に え、強人って分かってなきゃいけない投票だなって思ったのが、8番さんのプロ要素。っていうことを村に伝えておこうかな。じゃ4番3目線、8番が強人じゃなくて人狼だったっていうことで、4番さんの主張が正しくなります。大丈夫 <laughs> ?2 番狼、8番狼。だよ。まあ <laughs>、 8番投票してくれればもう146各白だから8番って1番と6番と4番だったらってもう1番各白で見てるじゃないかそれも黒要素だなって思いながら聞いてました1番のプレイヤーは発言してください ク黒だと思うけどね。ただ、うん、なんか、どうなんだろうな。えっと、し <laughs> 私はあなたがこのよに出てきたなんて言ってないよ。ね、あなたは、九番に対のて強寄っ,っ,って言ったなの四ね、寄せないのでね。寄せなたのでね、寄せないのののせののの いいんだよ、それで。2 2女性の指示に従って負けたって別に悔いないじゃん。<laughs> 野郎の例の下が従いたかねえけど、番女性に行ったら別に負けても、5番に対する怒りねえじゃん 2> 番,2番がもう絶対偽だと思ったんだったら、2入れりゃよかったじゃん。悪夢決めるしかねえんだ、この番目。でしょ5番の例が悪い。そういうふにすればいい。<laughs> ういうのでも5番女性だからそんなに怒れねえ、うんだよ。野郎の例のだったら、あれだけど,たけど、うん、文句言っちゃうかもしれないよ。 まあ、四九のうせ8行くからもう時間の無駄。いいだって1番も8の六外れないでしょ。もういいよ。2>, <番>2、3のあれかもしんないけど、まあ9番のなかったね。無理。<laughs> お願いします。いやー、なんかすごいようなハチクロって。なんか9、6なんじゃないかなって僕思ってるんだけど。 待ってね、あでもああ、2入れてんのか。えぇー、どうしよう。まぁ、あ、一応、無村なら、勇気を出せない村だから、俺はもう、意味がないから、もう、急進で送って決めたから、もう、それでいいわって、いうだけのための話面倒くさいから考えんの。6番さん、狼か一1でも、九四でしんはい、終わりゃ、いいじゃん、もう、こん、なゲームは行い,いくわ 何考えてんだろう、うん、この村。投票を始めてくださいもうダメだわ、これ。決め打てねえ村ってもう奇跡だと思ってるわ。でも1番でも9番でも級4でもいいから早く終わってくんねえかな、こんなゲームを味つるしかないだろう、俺してもうよ。早く終わればいいもの。9番終わんねえしよう、この村よ。<番>安定進行を取って負ける村が一番 な９番のプレイヤーは発言してください。ああ負けでもこれ俺悪くないからね。アジクロなら悪くないからねもう。９番人間だし一番も人間なんで。一番４番なんて、まあ、もう。８投票してもらえれば別にいいう。うさ最終日まで行く意味って何があんのこれで？ロケ外れねえからもうどうせ。 負けたらいいだ、時間だろうよ、別に八いくんだから何ち話があんの、これ。もう一つあげようか。六番のこと考察に入れてな,きゃなかった。<laughs> ことぐらいですよ。そんぐらい。夜が来ました。目を閉じてください。二が死んだら四級だろじゃあ、三が死んだらどこなんだって話なんだよ。三が死んだら何級。優雅二のどちらがローなの。そういうのもないんだろう。 4級とかだったら別に盤面的に上手かったんだからそれでいいだろうっていう。粘ってやる人たちって何を求めてやってんのこれ。考えすぎて負けるが一番ダメだろう。もうファーストインプレッションでいいだろう。別に9番盤面シーンだからもうんで、8番2番でいいじゃん。もうわかりやすくもう。で、決め打てねえんだからもう奇跡だと思うわんで、4日目までだ打続で伸ばすっていう。 朝が来ました昨夜は誰も死にませんでした。俺はさあ、負けることを恐れてる人って奇跡だと思ってるよ。あなたは、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 あなさは、あなたは、あなたは、なたは、あなは、あなな あの2番さんは9番巨人3番4番オオカミだと思って4番占ったって言うけどそもそも僕が8番さんを巨人に置いたのは7番のスライドが見えてたからあのか絶対番目を動くこと分かってたし仮に3番4番だった時、まあ、今ないの目に見えてるけど人外相は合ってるわけじゃん3番4番だったらだから別にそれを言う必要ってないんだよね。 なんか8番さんがもし4番9番で追ってるんだったら6番さんは5番の責任するって言ってるんだから日和らず8番投票するよはい96の懸念があるので昨日9番投票しました6番のプレイヤーは発言してください 中心で置く村だったら8位って時短したらいいだろうよ。負けたら負けたで、それでいって割り切りができねえって奇跡だよな。4番が何 ?3 信用でスライドがあると思って、8か1のどちらかに強陣を置くってローなんてなあるわけねえだろうよ。2か3か7に強陣がいいんだろう。こちら、うん。ああ、進路で見てんのうん。だから、1、8をどちらか強陣を置くっていう、そんな考察、ローでしないでしょ。1番も多分番目審の9番に喧嘩がないでしょで。8番って2番、2番行きますとかって言っときだから、しれっと3番行ってんだから、球進で、 28労働って考えるべきじゃなあ8してんさ 9, 2番の死んだら94でしょ ?3 番の死んだらどこなのうん1か6のどこのあれなのあのー、もう割り切りだって割り切ったとて1か4には俺もう票流せないんだからさいやなんでこんな,きこんな4日目のダラ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 無駄にやるんだろうね1と4ってもう人狼なら悪質だと思うけどまあ俺8しかいかないようん8番 のプレイヤーは発言してください,ださいはいまあ6番さんから言われたんで一応、ンサー返すとすれば、おそらくあの僕って2番が芯がないなんて1回も言ってなくて、2番の発言のおかしいのは、6球ドンだったら6番が霊能決めるって言ってるのが9多、霊能出てるでしょっていう発言を落としてて、3番に関しては僕への指摘っていうのは不当だなっていう,うに感じてるって言ってるし、2、4、ロロってまず見えない目線でしょって言ってて。 それ言ってるじゃないですか、しっかり平等に偽予想。なのに、僕が1番に関しては、8番というのは2番さんを死んで追って言って、あの2番3に見るなら2番さんに行けようっていう発言したら、そもそもおかしいと思ってますけど、1番に関しては。うんまあ、3が死んだったら、おそらく、まあ、1が白になるんで、あんまり96には見えないんですよ。96だったら6って絶対9に行って、時短とかっていう発言しないんですよ。しかも人の発言を借りて、じゃ五5番のせいにしましょうとかって言わないから。 なん6番は外れるんで、1か4の勝負なんですけど、3、4ローローあの3の主結果が見えるまで3、4ローローがあったので、2番がそこで4くら打てるかなっていうのはめっちゃ疑問なんですよね。4番目線で顔面的に3、4ローロー、2強陣なんて世界線あり得ないって言うときはあり得るからねあなんていう。3、4ローローじゃなくて、9、4ローロー、2強陣っていう世界線はまだあり得るんで。うーん、まあ、だそこも疑問なんだけど、 と、だから、二番狂人が四ロ打てるかなんだよな。あいや、俺、固まりました。俺、二番。俺、二番狂人で打てないと、二番狼のわけがないと、二番狼が九番狂人ってしたら、つられるから。だから、二番真で三番狂人、九番狼の九四ロールだと思いますよ。はい。以上です。一番。のプレイヤーは。発言してください。うん。あっちでいいと思うけどな。九が。 言ってた8番って6の考察してなかったじゃんっていうのが、真だからこそ、ちゃんと聞いてて、そうだそうだ思い出した黒要素っていう感じで、言ったように見えるけど <laughs>、もう能の,のせいにしちゃう、自分は。昨日8に行きたかったから。それでいいんだよ。1番さんは同性だから5番に激減していいけど、私はね、異性だからね、5番さんに優しく何も言わないですよ。 まあ、ゲーム終わってからはね5番が悪いって言うかもしんないけど決めたのは自分だからもう 9, 9番が例外的な攻めしてたら無理だってもうん2と3が芯取れねえから無理だって23のどっちかの黒を吸わないと無理なゲームだったっていう9番が陣内なら無理よ無理無理絶対無理2番目に出てきましたとか言ってるからもう。2> 2 あもう8で、<laughs> 8で負けたらもういい。まあ、4、9、4、8のどっちかなんでしょこんな1番がニヤニヤ笑いながらローだったら俺、震えるわもいい、もう。も男性陣が女性に、いいあの、不信感持っちゃうわ、また。こんなにニヤニヤ笑いながらやるローなんていないでしょう、だから、多分一1じゃなくて4か9なんでしょうで ?4、9かい8いでしょ九番がね、2>, 2番に悪いけど、盤面の芯がものすごい強すぎてね、6入ってるし、もうしょうがないんだよ、もう、これ8だ。 どうせ、迷ってもしょうがないから、もう。まあ、4、4番だったら、スライドが見えてたってことにな,なるけど。いいんじゃないもう、負けなら負けて。1番がここまでね、ニャニャしながらね、8でいいじゃんって言ってたら、俺どうだったら震えるよ、もう。おい、4級じゃねえかよ。あ、4級ね、はい。 に進ね、九番がローね、はい、<番>盤面進ね、あ、しょうがないしょうがない。このゲームしょうが、ね、ない。え、四番ね。まあ、二八ローラ、三番が狂人で、九番進ん置いてるんでしょこの村。当たった場合さ、さじゃ、二番がさあ、九番狂人といい。四九でしょう、多分、これ。二番が9番狂人で、もうしょうがないよ、これ。あの、例外的な攻めされてるから、無理よ。九、ね、番がおかしいな、攻めされてるから、無駄、ね、目線ね。ってなった場合に、に進だから4だだ、ね、四<も>番だったんだね。まあ、いいんじゃない。 負け3からずらねえんだってもう三3番がシーンだって。2番強人の。まあ1番かもしんないけど、まあいいんじゃないけ負け二番シーンの世界。ミスで。まあ思い込み、6。4番だったんだろうね、多分ね、これね。だから2番がシーンだだから7番が余計な仮面とかしないんだって、有利になんねえんだってもう7番かまれで。 グッジョブも怒んねえから手がかりも減るし、スライドとかはしないんだよ。だから変な動きやめろって言って変な動きするやつのせいで曲げるっていう。スライドするやつのせいで曲げるんだよ。なかったら勝ちだろ、こんなゲーム。9番が出てこねえだろうよ。3シーンめぐらいだろ。4シーンめで出られてるんだからもう無理だろ、これ。7番のやってる行動で2番か3番のシーンが下がってるっていうゲームなんだよ。7番が悪いんだよ。こういうプレイヤーが悪いんだよ。だからやめろっ,つってんだよ、もう。 狼に盤面を利用されるから変なスライドはやめろと言ってんだよ。狼に盤面をよ利用されちゃうから、だからやめろと言ってるんだよ。7番が悪いんだよ。おかげで9番がローでやってんだよ。多分。2残で。まあもう無理なんだよ。7番がやってることで9番が人外なのに。 シンを取っちゃってる行動になっちゃったんだよ。7番がやってるプレイのせいで俺がミスリー怒ってんだよ。だからやめろってんだよ。やめてくれれば最大3死匠だから4師匠になることがないんだって。余計な役職ってね、人に迷惑をかけること知らねえからな。負けた原因は役職が悪い。7番が悪い7番が5番ではない。デザミスの一環だから7番が余計なことやって9番のシーンは爆上げしちゃったんだよ。余計なことをして。 だから曲げるんだよ、こういうことをすると。4番、9番。4級ローロ。1番。4級ロ,ローロ。2, 2> 終了。人道の勝ちです。村は2三3だったら2番に投票しなきゃダメだって。急を強人、急を強人で置いてんだから。3番釣っちゃダメなのに村は。なんで、安全策取らねえんだろうね、村って。 あれだよな,なんで安定策とんねでロー狙いっていうわけわかんねえ法とんだろうね。いや、3番つっちゃダメだったあれ2番だろう、100。そうだよね。うん、やっぱり2番だよね。2番って9の、だって巨人通ってくから多分2番から行けばアンパイだったよね。いや、<さ>だからまあ、それで9が狼に見えて9投票したんだよ、1は。 ただ2の芯がなかったから、一番つ、つ、つればよかったのは2だったね。え、ちょっと待って、これ2番強人ですか ?2 番。狂番強、うん、だから、2番強二4狂人 言わねえけど、7番が<は>盤面を、9番の方を真にしてしまったっていう。ね、たださ、あの、普通にさ、その、4番目線、例えばさ、3日目に、ね。まあ、4番が黒だったって、切磋したってだけなゲームができたから、まあいい,いいわ。ゲームができたから、それでいいわ、これは。うん。だからね、余計なスライドはやめろっていう見本のゲーム。騎士スライドは悪だっていう。これを学ばないとダメだっつ。騎士スライドのせいで負けたゲーム。 やっぱり4級ローだから4は9に行こうって言ったのか。だってさ、3番が狂人で出るの変だから3番の新世界もやっぱあるよな。うよそうなれば9ローだよな。ももうう生き残れねえじゃあもう 9ローだよな。3番白出たら、やっぱり冷静に考えたら。2ロー、でもな、だから2番の色みなでも、どうせ9。しかもさ、これ、1番さんが言ってたけど、じゃあ9番さんが7って難しかったね。うん、あのね、盤面芯を作らせないように役は動くっていうのが賢いプレイなのに、スライドするやつって一番役に立たないから。スライドする人のせいで負けたらゲームなんだよ、これ。岸が悪いゲームですよ。岸のせいで負けてるんですよ。 いや,やめるべきなんですよ。9に入れたんだよ。9ってさ、二一番面嫌いです、村が釣られるからって言って、9って自分本当は釣られないのに、なんでそういうこと言ったのかなって思ったから、ら一番だけは弾けたけど、無理だったね。精査すればよかったね。あの、投票は結局9に行ってるんだよ。まあ、で、二が人だのだから、七番が悪い。 略すらはやめるべきだっていう見本のゲーム略すらはやってはいけないなぜならば略すらいドは精査ミスが起こっちゃう今回みたいなことがあるから今回の試合を通してまともな人は教訓を得たんでしょいやだからだからまあしないしない別に5のせいにはしてないけどだって4も6番だってもう8が私は5番に教科書してから5番には怒られないんですよ うん、あのね、あのね、占い師を絶対に外に飛ばさない限りは、4番って絶対に死ぬ構図だからです。49って初日の発言、単体発言だけでは一番変だったんだよ。両方ともすらのこと言ってたからね。人害がうまかったんじゃないだから7番のスライドをやってはいけないんだよ。逆スライドしたことが問題なんです。トイレ行ってくかな。 だから、まあ8でいいのかなと思った。別に5のせいにはしてないって。だから自信ないって言ったじゃないですか。ああ私の例のの勝利回数見てくださいよ。最初に言ったじゃないですか。もう<あ>グレーラあ,あ,あと、あと一つ、あと一つ言っとくよ。もう7番のすら見えてたよ。なんで、えー、?7 番って、あ,あ,あ,あ、ちなみに7番から、 喋んなかったじゃないですか、それ派生して狼な、うん、がんないんですよ。うん、はい。だけです。なるほど。いや、一月三人行くなんて言っちゃったせいで、申し訳なかったね、最初。ただだまあ、一、まあ、が言ったから三人行ったわけじゃないでしょう。一は三の発言聞いて、三シーンあるなと思って、九に変えてるからさ。 ででもう2人出てきたらもうすらすらあること前提前提だからようだからまあ4四目に出てきた九狼かなと思った2はもう絶対強人だと思ったからさ九の狼が分かって釣りたくなくて九強人って言ってるのかなと思ったからまあだからこそ2に行けばよかったんだよな黒釣ろうとしたからまあミスった だって2番3番の白崎がどっ,ちもどっちも刺さってなかったからさ、ああ、やべえなっていや。でもさ、あの占いの真偽を見せるのはいいんだけど、最後のさ、そのラストオルフで4番っていうのは結構わかりやすくなかったですか村辺さん。いや、もうわかんなくなった。あの、どん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 わかんなくなっていく。日にちが経っても経つほど。ええー、つほどわかんなくなっていくと思うよ。うん。 だってさ、4番さん目線で、例えば、じゃあ、96の懸念があったから、じゃあ、9番に行きましたって言って、その最終日6番のせいだ、かえむでしょ。6番どこ行ったのってなって、結局6番の評価として、俺に行きたいだけっていうの分からないの、そういうの。いや、3日目に8入れてもよかったんだけど、9番さんが演技しろって言うから。かだってあの四て、49ローなのにさ、8行かずに9いけてるんだもん。<分>しかもなんか、 投票なんか見返しちゃったりしてさ演技うまかったじゃん4番で6が狼でああいう風に5番のせいにする5番のせいにするっていう風には言わないと思った6が狼だったらあの5が言ったから言ったからじゃなくてもっと他の考察をしてシーン取ると思ったからさそうなると必然的にも8しかなかったんだよ とにかく4はうまかったよ。あの9いかないんですかっていう感じで。あともうもうヒヤヒヤしてたから、あもう一生白は出さないようにしとこうって思った。<laughs> うんまあう初日4一番怪しかったんだけど、まあ何日もするうちに分かんなくなってきたっていうのが。 さも 6, 6番さんに関してもさもう5番さんにも便乗して8つするっていやだからそこがもう村要素になっちゃってるんだよ。で48で比べたら4ってもう9いきますって49ローでやるかなって思ったから6でさえも8いってて1でさえも8いこうとしてたぐらいだからそこで4が9に行ってるってなると4村6村っつったら8しかなかった。 だから4番の演技がすごいうまかったとは思うよ。ちょっと3番さんには申し訳ないことをしてしまいました。すいません。確かに、3番さんのシーン見れなかったから、本当にそれは申し訳なかったと思うけど、でも、なんか9番をなんか叩いただけで、なんか盤面的にシーンの9番を叩いて、8番人外で狼だっていうのは、ちょっとそれ雑って不当すぎるわさすがに。あ、まあ、やっぱりも、ね、うそうかもしれないですね。最初は7が出てたから、 なんだろうな、八な、8なで考えてたんですけどね。うん、ただやっぱりさ、9が占い持ってて村人だったら、2一番面が好きとかどうでもいいんだよね。だから、そこに気づけるよかったなと思った。うん、あと、あと、そう言ってる人間ほど占い師じゃないっていうことぐらいかな。ん占い師持ってねえだろ、てめえって言われるから。 7が出てたら出るもんね、普通だったら。で、4四目でもう芯取りに来てる狼っていう目線になるよね。まあ、ただだから、2の芯がもう追えなかったんだから、やっぱり2投票でよかったんだよね。4四目に出る強人なんて絶対いないから。2>, まあ、2番って9番が4四目に出てるのに9狂、9番強人9番強人って連呼してたでしょ。だからまあ、 2投票して、ちゃんと3人色を見させればよかった。まあ、ムラスラもありの国なのでっていう不戦は打ってたからね。うん、危ねえ危ねえって。うん。どこにでも逃げられるようなことは言ってたよ。え、っていうか、9番さんに言いたいんだけど、その7番のキシスラが見えたのってどこで見えたのそれってあ。2番、3番が出てきて、で、あの、 7番って強人だったら2番3番出てきたときに、あれあ ?7 番、7あのもう2番3番が出てきてから3番だね。これあ、なんかピンぐらい入ったね。そうなのいや、多分ん3番く番ないかな 1> 1だね。3番になって。3番、もう2番3番が出てきたらもう7番 強人っていうことはないでしょ。役で語ってるか、すむら,すまらない役語りあるんだから。まあそうだよね。だから9番目線はもう三シが分かってたわけだよね。ええ、ああ、そういうことね。七番のシーンえなく、強人もないと判断して役,役があると。<laughs> すごい創作オだね。6番さんっていらっしゃいますかあ、いますけどどうしたらいいんだろうあ、?6 番さん、ルームマスターなので、ちょっとあの、すみません、あの、指揮取ってもらってお願いします。はい、じゃあ8番さん指揮してもらって。あ、あの、じゃあ6番さんあの、 嵐入ってきたらちょっとそれだけ切ってもらっていいですかはい。ルーマスを変えていいですか、うん、疲れだ俺、抜けるわ。ホスチェンを押してもらって。俺そ,れそれから改ざんした方がいい<う>んしますはい嵐らしつこが入ってからもう。あ、4番さん、あのない、な、まあ、いいんじゃない負けは負けだからね。自分のせいさんもあれだからね。ちゃんとしてねえじゃ、ちゃんとしてねえだけど。もう追い込み。 もうでもしょうがないよ。それを作られてるんだから、もう役が悪いんだもん、もう。役っていうか、騎士が悪いんだもん、スライドしたやつが悪い。だから、するなせんのスライドしてはいけねえって言うこ分引かねえんだもん、全くもって。まともない人はスライドしません。だったらやばいからです。やばいだろうね。 まともない人はスライドしません。理由はこういうケースが存在しようマリちゃんん。おばあちゃんの時代ってきる3年円のケースが存在した場合は、それに比べたら150円と140円とかで、エーいでつてりできるケース言ってたよう。うマリちゃんち、ち,ゃんちょっと静かに。8番からテンコお願いします。はい、お願いします。お願いします。 一番ですお願いします。二番のマリちゃんです。よろしくお願いします。はいはい五番嵐ですね。なんかの嵐ブラックリストに入ってる。はい四番さんどうぞ。はい四番です。五番さんどうぞ。ぞい五番ですお願いします。あごめん聞く前に切った。いやなんかの嵐です。メモがちょっとなくなったけど。 あの、ブラックリストに入ってる名前覚えてるお、なんかの嵐です、うん、何かをやった嵐です、うん、こいつうん間違えちゃったリアキをやったと思うけど何かやったんだよこいつうんあ、うそ番です。そうそうそひろちゃん。そ番を保そう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 そそうそそう まあ言っても、ヒロちゃん自身が考察嵐だいよね。あ、私、ヒロちゃんいいと思うよ。あ、ありがとうございますあ。あの、考察も何もしないやつが <laughs> うん。5番さん、ラストワン賞です。はい、5番です。よろしくお願いします。えっと、周り見てもらって。まあ考察しないで負けたけどいいや。えーえー この人もいるのかなあれは一緒に。はい、二番と三番です。ああ、まやりちゃん、チャカ見せろっつってんだろうよ。あっと、この人一緒に。はい、じゃあルール説明します。えっと、初日、初週、コイン追加なし、二週目以降チャットしようとしうかも、寝るかも。ごめんごめん、七番さん。七番さん、ごめん。あの、三番ってやっても面白くないよ。こいつ考察しないから。 あ,あ、これも嵐の嵐のサだから始けた。うん。あいつ、あら、ボメチだわ。ああ。そうなんだ。うん、私、8番も3番も好きだったんで。はい。ボメチの、あの、うん、あの、やつだわ。え、みん<え>がまずボメチ。3番ってあのヒロちゃん。札にいたそうですよ,、はい、そうだよね。あのヒロちゃんだよね、3番って。そうで。 初日だっていうか、何個かやってるけど全然一緒に楽しめてる。は八番さん万ストワン賞です。初初日だっていうか初初日だけど、八万初日初日だってどういう意味ですか？えっ、ー、と周りに無理そうな人いなければルール説明します。三番無理です。本当？待って待って本物 <laughs> 本物が偽物かまずどっち？あああれ本物だよ本物それは本物。 あ、<え>本物なんだ全然あの最近一緒にゲームしてるけど楽しくやってますよなんかささっきで <laughs> サンバーさんアッチーすぎてゲームになんなかったんだけど <laughs> サンバーさんファンいない <laughs> 大丈夫サンバーさん <laughs> ほんと全員が家も村でも面白くない全然面白くないよどっちでもいいよ俺もう駐車でちょっと肩が痛えなぐらいだから ーサーで変なことされるで、メラに足引っ張られんだから、もう余計なスライドするなって俺言ったはずなのに余計なスライドするんだぜ。一回やってみようよ。イライラしてくるでも。一回やってメタみたいなことやったら、もうそこで本当にゲーム崩壊させてない。さっちゃんじゃあ本当に3万がゲーム崩壊するようなこと言ったら、マ、まあ、ちゃん本当にやる気なこなのか,なるから 普通にみんなやってんのに、三番だけ違うことをやって。なんか俺がやってること間違いねえのみたいな感じで、ああ、そうだっていう人がいたら、本当に。ないわってな、なりそういうやり方する人だから。はい、八、はい、番さん、ラストワン賞です。仲間のやつがいるせいで負けんだろう。仲間のやつのせいで負けてくから、しょうがねえだろ。はいえー、役職の時に確定陣がいってなきゃいけないのに。 えー、村が四番手事するのはおかしいというか、2>, えー、ルルで2週目以降じゃなくてな、深夜解村が、えー、あるから、もう強制ずりさせない。え、最になったら、オオカミ自宅でお願いします。まててね、はい、それでは始めます。楽しんで。ああ、いいんじゃないミスることがある。万面人作らないでくれ。役は余計なことしない。もうめんどくせいからしない。めんどくせいからしない。もうしょうがない。 あるだ。負けたら負け。次のゲーム。夜がきました。目を閉じてください。ああもう負けちゃったよ。負けちゃったよもう。ああいいんじゃない。負けることがあるからちょっとそろそろ終わっちゃうかな。今日もあんまり睡眠も取ったけど。でも何も問題がなければゲームできるようにやって。彼らはあんまり遅くなんねんより生活習慣変えなきゃいけねえんだよな。 一社が長いんだよな、これ。あ,あいいや。プルがあれだったってことにしまあちゃんと精査して頑張らないといけないよね、と思うけど。まあいいじゃない、もう。ここは精査できないんだから。うん。場面集作られてもんね。これだったらもう。 朝が来ました昨夜は誰も死にませんでした。れだわ3番のプレイヤーは発言してください。はい、そうですね。あのおかしな動きをやめましょうね。あの、スライドするとか。4C4 名で人狼が出てきました。盤面ン取って精査が分からなくなりました。 スライドしたやつが悪いよ最悪の事態も想定しない人ってもう最悪だと思うよ。うん。あの、人狼に盤面を利用されることも懸念して余計なことはしない。で、発言制作だけのゲームにして、で、そこでお勉強していく。失、は、敗、い、しながら、ね、正当率を高める勉強すればいいんじゃないですか。変な動きやめて発言制作ゲームにして、黒いと思った人すればいいし、 占い霊能って決めず努力したらいいと思う占いをやっています霊能は脳死ですっていうのじゃなくて決めず努力したらいいじゃないですか努力しないで脳死ロラはちょっとダメだと思いますよ7番が無駄になる星座の練習した方がいい四、うん、番のプレイヤーは発言してくださいはいよろしくお願いします占い師でしたランダムで七番に白が出てます把握お願いしますまあ基本的に霊能は一周目から出てきてほしいと思ってます まあ、騎士に関しては路、全漏盤面以外では出てきてほしい、まあ、盤面固定をしてほしいという願いですね。そっちの方が強いと思っているからです。まあ、3番に関しては、まあ、盤面を濁すのを嫌う人物、まあ、発言精査をしていると。例、ま、の、あ、が2枚出てきた場合って、まあ、基本的にローラーが入る盤面に置き、まあ、私自身は例の精査するのも大事だと思っているタイプなんで。 まあ、3番がレのノに対しても精査していくという意欲を、まあ、感じたのは現状印象がいいかなと思ってますね。まあ、2週目のスケールでの判断かな、3番の精査は。現状3番の人外要素という要素は拾えていません。5番のプレイヤーは発言してください。思った以上にヒロちゃんがすげえまともなこと言ってて驚きました。なんか昔はもっととげとげしかったのに。 なんか丸みを帯びてますね。びっくりしました、僕は。3番差を釣ってからが僕チュートリアルだと思ってたんですけど、まあ。ちなみになんか、霊能ロラーする派なんですけど、僕は。その、<laughs> 霊能精査って場が難しくて。あ <laughs> その練習した方がいいってヒロちゃんは言ってたんだけど、僕の依頼村でちょっと練習していただいて、今回2週になったら、あの、脳死で釣り切ろうかなと。 思っておりますはい。かなはい。なんか、僕はなんかヒロちゃんに怯えながら考察してます。とんでもないこと言いそうなんじゃないかと。僕はビクビクしてます。以上です。6番、のプレイヤーは発言してください。さいはい、よろしくお願いします。村人営でした。まあ、3番さん。 の進行論は別にいいと思ってるかな。はい。まあ、4番さんも別に3番さんにえっと触れたところで違和感はないと思ってる。まあ、CTU は5番さんが3番さんに対して、まあ、進行論がめちゃめちゃあ普通に喋ってる。普通になんかトゲトゲしくないからびっくりしたで。なんか3にビビってますっていうのが、まあ、5番さんが3番さんの村を知ってるのかなって思って。 ぐらいかな、はいまあ、別に例のはどうだろう、まあ、精査するその努力っていうのは3番さんが言ってるようにするべきだと思ってるけど、はい、ただ5番さんが言ってるように、まあ、分からない難しいよねってのも分かるかな以上です7番のプレイヤーは発言してください,ださいあのそもそも3番と5番はこの村で初めて同村しましたはい で、えっと、3番さんっていうのは、変なムーブをしないでくれっていうのは、基本的には霊能に言ってるんだろうなと思って聞いてました。で、なんかその、なんていうのかな、精査するっていうことまで言ってたのかっていうのは、ちょっとその、例能に言ってるのか、何に言ってるのかっていうのを考えてたので、ちょっと分かってはないんだけれど、精査するのは難しいから、私は霊能は精査せずにすり切るタイプです。だから5番と一緒。ああなんだろうな、そのな,なんだろうな。 何な,な,なんだろうな、その変なムーブをしないでくれっていうのが気になりすぎて、何だろうそのそれな、なんとなく3番っていうのは村に言ってそんな雰囲気を出してたから、なんかそれが気になったっていうのが、まあ、4番は3番に気になってなかったんだって思ったのは引っかかったところ、6番には引っかかるところなし、以上。8番 のプレイヤーは発言し,発言してくださいなんかみんな3番に対して言うてるけど3番に言うてることって間違ってんで新郎新郎の可能性もあるから霊能を釣り気に入んで占い師もあの精査して釣り,釣りに入んねんであの3番がその進行を取るんやったら初日グレーズめやからな新決め打てる打つっていう進行を取るんやったら初日グレーズめやで。 そこまで言えたら別に印象はいいかなと思ったけどそれすら言えんでただ決め打つ。死ぬっシルでするのミスズトタドソロフツー釣り切るからはい。5番は普通のこと言ってるだけって感じかなはい。四番の話ノのゲームゲけばいいじゃん。ムゲームゲームゲームた<う>ームゲ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 ゲームゲームゲームゲーゲームゲー 負けたよ、パッキーで。それで気にしてて何かどうかなんのこの試合。負けたら次のゲーム行けばいいでんだ。分かんないっす。正直。なんか3番さんが言ってることが、なんか、なんだっけ。3番さんか5番さんかみたいな感じなんだ例の決め打つか、切るか。今のところ、1人ずつ、例の1人と占い1人なんで。 ま、1、2番で出てくるのかなと思って聞いてます。なんか。開けたらね、バリギーって次のゲーム行けばいいんだよ。難しい。一瞬スライドしたから悪かった。だから反省して言ってんじゃん、進行論で。1> 1のはそんな思いきがするなって。4勝目で自動に出させるなって,て、ね。そ、うん、番いうでいいかなっていうふうに思ってます。うん、だから言ってんじゃん。3番さんの発言のところで、えー、冷静さするっていうところで、8番さんがグレーからつって、 2>, えー、2日目、偽のところを釣るっていうような発言をされてるように僕は感じたんですけれども、あの冷静さって相当難しいと思ってるんですよね。だからこそ、あの初日で偽のところを釣って、えー、2日目以降そこは残すっていうような進行をするっていう風に思っているんですけれどもね。えー、冷静さは難しいって、冷静さする気ないんだもん、み、うんな。かったら難しいと思うんですけどね。 これ練習してんのも僕の昔に最先端スパシんのあの僕の昔に A で君打つ村によって負けたからやってらんねえなと思ってえで君打つやつらとかがやってらんねえなと思ってます。それでめ打つのをずっとずっとずっやってグループして頑張ってください一つ一番さんが変ななと思ってて。 たあ9番さんって断面整理したんだけどそしたら正直言うと前方に言ってる人,おか,しい人言おかしいこと言ってる要素を見つけられなかったから一二で出てくるのかなっていうその9番の位置やってる発見って。 自分が9番の位置にいたらそうもなるかなと考えられる発言になった。ゲームは壊れないように。一番手は結構、あの、自分の立ち位置あんまり楽なんですけど、イメージなんで、一番も結構印象はうくなったな。3番のプレイヤーは発言してください。はい、潜伏占いはいませんよね。はいもうこんなタイミングで出たら釣りますよ。 もうタイマンプレイは許さないんでね。はい。で、霊能でしょアジは。はい。アジは、まあ、勉強した方がいいよ。これから、あの、決め打つ人は、基本村で置いて、お番みたいなやつはいらねってやる精査をするんだよ。釣り切るやつは許さないっていう。健全な、ちゃんとゲームにしなきゃいけない。人が霊能なら釣り切りますっていう人はいらないんだよ。ちゃんと精査をするんだよ。努力して。 自分が、じゃあ自分が霊論の,の時に釣り切ってくださいって言えばいいんだ全員。言わないくせに決め打ってって言ってるのに、人の時にはろらしますわな。それはダメでしょ。というよりもすいません、僕は別に口を出す気はないんで、4番の占い席7番だったっけうん。4番と8番任せます。以上です。はい。4番の占い席どう はい、よろしくお願いします。<47? S 2> まあ、平和村になっちゃったということで、基本的に位置的考慮を考え、ランテージを8番に委ねようと思っている、自分のスケールをまあ言っておくと、1>, <47? 48? S 2> まあ1番がまあ9番にあ、巻き戻せば分かるわ。1番に取った要素が、なんか、ね、大だったわか変だなと思って、ぐらいで、6番が気になっていて、6番が5番が3番の村ラスをしてるんじゃないかっていう発言が気になっているんですね。 まあそこでやることはもう9位に守るぐらが誰も触れずにまあ流したところも気になている。まあ5番が3番の村助、うん、つまり5番をオオカミとした6番の発言になるんですけどまあ5番が3番のことをビビっている3番が変なことをするんじゃないかっていう懸念に対してオオカミは俺は感じたいと思ってるから ああ、六番は人間っぽくないなって思っちゃったですね。あ、六番が人間だった場合に。村助っていう感じになるかな。ならないと思ってるから、六はランページに含んでほしいっていうことは伝えておきますね。占い師は発言聞いて決めます。あ、八番、俺六番上げとくから。まあ、気に食わなかったら。あえていいよ。お願いします。五番。 のプレイヤどうしようなんかさ、9番から3番までの発言、なんか電話来てて、全く聞けませんでした。はい。なんか3番、なん3番の最後の最後だけ聞き取れた、なんか平和村になったっぽいね。はぁ、あ。いや、騎士出てないんでしょ出てるいや、出てなんか三騎3士 あ出ちゃったんだ、3番さん騎士で。いや、騎士保護で、あ、そこはわかるよ。騎士保護でね、なんか今日ボックス、ちょっと発射しようかなと思ったんだけど、いやー、ちょっと無理だね、これね。なんか延長しちゃったけど、4番がいくとさ、6番がい番がいじゃ4番は1かかる。監とゲームしないじゃん、ああこの人は。もうすぐは真面目にゲームしいいないなん。か、例のがついたいとこつらいんじゃないありえないでしょ、もう。はい。 ちなみに、その3番にビビってるってうのことは、三番のことは、オオカ狼でも、村でも結構めちゃくちゃするんだよね。そのビビって、メタみたいな発言してるから、通のなオオくすだよ、ね、ビビこ成り立ついつ、ね。の報だよ、三うこれ。おずりでいいよ、おずり。メタんねちゃんと大人としてプレイしないから、こんなのたタはいいや、もう、ね。誰だ、こいつだね。こういうのがもうダメ。メタを入れてるよやつなんて、ろくなもんじゃない。 そうあの9番から3番初めて会った手でやれって、7番が言ったのに、それでもいいこと聞かないから5番ずり、くて小釣りの発にして、はい、8番に死ねって言われたら、僕、今日、受長票します、はい。はい。以上です。 ダメだわ、もうこいつ。もうあなたはこれ。あし,したはもう。はい。まあ、現状は5番さんと違うんだよ、もう思ってるかな。5番さんとメタはスピレルは、俺にグダグダ言ってる割に、自分がやってるプレイがもうメタ発言の連発だよ、こいつも。プレイヤーとして終わりだよ、もうメタ発言連発するやつってもう。はいまあ、も初めて会った手でやらないといけないって言ってのに、の言,まあ、言うときかれただもんな、全く思ってん 5番さんを保護するために、うん、3番さんを保護するために5番って柱発言を残すことってのは、まあ、あまり村の要素ではないと思ってるかな。まあ、教人目は高いと思ってるけど、釣らないといけないと思っている。はい。気になったのは2番さんかな。5番釣らないと多分ゲームできないでしょ。これ、メタ発言しかしないから。も番さんに関しては気になっ,たっているよりかは要素が。 こいつがもう村でやったらやばいと思うし、う人間でもやばいと思うし。はい。まあ1番さんは九番さんの判断で、あの、あの盤面だったら一番さんって9番さんの判断で、こいつ結局嵐じゃねえかよ。その考察はしない、俺の発話しかしない、メタの発言しかしない、もうひどいと思うよ、五番って,っっってっ、ね。まあ気になるとしたら一番さん、二番さんに関しては、あ まあん店、ごばってごば番なかった店、ごばん店、ごいとか、ごばん店、ごばん店、ごばん店、ごたん店、ごばん店、ごばんはごばん店、ごばん店、ごばん店、ごかしいって言ってるのがまあん店、ごばん店、ごばんだろうよ店、番っていうやつ店、一番いらねばん店、ご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 ばと店、ごばん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 店、ご、ごばん店、ご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 、 もしくは9番さんの発言次第って感じかな。はい。今現状は2 5り1 9番さんの発言次第以上です。7番。のプレイヤーは発言してください。さい4番は少なくとも強靭がなさそうなところを占うべきだと思っていて、自分が4番の位置に座ってたら6番占い一択かなって思った。6番強靭が えっと、5番が3番の白助ですかみたいな、そういう叩きって5番がご主人かもしれないのにないんじゃないかなっていうふうに思うんだよね。まあでもそのなんか、その4番が思う進行でいいと思っていて、今日、えっ、ー、と、黒釣れるんだったら、黒を狙いで黒釣れたんだったら、えっ、ー、と、なんだっけ <laughs> 明日の占い地で自爆っていう話だから、すごい最短にはなると思うけれど、どうなんだろうねと思った。<laughs> その2番が、 えー、9番に対して9番の位置だったらそういう発言になるっていうふうに言っていたんだけれどじゃあ、えっと、そんな9番の気持ちを汲み取ってじゃあ今回平和村にならずに西洋、えー、だった時に9番が黒を打たれましたってなった時に9番の気持ちが分かりますかって思った時にそれは否定されるんじゃないかなと思っているから2番がおかしいと思っている <laughs> だから必然的に1番っていうのは印象がよくなるんだけれど 9番の色次第 <laughs> 9番の色次第9が白だったら1番黒で釣りをするのもあると思うしそのライン切りで12も全然あると思っているから何ともだから6番が言っている12番に突っ込んでるっていうのはもう全然わかるなと思ってる釣り位置としては今日はでもかといって5番だと思ってるけどね私は理由は特に言わないはい5番釣り以上8番のプレイヤーは発言してくだかい。 4番に6番をう直すのやったらゴーずりないで。4、あのー、多分あの、3番、4番守ってね、絶対。俺の占いあのー、例の結果って残せんから、今日は、えっ、ー、と、9より1、2、ンにしたいなと思ってて、1、2、ンで、俺はどっちかっていうと1番いきたいかなと思ってて、あのー、4番、6占いね。これはいいと思ってて、6で黒結果落ちた時に5って絶対白やから。 5666はないと思ってるから、LINE 制作は LINELINE 言ってるから、6番を LINE なぎに行ってるから、多分、LINE 切りはやってないと思うよね、あの発言で。だから5666っていうのはほぼないと思ってる。あの、5番の言ってることっておかしくないから、3番っていう騎士が出てないやったら素晴らしいよして、騎士保護のために自分が死んでもよかったって言ってるから、それが黒い人に直結しないから、6番の言ってることはおかしいよ。だから6、6黒結果落ちそうな気がするよね、俺は。 でも俺の色結果って落とせないから3番は絶対4番守りやからだから6ないで6で黒落ちた時5番白で弾けるから、えー、912でランかけるから912912やない12でランかけるやろ今日1番3がもし釣られてもいいし2番3釣られてもいいんやけど、えー、と残,残ってる多分1番が釣られた時に29って残ってたら29精査でいいと思う だ6で白落ちた時は5番も含めて精細やけど5番ってそんなに黒くないから残りローラーしたらいいんちゃおうかなと思ってる、はい、ぐらいかなまあ1番3ランにしたいと思ってるから1番さん発言頑張って9番のプレイヤーは発言してくださいうんまあ必然的に2番さんが優しくていい印象がある。 で私は5番さんに対して、まあ、生存欲がないからあんま人道じゃないかなって思ってしまいました。うん。なんか、本当にわかんないなって思って1周目。難しくて、とても。今現状でも、 1> は、まあ、1番3より2番3の方がよく見えてるけど <laughs> 分かんないですでも5番3は別にないんじゃないかなって思いました走らしてる時点で別にそんな人狼目はなかったかなって私は思ってましたこれしか言えません1番のプレイヤーは発言してください 現状、96労働なんじゃないかなっていうふうに思ってるんですけれども、で、5が強人かなっていうふうに思ってます。えー、2番さんが、えっ、ー、と、まあ、これ、安直なんですけれどもあの、2番さんが狼だったら、あの、普通に占い師をしてるんじゃないかなっていうふうに懸念を抱いてるんで、4番さんには2番さんを占ってほしいかなっていうふうには思ってます。はあ、でも、現状、 強人残ってても、しょうもないから5番さんから釣りたいなっていうふうには思ってるんですけどね。はい。うん、どうなんだろうね。今の9番さんも生存意欲なさそうだし、どうなんでしょう。本戦で行くと96ロールを5強授なんですけど、うーん。うーん まあ4番さん的にはあの、うん、今日5番さんつって、あの2番さんを占ってほしいなっていう風な感じでしかないかなっていう風には思ってます、うん。5番さんって、だって正直残しておいても一生占われない位置だし。うん、で、これ狼でやってるんだったら、一番めんどくさいから今日5番さん落として占い,け占いじゃんや例結果、 残せるんだったら残しておいた方がいいんじゃないかなっていうふうには感じてはいるんですけれどもな、うんでしょうえ僕の発言間違ってますかね 2>, 2番のプレイヤーは発言してくださいそんなふうにはうん、うん 間違えてるかどうかなんて、結果なん、結果見ないとわかんないことだし、今の段階ではそんな発言をするっていうのは村っぽいのかなって一番さんに対して思ってしまうんだけど、それら根拠がなくて、なんかん、ん急 9665強靭に見えてしまうとか言ってるのに2を占えって言ってるのがつじつも合ってなくないと思うんだけど二、ね、2番は、村として白占ったら勝ちって思う、強靭だと思っててこう釣るとか、もう全然わかんないしなと思ってて。一番の理論が全くわかんない。ついていけなかったなと思ってるんだけど、ね キューバーさんは、あの、キューバーさん、だから、私一番の言ってることわかんないって一瞬目から言ってるんだけど、だ,だから、キューバーさんい、一瞬目って一番キューバーさんのことはあんまりよく見えてなかったって言ってるじゃん。だから私はキューバーさんの話聞いてて、キューバーさんはそうでもなかったよって思ってるから、その率直に言っただけなのに、なのに一番で急に、 2>, 2番じゃないとかわかんなくないえ人外でし投票を始めてください <laughs> ありえんオラじゃないべ1番のプレイヤーが選ばれました 1>, 1番のプレイヤーは発言してください。うーんあの2番さんにあの発言するのであれば7番さんが強人に見えないことからあのね、えー、9五5番さん強人だと思って6九狼っていうところが本戦で4番さんに2が白出ればあの。 まあ、ゲーム的には勝てるんじゃないかなって僕も含めて引き切れば勝てるんじゃないかなっていうふうに思って発言したんですけどいやすいませんそれが伝わらなかったかなあの縄計算間違ってるかな <laughs> 縄計算間違ってるんだったら大変申し訳ないなっていうふうに思ってますはいあの普通の村人ですすいませんでしたはい夜が来ました目を閉じてください 狩人は目を開けてください狩人は守る相手を選んでください 朝が来ました昨夜は誰も死にませんでした2番のプレイヤーは発言して,て,言してくださいはいひさんなさんはどん,どんはち,シロちゃんの もちろん人ぐらいで落ちると思ってたけど。あ、どれだけか教えてくれないのじゃあ黒見つけてんのか知らないけど、あそこに合わせるし、まあ、ここで白教えてくれないんだったら、まだないからね、おばあさん。じゃあ、うーん、ラスルが。か、 本人のうん一番ーさんの,あの発言で村には思ってなかったから白って聞かされても村かくて村だったんだねとは思ってない何だろうなんか最後のさ 2番に対しての発言とか、2番に連れ出されてるのに2番に対してそんな風に言うのと思ってるから、一応村じゃなくて評価集に来た人狼なんじゃないかと思ってた分そしたら白だったから、そんな村とは思わないかなって思ってる。人狼一ってところなからん3番のプレイヤーは 発言してください2番と5番ってさ、3番に文句を言う暇があったら2番視点さ、色が見えてなくても5、6、9に二郎だろ、あの視点。その精査は落とさない。5番はメタ発言を繰り返す。あなたのことは知りません。金楼札のモブキャラなんか知るわけねえだろ。何がさヒルさんだよ。俺知らないんだよ、こいつ、本当は。うん。だからもう嵐だから、数報入れようぜ、もう。7番が注意しても変えない。5番が3番と言わない場合には5番行きましょうよ。ルール違反。許さない。 メタ発言という概念も理解せず、このゲームをクリやる人間、3番にもイチャモンつける2号、お前らのレベルどうなってんだよまともにゲームしろよ !4 番任した。8番さん占い、いや、例の結果は一黒で合ってますか一黒で合ってますおい、これで生きてえわ。はい、もう。石城石黒。 あ,あ、そうだよねはい、終わりです。61ロまあ,あいや、無難強かったですね。まあ、1番2番で比較した場合、1番になるかなって感じで、1番が取った5番の強人要素、まあ、1日目に大きい強靱を落としに行く1番があまり無難に見えなかった。六。いいよ、5番の発言は聞かなくていいから、6番。4番の発言は聞く価値はあるかもしれないけど、5番の発言はまず解明だから。で、てこいつはあの、あの、夜が来ました。 目を閉じてください一村じゃねえがよ。一村。どういうことだよトイレ行きたいわ。トイレ行きたいトイレ行き 朝が来ました。昨夜死んだのは4番、5番のプレイヤーは発言してください。わからんね。でもメタ使っ か9から3まで電話が来てて、メタになっちゃうから5番を釣ってくださいって言ってるのだってさ、その9から3まで電話来てて、けど生き残りたいですって言って、メタ使って生き残ろうとするんだったら、それはルール違反だけど、電話ってどうしようもなくね ?3 番さん。だから死にますって言ってるだけなんだけど、どうしようもない。不可抗力だよ。あ,あ、一瞬でしょ 電の結果がたりでしょいや、わからんな。わからんわ。二分一、僕目線。ああ、二分一や。9か2や。2> うん。そう、5番のローは外れるんだよ、みんな目線で。いや、でもあるか。ああ。 6番の黒が見えるときと5番の黒を追う人ってどれぐらいいるのかないや、あるんだよね。あるんだけど、69か62やろうん。もうわからんわ。ああ。2分1でおみくじするわ。7番のプレイヤーは発言してください。はさい <laughs> ああ、5外しで、ね。 9 6番の1だったらいや分かんないねわかんないね, <laughs> わかんないね9番は発言しない2番の2番の気になったところは平和村っていう発言があった12番の気になったところは平和村っていう発言がなかった6番がめくれた時に 六番黒めくれるだろうって、自分で分かってたってことでしょ多分。六番占い固定だから。だったらライン切りで二に入れるとかも全然あると思うけど。いや、分かんない。はい。八番。のプレイヤーは発言してください。九、九投票、六九六六。一表示。 一つってるのって一がはちゃめちゃ言ってから発言が。二番が言ってることはまっとうすぎる。だから二番をしろ。確実にしろ。はい。一強陣六九郎ロール最終テストね。多分合ってるよ。はい。六黒めくれてるの分かるよ。四番が四から。だから俺が一黒出したら四が六黒ってちゃんと打つからだと思って。もうさっさ出せよ、六黒なんて見えてんねんからと思って。ラバ六ぐらいってセンス普通にないから。 6なんて絶対黒やから、あの発言。5番の黒要素なんてなかったやろ、普通に。発言で黒い要素なんてないで、6番、5番、りって、おかしいやろ、あれが。普通に。ね5番ってる騎士もおるし。5番なんて、全然黒ないやろ、普通に。 3番保護するために3番が出てないと思ってるから、騎士が出てないと思うよ。それは分からないよ。だって電話かかったらチャット結果残ってないから。だろうなと思ったから、俺3騎士やでって教えてやったし、チャットで。5番の言ってることって合ってるから、騎士ご、騎士保存のために自分釣られますって。 まあ普通、まあ7番の言うてる6人のライン切りの2投票はあり得ると思うけど、6-9の方が濃い、ね。9番のプレイヤーは発言してください。まあ、その8番の推理は違うんだけど、まあ、正直2番のその、なんての、違和感は分からない。6があるとしたら、1周目の6番が5番から3番への。 じゃ、5番が3番目の白けっていう発言が6番目線で5の色をお互い知ってたっていうのが、つじつま合うのかな合わないのか。いやー、9人は初めて <laughs>、初めてやりました。なんか3番さんは必死そうだなって思って、8番さんは、 なんか自信満々だけど違うなって思いました 2>, 2番のプレイヤーは発言してください,ああださいうーんそうそういや69しかないのに9番ってなんで2番その黒く。 9番目線って6、9、6、2しかなくないほぼほぼ9番目線って。3って言ってたよ。ちょっとそれがわかんなくて。どういう、うんいや、9じゃない 自由に投票してくださいね。うんまあ、6番視点は5番のメタ発言ですね。本人が理解しませんよね。知らないのにまずと人の名前をな慣れなれしく呼ぶ番号を呼びです。人の名前を呼んでなれなれしくやるのは。 初めて会った人,人,人との会話じゃないんです。初めて会った手でゲームをすると7番の注意があっても2周目も私のことを名前呼び。この人のこと知らないんですよ、俺。うん。そういうことはやってはいけない。試合後謝罪ですよ。今後は番号を呼びします。はい。そういうこともできない。アメリカまでに走らせる。今日ものでしかないんですよ、5番は。6番ともう一人の急にのロウと、巨人がかわいそうだしかありません。 フェアプレイもできない村人、走らせる人間。凶物ですよ、6番人道視点は。本当にもう、謝罪案件だよ。5番は謝罪するべきだ、人,人内に。まず。謝罪をしなさい、試合が終わってから。投票を始めてください。何や、オラじゃないべ。 9番のプレイヤーが選ばれましたあなんだけどよ9番のプレイヤーは発言してください,ださいあいいんじゃないもうあうんとまあ村人には申し訳なかったです 2にとこなんかつっときゃいいもの<う>占い先が六番ってもう信じらんねえんだもん,ん異次元だもん黒いとこなんか占わなくていいだろうっていう前後の背負りがあるとしたらその一周目の六番が五番に行った五番は三番の白が透けてんじゃないかっていう発言でお互い色散ってたのかなっていう 2>, 2番が一番おかしいだろうよでもわかんないですね <laughs> う レが出てなかったらレが出てないで負けたから別にどっちでもいいよ。い9番も発言力がボソボソ話すからね。4の占い先が悪すぎて7村だったら絶対2番とかさ村っぽいとこ占うべきだっていう。まあ、2郎かもしんないけど、その辺の占って6番っていうのは釣りで処理した方がいい位置じゃなかったっけか。 1>, 1番って2番かばってんのに、そいつを2番は1番釣りますって言ってる時点で、2番のどこに村要素があんのかっていう。まあ1番ばが別に強靭だったらいいけど、あ、俺はもう負かしたからこの試合も知らないよ、もう。俺の生産ミスって言われても、俺はもう疲れるから。俺の生産ミスって言われても。だから5番から釣りを入れるのがベターなのに、5番から釣りを入れないんだから、もう、この村は。まあ、どのようにフェアなゲームするべきだって言うこと聞かないもん、もう。勝手にしたい。 どこに2番のあれの話にあれがあるんだろうかねっていう。占い結果出てないのに、569の二郎も追ってない人を知らないんだから、この村は。もういいんじゃない占い結果って6番占いは絶対ないわ。うん、はい。終わり。8番のプレイヤーは発言してください。発言してください。はぁ、あ、意味やから。なんで3番噛まれんの あんな悪いんじゃねえか、うん、こいつらよ。まともにゲームしろよ。うーん。もう普通にレ0度やから5番行こうか。7が強人、ね、<laughs> マックスケアだったら5番行けるねんけど。2番ローを終えねえな。終えんのよね、26って。56のラインゲームかな。なぜ俺のことを疑ってるっていう最低だろもん。ああもいいなぜ三3番かわかったやろ。 いらねえよ、二号釣り切るの。二五釣り切るんちゃう。五番さんすらしてさ。すらして。あ、六八ローローで、六番の色見さしたんやねとかの方が良かったと思うよ。<noise> 俺、それでいいだろかな、思いやったけど。逆に人狼なりきって、五番詰めねで言うて。縄番の、縄場が狂人やったとき縄番の票持っていこうかな、と思いやったけど。ま五、あ、つって、わらかったら、二詰めれるやろ。五 <laughs> 番が人やろ 2>, 2番のプレイヤーは発言して,発言してください。な、それでいいと思うよ。5番つってお、終わんなかったら2番でいいよ。5番で終わるんでしょ。とことでしょうーんと、5、6だったってことでしょ。無理だから、2番は。うーん。 何だったんだろうなんか、無駄な時間だったなと思いました。3番のプレイヤーは発言してください。7番って村だったらもう終わりなんだけど、5番って、なんか巨人標準だから5番から行って終わらなかったら2番でいいんじゃない ?7、ああ終わりだね。はい。これ噛んどけばいいけど。あ、5番も黒いし、2番も、あの、 2番も見えてるものだけで判断してください、村は。はい。見えてるものだけで。一応8番のセサに任せたけど、やっぱりミスリーするなと思ったけど、占い先も6番ないよねと思いながらね。7村拾ったら、どこかの村を多分占った方が一番良かったけど、まあいいんじゃない勝ち格、7番村だったら勝ち格だからいいんじゃない任せますよ、はい。5番釣って、2番。5番もチャットだし、2番も査がやばいしね。色が見えてなくても、569の二郎構成追わなきゃいけないし、昨日は。 終わるかもしれませんなんて発言っぽいしね、信じらんないですよね。見えているもの、3と8の役、4、3、8の役疑ってるんだったらもう釣られないでしょ。うん、5番のプレイヤーは発言しない。本当に7番が非強人だったらいい釣られるんだけど、え昨日、スムラのさ、強人使用したんだよ、僕。えっとね、7番が強人で、あの段階かって3髪が入らなきゃいけないから、なぜか8髪でグッチうが起きてるんだけど、 そう、あの段階かだったら2番が、えっと、狼の7番強人世界戦で村負けがあるから、2番が3番勘で、僕が強人仕様、7号で強人使用対決になったときに、僕がめちゃくちゃ強人っぽいふりして7番投票すればいいかなと思ったわけ。わかるかな言ってること。<ー>えっとね、そう。 だから僕強靭57から共人よう飛んできたときに5番が7番に投票しますって言ってもう7番から票動きません。本当は8番投票なんだけどね。5番が強人だったとき8番投票に8番に投票すればいいから。い,いや、RPP じゃないでしょ。だってまだ5人番面だから7番が強人だけどったらき共人ようしちゃいけないからこの番面かってまだ。 そう、どっちみち、だから負けがあるから今日2番から通しんで、7番が村だったら僕が釣られてもいいんだけど、そう、占い結果、レインボーってやんないだろう。だから5番が7番投票します、二番が8番に投票してるこれは2番でしょうね。あのー、順番ってね、教師用できないから、だから2番でしょう。発言おかしいのに2番を残すと8番って奇跡だから、8番のせたなんか任せらんねえから、りで通しにしてかん今日2番,つてし 2> 2番つてをすれば終わります。はい、時間の無駄です。2ずりです。はい。 はい、強人しようないから、ローが多分しにくいから、2番で時間の無駄なんで、8番の中で任せらんねん。強靱じゃないんで、5番さん、安心して死んでください。ね、投票を始めてください。あやだ普通に考えて2ずりだろ。7番と8番がいれば村曲げるわ。あのね、ローは強人しようしにくいから。で、2番の発言がもう。 なんかやばい発言連発だけど、それでも5番行くの、この村。<番>奇跡だと思うわ。この村って奇跡だと思うわ。この村って奇跡だと思うわ。五番。それに考えて2番だろう、5番なんかねえだろうじゃない。いいよねえだよいや、分かってるでしょ。5番がローだったときに3がまなきゃいけないって言ってんだから。 そう、二番が八番紙してるんだから、そう、わかるでしょ。三番釣りで勝ち番面でしょ。いや、わかんない。9、1に強人がいた場合って二番って罪なんだけど、七番今日じゃないから、じゃないって言ってるから、今日まあいいんじゃない三神で勝ちっすね。なんかヒロちゃん、最後の最後だけなんか二番投票してるね。なんか冴えてる。ヒロちゃんね。そう、いや、あのね、名前変えてんだよ、ヒロちゃん、僕、うん。これ人の名前使ってんだよ、僕さ。あそれは初対面。 だと思うよあのー。何回も,何回も損してるよヒロちゃん僕とあのねまあいいや。勝負どこで輝くのは俺だよ。勝負どこで輝くのは俺だから。別に。2と5なら2番ローしかないのに。2番に行かない村が俺奇跡だと思う。ああ、もう守るこねなから7番で。うん、2番ずり。 2番の発言が一番おかしいのに誰も2番のことを白いと思うっていう8番なんかに任せてられねえから真面目にせよ勝負どころでは合ってんのさっきの試合は外したよ勝負どころの精査占いさがミスったよでも5番に言うよ見てる人わかるよ俺7割8割9割あたりでまとめんだぜ結局この後どんどん勝負どころで当たるんだぜこのここ1番でどうでもいいとこなんか流したって勝負どころで当てればいいんだよ 先のゲーム外したよでも今日、今回勝負どこの2番5番セサはラク2番だよ。っていうかそもそも8番があれならもう無理だからもう。セーサーも霊能が出てこないんだからまず無理よその時点で。2番は終わらないセサしてるし、調子量がねえから2番釣りなの。うん。はい。ありがとうございます。いやー、ありがとうございます。まあ。昨夜死んだのは、 8番にりりで終わり 2> 2番のプレイヤーは発言してください,ださい7番さんしかいないんだけど、うん、これはもう2番に来るんだろうなと思っていうからもういないんだけど7番さんしかいきません ね、3番のプレイヤーは発言してください、2>, はい、2番いきます。はい。あなた視点ね、えー、リア強がいるってことで、俺がローになって36ローローってことにして、どこかに騎士がいるを言わなきゃいけなくて、7番って確定しろなんで7番いきますはありえないんで。はい。どうして、8番噛んだんだろうね。<laughs> あの日、俺噛んでれば78がいるんだぞ。2番はね、終わらない生産もしてるし。 うん。あと8番せずねえなと思ってたわ。うん。うん。だから、やっぱり外すなと思って。1、9、そして5。華麗に外すなと思って。俺、勝負どころでの輝きっていうのは合ってる男だから。3日目の勝負どころで2番取り下たでしょ ?10 回中7割、8割、9割まとめる人なの俺って。あ、普通の人5割以下でしょうん。悪いね。俺上手いんだよ。うん。勝負どころで輝けばいいんだよ。まあ、2番はもう2、6ロ、ローのただのラインゲーだったってことですね。2番つって終わりましょう。はい。 7番のプレイヤーは発言してください2に入れます投票を始めてくださいジョブどこで輝いてんだよどうなみで俺隠しはねえじゃん。認めてんださっきのゲームは面倒くさくなって負けたってもあの占いのシーン決め打ちすぎて負けたって盤面で見て負けたって言ってんじゃん2番 のプレイヤーがジゴ、イチ一九五つってる八番でね生なと思ったわ。うん、ゲーム終了。うん。村人の勝ちです。ああ、勝ててよかった。うん。いや、もっと二番持って遊びたかったんやけどな。まあ、回もじゃな一で落ちてるの分かったから、一、うん、で確実落ちてるの分かっ,とったから、一応れたから、一なんだゆっくり遊んだろう思う二番って変な発言連発だで。パズラで いや、あの、1位は、あの、強人だったから、あの、ワンチャン釣らせてもいいかなっていうプレイ方針で、ね、あ、そうなの。あのいや、釣られても、釣れたらきついってるのってのう、本当に冷静に考えて、これもあの、初日僕、嫌だけど、もう、こんなの見たくねえけど、<の>ど,うどうせもう、ロジック上2しかねえもん、もう。嫌だけどね、こんなの。どうせもう、可視覚だから、釣り切れて勝ち確だから、からもう。 奈良の村って基本持ってないから別にカシャブだから別に早う真面目に終わったけど16釣ったらあと釣り切るだけで勝てるからいやあの1釣ってで6で黒結果落ちたじゃないですかでえー、っと今回はなんか縄が増えたんですけど縄が増えなかった場合、えー、2日目黒出たらあの盤面が 二番モー強気だけどね。俺がローので村の時にはもうめちゃくちゃなこと言って俺に、俺に、俺が黒いって言うけどね。俺からするとめちゃくちゃなこと言われてね。俺が人狼の時にね。まあまあ、そういう。おい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 って。だから、あの、黒崎がある方を言うと、そのマリファニャちゃん、まままマリちゃんと、何マリちゃんだっけな、と、とある春の日はね、 異常な黒塗りするからね、俺にこいい。異常なレベルの黒塗りするのいいす <laughs> 俺の、俺のロックオン外さねえし、もう、人狼の時の。もう、もう異常なレベルで外さないし。ゃくちゃな、俺からするともう、無茶苦茶なレベルで黒塗りするからね。あ、俺人狼なんだけどね。合ってんだけどね。俺からすればうざいくらいもう、ねなんか熱造レベルの。もあ、よかったんじゃないあれ、ね、楽しかったね。狂人は えっとね、一番らしいよ。のなな一番。一番強靭。一番が強靭だって。一強、二六ローロ。一番強靭。だから、一二テージン良かったってことだよ。なんか、めたくさくて嫌だったね。そうだね。うん。まあ、勝ちだったから、いつからでいいんじゃないうん。うん。うんうん、並の巨人はあま追ってなかった。うん。ムラムラなってくれないかなと思ってた。<laughs> うん。ん え、6占いじゃなくて、村っぽいところあって欲しかったなぁと思って、九か二の。6はすればいいし。うん、村なんかなと思って、クが。ああ、だったら占ってよかったですね。7番さんのあの精査的には。うん。うん、6すればいいかなと思って、うん。6の巨人はなさそうで、村っぽいんじゃないかなぁと思って。まあ、5番をしてからかなりのレベルの陣害だけどね。<laughs> かなりのレベルでやばい <laughs>。5番でいいじゃんって言ってる時点でまずやべえなっていうレベルだけどね。実はね、真面目に言うとね。6番の5番でいいじゃんはやべえと思う。5番でいいじゃんって言ってる時点でもう5番なんか大体もうメタムラだからつまんねえほどの、あれだからね。メタムラってめんどくさいよね。柱なんかしないで5番ずれでよかったんだ、初日。真面目にやらないで。 心労かわいそうだし、そしてだら2番勝ってたんじゃねえ。あれ、この村ミスリーっていうか、2番の発言は変だったよ。人任せして責任、転換、方式しようとしたけど、まあ、さすがに勝負どこの3日目は外さないっすわ。<laughs> 5番は、まあでも余裕があると思ってやったかもよ。他の人は勝ち格だからもういいやっていう。強人使用しないから。もう極端に言うと。同時に巨人はね、 ね、どっちかと,としない方がローだよ。ローしにくいだろ。そんなことしたら怪しいと思われるから、さっきの5番みたいに釣られっから。どちらかというとの話ね。する人もいるよっていうのを言っとく。確率のお話ね。基本はそうなんだよ。基本はまず理解した方がいいんだよ、パーセンテージは。基本の確率を理解しながらゲームをして、そこでうまく逆の精査をしていきながら、 あの、勝ちを目指すっていうのは、一番正しい人狼ゲームなだけど。わりに渡していただいて、この人は無理かなっていうのがと、ね、いうよりも、発言がドス黒すぎんだろう。二日目で黒いだろう。あ、そうなんですか。五番さん。どうですか。わかんらん。結構誹謗中傷が激しいです。あの、彼女、女性なんですけど、結構暴言、誹謗中傷がすごいんで。女性ではあるよ。多分、この女性だったよ。七、ね<彼>ね、番さん、一応、五番さんは、言論以外の要素で釣られたら、えっ、ー、と。 ひがみを言う人。じゃあ、言論よ、いいんじゃないでも、この人、あの、ルームバスターやってる時に、自分でルール説明で、うん、あの、誹謗中傷とかは特に制限しませんって言ってるから、多分そういうこと言ってるだけだって、ルール上、誹謗中傷ダメって言われたら、多分大丈夫な人だと思う。おうん、いいんじゃないうん。ね、うん、その要はその言論以外のより、例えば、釣られた時に、えっ、ー、と、まあ、狼でも、シ占い師でも、えっ、ー、と、要はその文句を言って終わる人ね。 分かりやすいじゃん。ゃ性格、5番の性格見抜いてんじゃん。フィーリングで釣ってやろうで。で、聞こうぜ。5番の愚痴聞こうで。一番が言ってんじゃん、いいん5番の性格。いいフィーリングで釣ったらイラってくる人でしょ。ううあ,あ、俺は初日釣られたら無言にする人だけど無駄、まあ、だった人間だったら適当に発言するけど、適当に。ちゃんんんとやっっててるのの知だだけどただ言論以外かからの要素でなんか フィーリング苦手なタイプだね。あははフィーリングも大事だね。6でいいじゃないまず変だねいやいや。一番普通やでうん一番は普通です一普通しょ ?1 番さんあなたです。あなた出ていった方がいいですよ。というか、8番ってあいつだゃね分かよー多分言わ。こういうふうに言われているのはしょうがないと思うよ。日頃のお金がやっぱ悪いっていうのが、こういう状況でやっぱ出ちゃってるわけだから。 さにも番さんは結構トリッキーな動きするけど、あの、別にまともにゲームはしてくれてるんで、5番さん、あなた、他の人に対しての暴言、誹謗中傷がすごいです。お前もだろ。あなた無理ごでねでそうなんだ。俺、岸持ってんのに、投票してくんねえ村に切れ,<の>切れ,切れて切れないで、にいで俺に切れな切れたのは君だろ、はい、8番よ信用らないでということは、誹謗中傷ありルールですかなしにすればいいじゃん。別に何でもいいですよ。なゲームになればそれでいいです。ゲームにならない人は嫌ですね。 誹謗中傷なしでいいんじゃないですかで、あったらすればいいんじゃないそしたら解決するんじゃない ?5 番も言わないでしょそしたらみんなハッピーでしょ誹謗中傷なしで。おう,うん。うん。あと6番が3番に対して嵐って言ってるの俺気に食わないです。俺3番さん普通にやってるんで。あ、3番はあ昔からやってる、<laughs> あの、かなり有名、<laughs> 有名な人だよ。うん、なんかあの、3番に関してはなんかいろんな 意見があるんでまあ、一回ゲームやってから判断すればいいんじゃないかなと思います、ロ番さんには。まあ、僕ね、まあ、はいえー、そうですね。まあ、いわゆるレジェンドですね。<laughs> 初ポイン追加なし周目以降もう高い試合数やってから、そこも出たから、なんかやって、ちゃんとやってから、叩きし,しは別にな私、うん、の方がハッピーならなしで行きましょうか、ね。ハッピーでいいじゃない。はい。で、えっ、ー、と。 最初になったら、狼自爆でお願いします。誰かいなくなったっぽいえっ、ー、と、8番か。5番蹴ってほしいんでしょ要するに。えねえからもういやっていやと9番からでんいっときましょう。だから6番ってど,どういう人なんだろうねやばいなと思いながらもう。はい、A、9から1。はい、2番さんどうぞ。はい、2番です。3です、4番さんどうぞ。はい。僕はね、ここ割れるタイプよ。ああはい、俺は割れるタイプよ。えー、8番さん、ラスト番賞です。 要するにさっきの8番は5番切ってほしかったんだよ。えーと、に言うとね、テンプレです。テンプレで、僕は,は村の役、からやってる人でレジェン、レジェンドですねはい、今は自爆。はい、配送になったら自爆お願いします。はい、以上です。はい、楽しんで。だってさっきの村もそうじゃん。うん。あ,あその前の試合は外したけど、別に10回中7、8、9割くらい当てるから、別に普通の人よりも精度は高いと思うよ。<laughs> あ、勝負どこで どうでもいいとこはふざけでやってるけど。<laughs> どうでもいいとこはノリでやってたりするけど。夜が本当の勝負のこまとめ上げてると思うけど、結構。試合見てるとわかるけど。うん。うん。うん。あ、まあ僕割り切ってるから、どうせ失敗は、人がだって下手すれば5割、5割、4割あるんだぜ、人の失敗って。下手すれば6割ある人いるぜ、4、5、6割。失敗なんか3割からだ、俺。3割か2割か1割。うん。 だから別に、一回ぐらい失敗したっていいやと思ってゲームはしてるけど。あ、ありがとうございます。あ、さか8番を噛むと思わねえしな。どうせ俺噛まれんだろうなと思って。俺何にも明言してないっていうか、俺が、俺こそが2番おかしいって連行してんのに俺噛まないっていうのがわ、ったけどね。8番が2番行くって言ってるで、8番の村だと思ったからでしょ、多分。俺一応ステイ入れてるからもうステラって。もういい、守ってないって霊能なんか。2日目だって、占いに噛まれんだから。 3日目八守るって。うん、ありがとうございます。でも、逃げ口調べできてよかったです。でも、疲れたね。でも、当たってる、まあ、勝てる時に勝った方がいいよ。難しいとあるよ。ほんと。は人がミスをしているけど、勝負どころで意外と僕は合ってるからね。うん。 意外とっていうか、まあ、そういう結果になっちゃってないけど、ねうん、はい、8番です。よろしくお願いします。村人陣営でしたまあ、8番の思考開示をしておきますと8番はあんまり得意ではないですが、占い精査が重要だと思ってます 占いがどういう人権になるかは分かんないですよ。例えば占い振動、心境とか全然分かんないですけど、そこから引っ張った方が個人的には楽。こっちが真に見えるから、そこを白で弾いて、じゃあここがオオカミかなっていう精査をする方が個人的には楽です。まあ、そのためには1周目のグレーセンサー、2周目のグレー精査をえっと落として、新占いの方が真に取ってもらうことが大切だと思ってるので、もちろんグレーセンサーも頑張ります。よろしくお願いします。以上です。9番さん、どうぞ。9番のプレイヤーは 発言してください。はい、えー、占い使用します。2番さん白、えー、2番さんがランダム白と出ています。えー、っとまあ、そうですね。八、えー、番さん、えー、占い精査するっていうことなんで、しっかり、えー、自分を使命をあの確信してもらいたいと思ってます。っていうところで、あとまあ役はね、うん。 えー、八番さんのチャットの盤面で出ればいいんじゃないかなと思ってます。はい、まあそれまではね、えー、カリさんはまあ2周目までその盤面を見ながら、えー、出ても出なくても、まあ、自分のタイミングで出てもらえればと思ってます。はい、まあ八番さん、えー、まあ色黒はまだつかないっていうところかな。うん、まあ2周目、うん、ですね、はい。で1週目、まあ、みんなの発言聞いていろいろ。うん 占い先とか決めたいかなと思ってます。はい、二番三白でした。一番のプレイヤーは発言してください。さいはい、えー、お願いします。占い師です。はい、でえっ、ー、と白先は捨てます。はい、現状捨てます。えリ、ー、ウはちゃんとあるので、で九番さん二星です。はい、に二番白って言ってるんですけど、あの占い師はあの九人まで一枚しかないんで。 なんで、9番さんは偽で、えっ、ー、と、教授に出てるか、狼が出てるかわかんないですが。はい。まあ、2の囲いがあるかどうか、あんまりにしろではないことを言っておきますね。はい。で、えっ、ー、と、狩人は潜伏で、霊能は出てください。うん。ぐらいかな。で、もし、えっ、ー、と、霊能と狩人ド両潜伏で20番目になった場合は、村人は、えっ、ー、と、協力してあげてください。ぐらいかな。うん。まあ、2周目言いますよ、白崎は。 うんまあ、場合によっては言わない可能性もあるけど、まあ、レア系の場合です。言わない場合は。2>, 2番のプレイヤーは発言してください。うん、さい占い先を隠す理由がいまいちよくわからないっていうね。どんだけ頑張って考えたとしても、多分一番さんの思考を理解できる気がしないので、一番さんの2周目でその理由を話してもらって、それが納得できなければ若干一番のことに接しするって感じですかね。もちろん2周目以降、2日目以降、 発言精査で一番さんのことが真だと思えば一番さんのことを真と置きますけどって感じですかね。ただ九番さんに対しても一点気になったところがあって、八番って九番さんみたいな占い師のこと、占い師精査が重要やって言ってる人物だから、少なからず占い師の役職を持ってるなら八番に対して何かしら持ってる、なんか意見があったんじゃないかなって思ってるんで、そういうの何も落とさなかったんで、九番さんに対しても違和感持ってるって感じですかね。八番さんは二週目って感じですかね。はい、さよなら。 3番のプレイヤーは発言してください。はい。QI は進行論で一番はおかしなムーブだからわからないですね。はい。まあ、あっちの言う通り、占いから入った方がいいんじゃないですかね。占い精査ないグレーの精査の方が難しいと思いますよ。占いの方が多分何、何パーセントか確率は高まるんじゃないですかね。精度,精度はね。うん精度の。精度の高さはね。うん。だって完全グレーって一番難しいからね。ただ、一番が真だったら、 あの、普通にやった方が、芯取れる可能性はあるんじゃないかなと思いますけどね。うん。二番も不思議に思ってるように、他の人も不思議に思って、そこからマイナスからのスタートになっちゃうんだけど。音の理由がないと。占い先言って、ガジンコで勝負したらいいとは思うけど。まあ、占いもできれば決め打って、まあ、最終的に決めるですけど、で、霊能も決め打つ努力はしたらいいんじゃないですかね。うん。すり切られたら嫌でしょ、霊能の人も。うん。って思いますけどね。で、縄も無駄にしないで、やった方がいいんじゃない ?91 の生産は難しいから。うん。 4番のプレイヤーは発言してください。は,さいはい。まあ、進化にせかは難しいね、確かに、ね。9番と1番は、感じで思ってます。2番に思ったのは、8番が、まあ、進行路、試、ま、行、あ、開始で、まあ、占い師の精査をが大事だと思うみたいな。 ことは8が言ったからって、9番自身が占い師を持ってて、8番に何かしらの意見なり感想なりがあってもいいっていうのは、そうって思って聞いてましたね。別に、俺が占い師っても8番がその進行路を言っても、あっそうとしか思わないんで、なんか別に思わなかった、2番みたいには。はい。まあ、2周目回って、まあどうなんだ 考えるって感じですかね。5番。のプレイヤーは発言してください。さいはい、もしよ、特にありません。四番さんは最後の方が。あの途切れてましたね。<laughs> ってことで、番名は把握してます。うん、まあ。まあ、死んで見れないかな、基本的には。な 取得でできる理由ないと思うんですよね私は1番さんの子っていうのはまあ1周分考察無駄にしてんのとほぼ同値やし真だった時に落ち度を作るべきじゃないと思ってるので真占いはまあだからその意識も低いな <laughs> と思ってるので2番みたいにまあ若干覆る可能性もあるとかはまあ私はほぼ思わないですね1番に関しては。 って感じです。番 1>, 1番もさ5番のことってフィーリング入れない人なんだろうな。みんなんで1番は5番の人にこのプレイスなのに。1のシメンはないんですよ。<っ>でも2戦もないじゃないですか。1枚さ、ね、しない人は、ね、フィーリングでや。9番が圧倒的に2戦だと思って、9番って役職は8番の位置で出ればいいと思っているとは言わないんですよ。9番が占い師という役職を持っているのにその発言が出ないと思っているんですよ。 どちらかというと、9番の,その役職は8番で出ればいいと思ってるっているのはらしてるのはずやと思うので、9番が売らない人という役職を持っていないと思いました。そして4番が言うように、2番が言った9番への、8番が売らない精査が重要やって言ってるので、8番に何か意見がなかったのかっていうのも、不当でしかないので、4番で言うと9番してで8番に何も思わないのが普通なので、僕は急にいろいろの大切りを追っています。で意見が違うので、5番は釣りたいです。以上 7番のプレイヤーは発言してください。2>, なんか2週目聞いて1番がしんぽいなって思ったら5番、釣りでも6番の意見は飲めるかなと思っていて。でも5番のその,なんていうのかな理由を言って、2週目の発言、占い師の,その全部開示した状態の発言を聞いて、別にそんなにしんぽくないなって思ったらなんか6番かなっていう風に思っちゃったぐらいかな,な。 うなんの全部出てこいみたいのでしょ、全部出てきてって話でしょで、それって別に真だったら言わないっていうのは、6番はめっちゃ不当だなって思っちゃった、それはね、ただ、その91については、そのなんかまあ、いろんなムーブをしてみようっていうところは、まあ、それって多分その村を勝たせようとしているムーブじゃないかなと思うんだけど、1番に関して。91の真偽でいうと、1番の方が若干考えて動こうとしているんじゃないかなと思っているから。 6番はそこまで悩んでない。悩いんでない結局はね、以上。8番のプレイヤーは発言してください。例のです。例のです。ですはい。おい、一番が占いなのあの、なんだけど。表面固定でいいですか ななんだけど占い先言わ番、えー、と1番さんが進学したので1番さんじゃあ2周目のあなたの位置で結構ですので白先は出してください。アロタはグレーで気になる位置についてはね<い>正直7番さんが私一番気になってて6番さんの5番さん釣りたい理由っていうのが納得できる場合って一番が圧倒的なシーンになった場合ってことでしょしでも6番さんの発言を7番さんが解釈した場合って9番の発言が変だ、うん とは思ってないわけでしょその視点の場合って9番1番精査をかけた時に7番3視点9番1番の審議がついてなかったわけだあの段階で多分他の人たちが言ってることも同等だと思うんだけどそうなった場合ってじゃあ5番でいいかな1番の審が上がればってならんくないなんでそんなに6番3に便乗できるかがわからん6番3に関する理由については7番3と私は同意見はあったでも きょうグリーン詰めては良かった、ね、いいと思ってる一番下に白先次第だけど二番白じゃないっていう肩の注射位置が痛いてはただ六番さんが言ってる二、ね、番さんが九番に求めるうんぬんの下りやったじゃないですか四番さんの発言借りてそれはめっちゃ同意できた,できただから二番がグリーンではじ外,れた外れたんだったら二番七番あたりから釣りたいかなって現状思ってますかねもし次をだったらそれは一番さんの指示に任せます あのさ当初クリックだったらたたゲームなんねのしのができたらいいなんだろうよで。でも人類のーーん完全レイが面倒くせえって言ってのに言うこと聞かないものよなまあ出ればいいだろうはい。えー、自分での シーンですねえー、っとだからこの2周目のチャットの時にまあ出ようと思って、うん、で平和村作ろうと思った、うん、作戦見事に成功ね、うん、で人、えー、外がまあ一人しっかりあぶり出されたっていうところで8番、うん、で、えー、そうだね狩りはねこれまあ例の釣り切りになるか、うん、と思うんだけど、うん、まあ別に例の釣り切りで OK、うん、自分が強人だったらねこれ絶対に、えー、12でこの 一番との対抗で、えー、バトルするっていう、それでグレーをつ詰めながらっていう、そういう進行を取りたいと思うんだけど、番の自分は、お子さんがバラしてくれるいから、8番人間がバラしてくれないから、彼は誰もが必ず、これ一緒に潜伏してくれねえから。<laughs> うんえー 強いと思うから、で一、まあ、番さんの進行に従うんだけど、一番さんの、えー、白先によって、えー、釣り先変わる、うん、グレーから行ってもいいし、えー、例の釣り切り、うん、どちらでも OK、うん、まあ8番、多分、ねうん出るしかなかったっていうところで、強靭名高いかなって自分は思ってる。うん、だから 234567の中に二神路を隠れてるんじゃないかなと思う、うん、まあここでね一番さんの、えー、占い結果を聞いてまあ盤面が、うん、だいぶ絞れると思うあとあのー、西色っていうのは消えたからねだからその辺のところ、うん、ただ逆に、うん、グレーでは6番が怪しいよねなんか盤面見えてるのか結構 1あの芯っていうのを決めつけて1にすり寄ってたっていうところ、うん、だからひょっとしたら自分2黒に白が刺さってて入力もあるのかなとは思ってる1番さん進行まか、あ、っ1番のプレイヤーはいいんだ平和になったので理由は解釈しますでえっ、ー、と白先は伏せます で、今日は、白、え、先、ー、を言わないことによって、霊能から絶対攻めさせます。で、2番、7番は全員スむらしいようで、お願いします。えっ、ー、と、カリードイチを、えー、隠してあげてください。で、えっ、ー、と、この平和でなんで白先を捨てるかっていうと、えっ、ー、と、占い抜く前提で白先を噛んでから占い抜く、えっ、ー、と、カリードイチを狭めてから占いを抜かれる可能性があるので、白先ををよず、えー、と,と、まずよあと、霊能から絶対にロダをかけたいという。 えー、意見が僕の方が強いまあいいよもう別に合わせるよ、はい、別に俺はすまんけどっなのでで他の人は多分ブーブー文句言うと思うけど、えー、は俺はね別に申し訳ないレ、えー、ジェンドだからその試合もやるよ一番望むならその試合できない,いなただね他のやつらの生産は絶対できないからだからローソロックスにやれってのに他の人ができなくなるから発言しるしねえから他の人は <laughs> 狩人かまんやろ <laughs>。一番連価じゃない潜伏するっていう選択肢を取るなら、<coughs> 普通に考えれば。意味がわからん <laughs>、うん <coughs>。まあ、そうね。一番のことを死んで盲信し,してたっていうのが、6番と、 6番っていうのが、まあ、盤面見えてるなと思ったけどそれって69狼とかじゃない限り69狼もしくは6二狼の究狂人とかじゃない限りは盤面が見えないわけだから6番の黒っていうのを見えすぎているからっていうのが僕目線は否定できると思ってるうん <laughs> う やけん9番のその思考っていうのが正直よくわかってないっていう話。まあ僕が自分の白を知ってるからってだけの話なんだけど。うん。<coughs> そうね。正直5番とかに対して同意なんですよね。うん、1一番の理由が全くよくわかんなくって。理由聞きましたけど。うん。<coughs> うん結局白先ないからどこが白だから、そのどこが人狼だとか、もう。 言ってもしょうがないか。うーん。まあ、一番のらりくらりしてたのは7番だなと思いましたけどね。ラス1なのに5番、あと、1番がシンぽいなと思ったどうのこうのみたいな話がすごいのらりくらりしてたなと思ったから、そこが一番やしいなと思ってるくらですかね。4番とは若干視点が違うけど、そこがクロースだとは思ってない。3番のプレイヤーは発言してください。うん、9でいいでしょ。振り切ってるし。 釣り切りって言ってるし。うん。恥しんでいいでしょ、もう。釣り切りって言うなら、それでいいんだよ、もう。うん。間違ってることを言ってんだから。子供にしつけるようにやるんだよ。もう釣り切りなんて言ってる霊能は、もう、信切られてるっていう勉強させなきゃダメなんだよ。エマ村ムラダを作ったって弱いでしょ。エマ村ムラダで負けたことがないのかなと思うわ。だから9番、もう8番シーン、それでいいよ。で、1番の結果の2つ落ちるんだから、1番の言う通りにやりましょうよ。もう4号6 7ヤグアブリマンを釣りましょう、明日。何やったの釣り。 一番の進行を飲めないなんてありえないでしょ。餌朝すればいいでしょ。別に九か八釣られるんだから。適当に言とけばいいでしょ。二四五六七にどこに二郎いるかとか、味球も混ぜて言っとけばいいでしょ。今日は釣られないんだから。うん。それも言わないでね。役あぶりはしたら、ややつから釣りましょうよ。もう明日4、5、6、7。一番の進行で行きましょう。もう。はい今日、まあ八球だから九行きましょう。はい。四番のプレイヤーは発言してください。まあ まあ、9番から行こうかなって思って聞いてましたね。まあ、なんか、スライドした理由の説明長かったし。 一番に言うとね、自分の村よ、二番が村か分じ分ないか知らないけど、ね、二番目になるわ。かだ,ったしだからダメなんだって。グレーセッサーあんましてないなって思って、<も>まあ最後にやってみるけど、激悪だと思うよ、これ。曲げる可能性あるよ。ただ二つの結果落ちるからね。あの段階初級じゃしろじゃないよね、本当に。新格みたいなのおかしいねって。まあそれは、そうだけど、それはそうだけど、9からかな。どっちみち。はい。 まあまあ8番つんなくていいんじゃないかなって思ってきた俺も若干5番のプレイヤーは発言してください,ださいはいまあ1番が確か追記って言ってた気がするから1番に合わせればいいんじゃないかなって感じですね例のキつウツが追求かはあんま決めウ で、勝てた試しが、あんまないんで、次切りたいなと個人的には、思ってますけども、今日は九番からいきます。まあ、九番って発言精査が、まあ皆無というか。か発言の中身は。そのムーブの言い訳と、んまあ、そのムーブの言い訳も、全然その。新要素になってないし。六から一に向いてる。 発言の中身じゃなくて、ヘイト、その矢印だけですり寄ってるっていう考察をして、発言の中身一切取ってないんで。9から釣ります。で、まあ、67から言われてることは基本的に飲めないっすね。1番が死んだなんて、当時は全く思いもしなかったんで、ムラリも人外りもないって言ってるけど、目はラりないんだから、死んないでしょって話だから。人外りは逆にあるよ。別に一が人外であの行動する。 理由は逆精査で真とか強人だからとりあえず釣らなくていいで23日目まで残って PP で勝つみたいなのとかできるからだから6番の一定コード全然飲めないし7番もその6から9に対して向いてる内容が不当だって言うんであれば、まあ、7番の方絶対おかしいでしょ56でくら比べた時にその6に不当な要素取ってるんだったらなのにもかかわらず 結論で、まあ、でも、6はそこまで怪しいんでないって言ってんのもおかしいし。で、1が死んだったら6釣りで、2だったら6釣りでしょそのロジックもよくわかんない。まあグレーー6かなかなと思ってます。条件はね、必死占いをしない。いこれが条件。ししね、苦しい条件は、必死、えーまあ、占いしないが条件。 だけだったらもう2番しかねえんだけどっていう、騎士が持ってないのかっていう、そんな消極的な占いしなくていいよ。出来役だよ、これも言っとくけど。あのね、圧倒に勝つか負けるか。中途半端ない。多分これ、この負けたら1番だからいから, <laughs> そからで。それが意味わからなくてさ。だからなんか2番って9番のクロってねって思ったんですよね。 で7番がおかしいのはもう8番の言った通りですね。現、は、状、い、9番、ローへと考えて1番つながるのが2番で、7番は単体で1番おかしい。3、4、5は正直色落ちてないんですよね。はいまあ、9番釣りますね。以上7番のプレイヤーは発言してください。さい自分も気持ち的には9釣りだけでいいと思っていて、8番は別に8番の引っかかるところはまあ別に許容できるかなと思った。 もう一回説明するけれど <laughs>、あの、19審議では、あの時点では1の方が、あの、芯があるかなっていう風に思ったんだよね、その時点で。<laughs> だけど、えっ、ー、と、6が9に突っ込んでるのはおかしいと思うよ。だけど、6が19審議で、1の方を真に見るのは分かるから、6の意見には乗れるかなっていう風に言ったんだよね。そのぐらいかな。 あまあ、その、それだけなんですけど、まず、あ、その、一番さんが27が、すむらしいよねっていうふうに言って、あ、いいんだって思って、じゃあまあ、とりあえず、すむらしいをしますけれど、私的には、なんていうのかな、その、一番が、今、占えてるところが何、何 2>, ?2 から7まで、偽装すむらをりるしろとって全員が、死を一応特定させるなってう話だな。すむらしいをしなくていいし、全員やんなら全員すむらってことだな、ね。 石をとりあえず守れそうだな石を守ってあキューバが地鶴り飲むシーンだったらいらないからもういいよ子供に教えらんないだろうよ地鶴り飲んでるキュも子供にしつけらんねえだろうで人狼ゲームで子供に教えられる地鶴り飲んでるシーンがいますって教えられないんだからだからプレイスタイル変えなきゃダメだシーンだったらプレイスタイル変える あえてくれなきゃ。自撮<番>り飲んだから釣られてんだよ。発言してくだ。とうに釣られてんだよ。はい。まあ、自分もう真なんだけど、うん、もう本当に。なんだろう。うん、このムーブが。偽っぽく見えたのかな。うん。ただ、本当に、強、うん、人だったら、まあ。うん、絶対一と。戦って、ええー、一週目残った方が得だし。うん。 恐ブー分のロード可能性あるから、8の9クロはかなり信じるよ。8の9クロだったら信じるんよ。本当に9クロ信じるよ。9の方が信じる自分としてはね、まあ2週目。普通の人って九万シーえでしょ。初週の発言が1怪しいっていうところから、一を信って言ってる、なんかその辺の変わり方から五も怪しいなと思った。それで、まあ、え どうせ例の釣り切りにした方がいいよ。決め打ちは負けるからね。うん。あの、黒出ても信じないで。うん。いや、黒出た方が信じるわ、俺。本当に黒出た方が信じるわ、俺は。れは信じないと思うよ。騙されると思うよ。俺も黒出たらね、8ち心機め打ち。あ、マジなんだ、俺。割り切り。もう。普段の真面目にやらないんだから、生産ミスの人って言われても、俺は知らないの、この試合。 真面目にやんない人がいるんだからしょうがないじゃんって話だし。がつく月国の土星論しか俺言わねえな。照えちゃうな。まあ、勝手にすればいいじゃん。うん。人にやんなったら、まあね、球団が悪いんだって。真面目にやってくれよ。芯を取る話し方を研究して、すり切り飲んでる人って、真とは思えないだろう。狂人か何かか、牢でやってるかっていう風に勘ぐっちゃうだろ、人は。 一番どのあれだから降りましたって通らないでしょそれは子供に言えないでしょう9番のムーブがこれが真に見えるかってこんな精査が9番の方真と見る精査なんて絶対けどあささまるから九番の真でも9番の偽に見えてる人の方が多分伸びるからがましたマジで言っとくわ9番が悪いんだもんこれウクロだからウクロでしょもうこんなもん3番 のプレイヤーはは発言してください、はい9白、うん、?7 白2白7と2の白ねああはいえー、っとね要するにもう4568に2牢いますよはいだからまあ8つらなくていいんじゃないですかもうまあ8番が陣外でも大丈夫9番456のロー当てればいいんだから7番1番2番7番2番ってできるやつらなんだよ安心しろよ 俺以外で、8番がたとえ陣外でも、俺は村だから、456のここのところの牢釣ればいいんだけど、はあ、9番強靭。まあ、8番の陣外は、まあ、いいや、8番釣らなくても、456行きましょうよ。もうそういう進行を通るしかない。ま、あ1番に任せるよ。釣り切る進行がいいのかっていう。俺は456でもう勝負して、します。外したらもう9番が悪いってことで。はい、以上です。4番のプレイヤーは、 発言してください,は,ださいはいまあ任せますね、うん、1>, 1番とかにうーんまあまあ俺もだけど3番結果なんかあんま精査してないなみたいな印象でしたね6番に昨日思ったのが2番 で、6級否定してたのわかんないんだよな。9番の発言で、要は6番さんが1番あの段階でシーンって言ってるのが、うん、盤面見え,見えてるっていう発言をしたから、あでも盤面見えてるときって、要は96か9強人の62ローのときしか盤面見えてる狼っていうのはないからっていうことで。 言っててで、9番目線は要は自分が初週に2番で白を囲ってたからじゃ26でじゃあ6番が9の2線が見えてたんじゃないかっていう発言にはなるしだから2番からしたらたそれは2番自身が白だからそれはないっていう話であれ、その時って2番ってだから6番は盤面見えてるなんてことはないんだみたいな話になってたんだっけだったら 69だったら見えてるよねっていうのは通るんだけど、そんな発言してたっけわかんねえな。なんかあんま、まあ俺が覚えてないからかもしんないけど、なんか、あってちょっと思っちゃった。って感じっすね。まあ、遺言の9番のなんか5番に言ってたやつがよくわかんなかったからいいんじゃないですか。8決め打っちゃって。なんか、なんだっけ。あ 2週目1のこと、シーンって変わったのがおかしいとかでしょおかしくないでしょ ?5 番のプレイヤーは発言してください。さいはい。えー、っと、まあ、現状3番、4番が8番を、うんと、ひつりだっていうか、シン決め打ちやっていうのであれば、そのおかしいところっていうのはあげるべきかなと思ってて、3番は。 見つければいいんでしょうで終わってるし、4番が6番に行ってその内容自体は、ちょっとなんか、私もその話はちょっと全部を完璧に覚えてるわけじゃないから、そこのは1個の話題だけでめっちゃ時間使って精査してたなって印象で、そこは私もあやふやなところがあるんで、4番が濁ってるって感じですね。い一番釣り切りって言ってたよね、昨日っていうか。 8番がもし人外、まあ、狼とかだった時って、3、4、6、みんな8番新,切りあ新決め打ちって言ってるからさ、全然相方あるんよね。まあ、9番みたいなさ、残念シーンとかっているから、たまに。発言でシーンは全く終えないけどね。まあ、どっちもいいや。決めても、釣り切りでも。6番は発言ではおかしいなと思ってたけど、1周目のとか。で、2周目なんか、 6番が狼だった時の黒のリーチって5番しかなくねって思ったけど全然5番にヘイト向けてこなかったなっていう印象ではありますねなんか後ろ出てた時のためのなんかその保険かもしれないけど3と4分からん3番考察してないし4番もそのなんかあんま私が覚えてない話だけをずっとしてたんでちょっと精査できないっすね8 まあ真で決める、まあ、決め打つタイプもいるんかって感じだから、その決め打つ決めたないでもう精査できないから3、4は。わからんわ。6番のプレイヤーは発言してください。まあ、あの5番は4番、3番がなんか要素言ってないって言ってましたけど、4番はちゃんと言ってたら9番の2れる要素をね。だって9番って5番がいきなり 一周目に一番に出てって、一番死んで変わったのかもしれないそれ一番に近くしてないから変わるでしまったんだろう。中盤に一石決め打ちでいいでしょ。じゃ、決め打ったらもう実戦は3、4五の釣り切りでも考察しなくても勝てるんですから。はい。いや、絶対8番新決め打ちますよ。8番絶対釣らないです。で、5番に言っとくけど、あの、俺はね、あの、5番が別に陣外やって昨日一言も言ってないんですよ。あの、一周目にあの5番とは占い精査が合わんから、邪魔やから陣外表になり得るから5番は釣りたいって言っただけで。 で2週目は5番は色落ちなかったら色落ちないんだけど。俺が疑ってた位置って、まあ、の2、七なんですよね。1週、2週目から。はい、3、4、5。どっからでもいいっすよ、ねど。どっからでも別に勝てんじゃない勝ち進気言ったら勝てますよね。はい、7番のプレイヤーは発言してください。 これなんか今日話す話じゃなくて昨日な昨日思ったことなんだけど、昨日1がなんか伏せた時ってもしかしたら1が霊能とかで9が1角するんじゃないかなみたいな風にちょっと思ったんだよね。私がそうやって思ったってことはきっと人外もそうやって思ってるんだよね。うーん。まあなんか私の信仰としては8まで釣り切るけれど、なんか9が強人で、なんていうのかな、し、その、 えっと、平和村になるっていう場面で例ので出てくる意味っていうのが見当たらないんですけどって思うから8まで釣り切るけどっていうかなんかもうもうなんか今日って8釣って1噛まれてだから別にあ,のなんだっけあれ出れると思うんだけど狩人ってもう全然すっきりしないはい以上8番のプレイヤーは 発言してください。七番さんが言わん。 ととしてるるこははね理解でできるんですよ9番っていう人物が霊能に降りた理由を考察した時に9番がオオカミで6番さんあたりから9番が偽だ7番さんの私の解釈が違ってたかもしれないが9番が偽だっていう考察をした場合芯取れないような進行を取る場合っていうのは9番がオオカミとして霊能で降りてロラかけられてラスール1逃がすっていう構図が一番楽だと思ったから降りたって思った だけど九番白だったんです。その理由については知らないです。七番さんの言いたいことはわかる、わかるけど知らないです。それで八番の偽って言われても僕は困ります。ただね、現状二番七番に白白結果が刺さってて、えっ、ー、と三四五六に二浪が走ってるっていうのが八番視点で見えたんですね。 じゃあ8番視点でそれが見えた場合に3番、4番、6番っていう人物が8番のシーンを決め打っていいんじゃないかって言った場合の精査ってどうなんって思っててこれ、1番3人は進行は任せるんだが8番釣ってみるか釣らないかっていうのは俺、5番さんだけがまともかなって思っててこれ、7番さん人もいるんだけど多分、7番さん視点見える世界って8番が狼で見えてるってことだよね、多分。 ああ俺負けたら負けたで一番が悪いってことで負けたら負けたら9番と1番が悪いからもう悪いってだけでありがたいんだけど負けたら9番が悪いんだから9番の精査なんかできないでしょそれは3番さんとかど番さんが言ってるように例えば3番さんって精査するとも456つりあえそれはそうなんですよ6番さんしても345つりあえそれはそうなんですけどじゃあ八番新ちの場合って345のどっか1個の村を置きたいじゃないですか それが欲しかったったてす1番のプレイヤーは発言してください。さいはい、まあ、ここで村の共通認識として、えー、とグッジョブが起きて多分お礼でしかないと思うんだけれども、ってなった場合、明日狩カリドは捨て声で3日目まで潜伏頑張ってください。で、えー、と2と7が白なので、狼の神位置は最終的に2か7番です。うん、で、2か7にカリドがいるのであれば、お互い守り合うことができるし。 で3456の中にいるのであれば2か7番どっちかを護衛することで今日は34568のランでで狩人は今、えっと、俺全部ランシー入れたけど釣られるかもしれないけど全伏頑張ってください、うん、自分の思ってるところに入れてください、うん、このね白崎セルってね結構有効で狼の黒縫いちの考察が用意できないんですよね なので今日は自由投票で。2>, 2番のプレイヤーは発言してください。34568。3, 4, 5, 6, 8, うん。どうすかね。僕はあのー、岸壁をしなきゃいけないと思ってるので、っていう人物なんですわ。あのもしここで例えば3458番のシーンを決め打って3456。 僕は8番のことを真だとは思ってるけど遺言自体9番を促成し、うん、しただここで3456でもし仮に7番が本当に素村で3456っていうのが騎士だったとしてあのー、なんだもし仮に騎士を釣ってしまった場合票が集まって騎士を釣ってしまった場合 人狼ラスウルに乗っ取られる可能性も泣きにしもあらずっていうわけなんで個人的には死ぬほど怖いから8番に行きたいって思ってる人物なんだけどうんグレーの考察しますする ってなったら6番視点で9そう僕9番が黒だったら6番っていうのが黒に相方になるかなとは思ってはいたけどそれ以外に見えなかったから、うん、<laughs> でも9番が白結果っていうことを白結果なら6番って限りなく白になると思うから6番弾いて3458から僕は行きたいと思っててうーんええー ちょ,ちょっと考えます投票を始めてください。あ,ありえんオラじゃないべ。<laughs> 3番のプレイヤーは発言してくださいまあ8番は俺行かなかっただけでまだましか8番も芯だったらさ5番連れていいだろう、うん君打てないやつなんてもう絶っていいんだよ、まあ、9の芯の可能性もあるけどうんとは思うけど 46に狂人が走っっててて8ロ分かってんのかの知らないけどまあ、4号行きます。もう私、う私に投票入れてるなんてもう5と4は悪だわ。3番なんて弾くだろ、普通に考えて。どこに俺の相方いるんだよ。もう4と5釣りは、6番、8番協力してやるわ。もう絶対許さんや、この,この4号は。制裁釣り。3番なんかに票入れてるやつなんてありえんだろ、村で。どこに狼要素があるんだよ。俺だったらね、もうあの、あれですよ。もう簡単に1番の指示なんか従わないからね。 はい、人間だったら、はい、もう5と4も釣り切ります。はい、以上です。4番、のプレイヤーは発言してください。はい。も、ま、う、あ、3番が何も精査しないから投票しましたね、僕は。まあ、昨日から、昨日からと、まあ今日からも何も、何も言ってないんで、結果的に。で、投票入れられたから、まあ4、号って言ってるだけの人物なんで。 普通に変かなって感じで思ってますね。知らんけど、村かどうかは。足でまといでは村だとしたら、ただの足でまといね。6番に思ったのはね、今日、<laughs> まあ、要は、9番の遺言変だったから、まあ、8番決め打ちでいいんじゃないか。だから、まあ、3、4、5に二郎いるんじゃないかっていうところまでいいんだけど、で、そこで、だから考察いらないで、自分目線3、4、5釣り切りだからって、吐き捨てたところは、 微妙だと思いましたよあの要は縄って足りてないから自分、自分が釣られることを考えたら。で、それって結局、えっと、まあ2とか7とか決めていくもんだから、投票っていうのは。自分が釣られないために生存欲を出すっていうのが、まあ、村だと思うんで、そこで3、4、5自分自身、自分目線釣り切ったら勝ちですねっていう縄計算しない感じで、なんか結構、 結構2周目とか精査力あったような感じしたけど、なんかそれで今日になってその感じは、まあ、割と微妙だなって僕は思いましたね。はい。まあ5番はなんか、まあ考え方の違いもかね、その9みたいなシーンもいると思うから8まで釣りたいっていうのは、まあ別に村でも人狼でもって感じなんで。 まあ、単体で思ってるのはさんがやばいっていうのと僕に関しては今思った要素って感じです五番のプレイヤーは発言してください,ださいはいまあ8番よりもグレーに名を使いたいなって思ったんで私は三番とか考察皆無の人間を釣っておかないと村か人外かさておき 3番最後に残して、まあ、私がいつ、まあ e、ポーズになることはないかもしれないけど2 7とかって多分生産無理だと思うから3番とかが最後残った時にだから積んなきゃいけないかなって <laughs> 思いましたねで8九はもう9番があのー、だったらまあ落ちを作りすぎてるんで 八番が人外でも、勝つ資格は八番の方があるのかなっていうのと。まあ、一番がね、もうれ、八番言えてないんで、決め打つっていう進行。なんでしょうね。って感じです。八番。のプレイヤーは発、まあ。発言してください。あのね。難しいなと思ってます。<laughs> 現状、2番さん7番さんっていう人物が8番投票してるので、おそらくですけど、8番つられちゃうのかなって思ってるんで、一応4番さんに投票した理由を言いますね。あの8番視点で怖いなって思ってるのが、9番強人が見えて、3、4、5、6に2両が走ってます。5番さん以外っていう人物が、8番をつらなくていいって言ってるんですね。なる特に、えっとまあ、気持ちいいよ。 よ8番視点はすごい気持ちいいこと言ってくれてるんでありがたいんだけど例えば3番さんの発言を聞いて4番さん6番さんあたりって8番の狼っていうのを考えないんだって思ったっすだから5番さんの思考がまあ普通かな一番いいかなっていうふうに思いってなった時に5番さん6番さんに対して言及をしてたけど番5番が狼だった場合って多分6番殴り倒すだけだと思ってるんですよ。 6番村、5番狼の場合ね、5番6番狼だったら知らないけど、この結果を見る限り、6番が5番に投票しているので、5番6番の狼っていうのはないと思ってるんですね。<laughs> どっちか1匹狼っていうのはあるかもしれないが、あんまり5番6番狼が見えておらず、3番4番どっちにしようかな、これは正直2択す。ただ、4番が3番に投票していることから、3、4に1匹、5、6に1匹っていうのが実視点見えてます。 これ、投票結果からかな。まあ、素直に見るなら3645とかじゃないですか。まあ、最終的に127、あと6番さんが今回入れられてないので、1267で決めてください。はい。よろしくお願いします。以上です。投票を始めてください。 4番のプレイヤーが選ばれました4番のプレイヤーは発言してください、まあ 4視点5番いかねえんだろ。う決め打ちするのに俺に行くって。ありえんだろ。決め打ちしない5番に。サントログは決め打ちしねえから5番行くって言っすぎるから。点合せ取れてんじゃん。4番なんだよ。決め打ちしねえ5番じゃなくて俺かよ。通常の思考だっていう考えって、俺が理由言ってなかったら通るけど。4番記地じゃねえんだろ。うん、じゃあもう5番でいいよ。五番ずり。味番六番勝たせるって俺言ってんだから。覚悟を決めてんだろ。生産ミスしたらが、土石に慰められてもらったらいいんだよ。ひろちゃん。 ダメだダメってね、ああいい言ってもらえたら私はね、しね嬉しいんですよ、彼女の心じでね。ひろちゃん、悪くないって。悪いのは4番だって。4番と9番の悪いって。まあ。あ4番の思考って一貫してないからないか。5番と3番って。普通に5番ずりだろ、もう108番の新ーン決め打てな、ね、い。5番ずりだろ。だろただ、8がローだとね、目を閉じてください64に巨人がいるってことになるけど。5番でいいよ。 8と5のつながりがやたら見えるな。5番、8番が5番いけねえんだったら、俺はもう制裁ずりで、あ、6番勝たせて、もう50で8番いきますからね。5番いかないってもう、私は脅してでもね、8番にプレッシャーかけますからね。正しいなんて言ってんだから、もうありえねえだろ。45だろ、こんなもん。45しかねえだろ、こんなもん。まあ、9番も言うよ。一応、みんなに言うと、9が多分例のことは言ってないんだよ。騎士のことは言ってんだよ。 二周目に出てきてください。多分それが伏線だったかもしれないんだよ。9番ってこんな人なんだろうね。いや、あの、ロラしちゃってて、ノリのお茶なんだろうね。9番は反省してくれ、これで。俺、ヒロちゃんが言ってんだから、ロラすると言ったから釣られてんだから。つまり何をするロラしてくれと言わない。言わない例のになればいい。簡単じゃないか。人の言ってるダメ出しを、ね、生かすんだよ。 ダメ出しはありがたい言葉だと思って学べばいいんで。そして素晴らしい例のようになればいいんで。うん。昨夜死んだのは。1>, 1番かよ。番5番に行きます。5番に行きます。2>, 2番のプレイヤーはい、小釣りだ。結果は、白。登録ロー,ローとかになりますよ、な8番に。う<ー>ん <laughs> うーんともし仮に8番が人狼だった時を考えると8番が人狼だった時はああもう考えても無駄か8番が人狼だった時は4番が強靭とかじゃない限りはあれだもんな、うん、8番自体は4番に投票してるから8運ロールはないし4番が強靭じゃない限りは PP になるのであれか 8番は死因を期します。もうこの盤面なら。しょうがない。うーんと <coughs>。そうなってくると、8番が人狼だった時に相方1って5番やったと思うんですよね。うん、で、えー、8番を死んだと仮定した場合、5番っていうのが弾けてくるかなって思ってて、仮に9番っていうのが、えー、っと、 黒だったい方一6番だと思ってたから56が現状弾いてて3番になるかなっていうのが今現状の僕が見えてる視点うんただじゃあ3番から何かしら黒要素が拾えてるかと言われれば考察がないよねくらいしかなくて1番の進行にのっとってたしうん。 そもそも人狼だったら8、九どちらえー、っと、9番のことを偽師してっていう視点自体がおかしいと思って、あ、3番のプレイヤーは発言してください。8、5あるかもしれないから5番から行きましょうよ。そんで6、8審議。はい。しょうがないよ。もう6、8、6、6だったらもうしょうがないよ。5番、4番がおかしいんだもん。4番ってさ、決め打つんだろ。5番しかねえだろ、投票よ。5番は何 ?8 番にひょ投票しないで、しれと3番なんだろ小ずりだろ、まず。前王戦が取れてないだろ、4と5って。 だからね、まあ8号あるかもしんないから8番が5番いかないんだったらもう8番つってもいいと思ってるよ。俺は本当にそれからのレベルだよ、もう。5番でしょ。8視点5番だろ。俺だけは唯一決め打つって言ってるで決め打ってんだから。一番正方形取れてんでしょ。ただ、わかんないよ、もう4と6に強狼がいて6、8でしたとかだったらもう知らないよ、もうそれは。9番が悪いんだから。一番こんな攻めしてんだから。小釣りですよ、まず。まあ5、6、8、6、8号って多分あると思うから、5番が一番安全だよ。 俺のつながりどこにもねえだろうよ。まず2番本当に正気で精査してる今日5釣りだよ。5釣りはい。5番のプレイヤーは発言してください。さい,いや、あの3番って何一つ説明できてないよね。昨日5番投票した理由も。 投、あのー、票になった後に4号はありえない制裁釣りって言ってるけどその投票になる前に5番投票した理由とかも説明できてないんよだって3番が8進決め打つっていうんだったら、まあ、8番が5番を、ま、唯一評価してまともだから8号とかっていう理由ならまだ100歩譲って分かるけどそのそれじゃなくて何4号が整合性が取れてないからって言ってるけど。 いや、取れてないの3番じゃねって普通に思ってますね。新決め打つのに、急に8号があるかもしれないから5番釣りっていうのは理由ないし、8号の3視点で8号だってあげてる理由もないし、そもそも同票になる前に5番投票した理由とかもうよくわかんない。いいよ、ないいよ。アークナイツのフォルムって人引こうわ。見てっからまあいいよ、もう釣られたら村が悪いだろよ、よろんなもん。36じ,ゃじゃん釣ってる村なんて。 8進、決めつつ、あった、なんか一発で。あオールン出てくんねえかなああ、決めつつの新しい重らオールン出てくんねえかなあったぞ。決か、ね、鬼滅は、もう私も。2考えたら8のロートはい三6だったら、番番は次5番して68とかねえのかよ。って感じで私は3つの理由喋ったんで。 3番って初日の2週目からずっと考察ス無でい一番の進行に合わせる決めてないのがおかしいんだって言ってるけどいかていう、ね。てうてか騎士いねえのかよ、まずよ。それで一番乗らない位置から外れる。よし、ホルダーだったっ、ね。っよし、悪ーないイつテンペスト特攻隊長ホルン。ん。当たったよ、特攻隊長ホルン当たったよ、おし、俺ついてる。3 <laughs>、4、5、6であの5番だけなんだよ8番を釣りたいって。 346って全員決めつって,ってた人物なんだからそれ決め打たら言ってる五番に入れるだろ三番とくわまともだろ <laughs> なんで説明できないと思ったおお言ってんだろ俺俺超言ってんだろ俺も、はい、当たったよホルーン悪なやつやってる人に、ね、<laughs> ホルン当たったよ<番>一発で<番>先生俺運がいいよ今日五番さ六八ロールを追ってくれよ三四六って全員 え俺ちょっと整合性取ってる、ね、で別にね58685856で精査してる俺正しいじゃん585668、まあ、もあるんだけど番5番が悪いよ騎士持ってなかったから7番が騎士だったらもう7番が悪いよ味のロアあるかもしんないけどもういいよもう味番が5番行くか行かねえかって言ってんだ俺はもう 多分ね、9番のマーキお仕置きでいいと思うよ、これ。普通、8に行きたいっていうのが当たり前だと思ってるから、かまあとりあえず、56のランでいいんじゃないかとは思っているけれど。5番ずりしかねえだろうな、ね。5番が真面目すぎて気に入らない,いんだよ。いいだよ俺ロジック言ってんだろうもう。全然聞かねえからこの人も。だから5番制裁だよもう。68ロールあんだろバリバリ。 やばいくらい6八ローラーあんだろう、バリバリ。うわ、からまあ、でもよー、7、8ば強人がいるんだろうね。ない強人がいるんだろうね。強人がいるんだろうね。うだから、本当は、安ンは6とか8なんだけど。でももう。難しい、厳しい。<laughs> 難しい、厳しい。これギャンブルだよ。4強68ローラなら負け進行取ってるんだよ、これ。 もうしょうがないもんだって、占い先を2番とか占ってんだから、もうしゃあねえだろ。どういうことウィンキーで6番村を弾くしかねえだろ、もうこうなったら。もうガチャは当たった。ガチャ運はあると信じて。新しい賞が出たけど。番が俺は村なんだろうね。あ、全然わ。<laughs> ごめん、あの、5、6でいいと思うけど、多分ね。 はい。五六ラはいいんだけど、ここ外すとやばいの。アンパイは六とかなんだけどね。でももう面倒くせえだろ五番手だよね。面倒。五六ランは飲めなくて、私は三番さんに投票します。あ、地獄ロードあります。四番さん五番さん。こんなのですか。三番に投票しており、えっと三番さん六番さんっていう人物が五番さんに投票しております。新しいの。新しいガチャラス。男性の五三六ランがあるんです。なんか一発で当たっこれは六番さん飲んでください。 ただ、六番さんの発言から考えた、五番の整合性が取れてないっていうのは理解はできるんです。八号でしかねえだろ、こんなもの八号か八六で、八番なんかの狼だろ。注意して。中で、えっと、五番、八番狼がある。五番、六番狼がある。五番、六番狼ってある。俺視点あるだろう。五六、六、八、八五ってあるだろ三番視点で、五番から,である番から。そんなこと言えねえ奴のほうがやめだろ。何考えてんの、この人。 るでも5番って言ってるのが、これは6番3に黒要素はないが3番6番にオオカミに見えます。ただ、8番視点で間違ってる可能性があるとしたら、私正直3号オオカミもあると思ってて、ね、その理由については、五番っていう人物が2番、まあ、が悪いから別に五番よ。決めようとなかったら2番が悪いだろう。こんなに3番の人がローに見えてるのが。白く見,見られるのって5番です。 大橋とかも追えないやつが2番だからもうしょうがねえよもうこれ昨日の進行で間ガいなりにも3番が連れてしまった場合だったとしても8番の新決め進行が始まる場合8番の視点でも一番の新章がよく見えてる人物三番,番って3番ってもう8番って新ねえだろもうこんなのよ新ないだろうこれよ普通に3決め打つって言ってる人が怪しいって言ってんだってこいつよど三番投票します。6番が村にかけるしかない 違和感に、8番のおかしな違和感に気づいたーーかけます。何をかけますだよ、これ。よろしくお願いします。もう、村が悪いと思うよ、な。5番だろ、う。8号とかもあんだろ。2番がロックを外さないと。まあ、8、6あるかもしれないけど、もう、しょうがないんだよ、もう。もう、投票でわかんだろ。8号の票が流れて、2番というのが精査できないから、しょうがないだろ、もう。3番弾けねえと言たいで、まず無理だもん、この人。3番。 のプレイヤーが選ばれましした3番のプレイヤーは発言してくださいまあ2番というのが至っても大問題だよね。3の村ってはじけない今ので8、5とか5、6、6、8って見えるだろ投票で。6番が8番頑張ってんだから6、8のつながりもあるだろ。8番の陣害を追わないで5番か6番に票を流せないんだから。 番ののは正正ししいいだだろう 5, 6, 6, 8, 8, 5, この3つが見えてる人正しいんだよまあ、2番じゃ無理だろうな。こんなの占ってることが問題なんだよ、もう1番が。もうレベルの低さなんだよ。2番って精度低いだろ ?10 回中5回からだろ多分当たらないだろ、勝負どこで。5か6、わ8の陣外も追わないといけないの。8番の発言って3番の人を決め打てないっていうことがもう、8番ってもう偽の要素があるのよ。 あの番面、5番釣れない8番っておかしいし、6番が8番かばってない6味のラインもあるから5か6だろ。3番だけ弾きだろ。8番が3番って言ったら8番の陣外も追って5か6のに投票流せないんだからもう2番が弱かったっていうゲームだな。うん。うん。もう無理だろ、こんなやついたら。こんなやついたら無理だろ。A、さんができないんだからもう、3番の人なんてどこに繋がりあんだよ。 全部あんだろ ?5 と5868つながりあんだろ ?56 これが見えねえんだろライン切りとかで追ってんだよライン切りで俺は占いで外したとしても合ってんだよライン切りで追ってる人のが伸びるんだよ普通のパターンで追ってるやつなんて伸びるわけねえだろ普通のパターンでしか見つけられないんだから難しいのが見つけられないんだようんだからいろんなパターンを追ってちゃんと精査しなきゃいけないのに村の投票が俺に流れてる時点でもう負けに決まってんだろこんなことが2番がわかんねえんだからもう恥ずかしいと思うわ 本当に恥ずかしいと思うわ。まと、あ、もな占いって5か6とか占いよ、まずよ。死ごろ占うだろ、まともな奴がよ。二番なんか占うねえだろ、まずよ。<laughs> 何占ってんだろうかなと思うわ。どこ占ってんだろうかと思うよ。二番占いってわけわかんねえんだけど、まジでよ。だから生産が濁るんだってよ。下手な奴を占ったって負けんだよ。うまいやつ占うんだよ。生産が,ができる奴を占うんだよ、まともな奴は。 ここが2番が残ってでも勝てるわけねえだろ。んだほんと村が弱かったわ。<番>58だろ、もう。5番連れねえ奴ら最悪だよね。わかった俺超上手いだろ ?4 番っていうのがいるから無理よ。2番巨人だからいいんだよ。いい仕事してんだよ。俺が村に見えんだろ合ってんだよ。絶対58らもあの発言。 もう67が弱えもん。真面目なやつって5番釣りだろ、真面目によ。58見えんだろ、真面目に。8番のシーンは多いじゃなくて、8番のローを追わなきゃいけねえんだよ。これが上手い人よ。だから5番でいいんだよ。6番は弾けんだよ。なら58でいいんだよ。絶対。あまあ、もう100点満点の回答してるのに、村が弱えよな。1 0百三3なわけねえだろ。3番とどこで繋がんだよ、まずよ。マジで反省レベルだろよ。7番が6番とかよ。落ちる人いたら抜けてくださいじゃねえだろよ。 7番が6番投与とかもう恥ずかしいレベルだろうよ。8号だろ、あんなもんよ。俺が言ってんだろよ、まずよ。そう、3番。わかったか、これが俺がうめえってことよ。4番とかがうまいと思ってんだろでも、これがスーパースターな。俺がうまいのゲームは、しょうがねえだろ。8号しか見えねえんだからもう、ラグラクだったわ。合ってるだろうん。合ってんだろうん。なら4番がいるってことがまず大問題よ。 8番を決め打てねえ時点でまず5番釣らなきゃいけねえだろ。3番っていうのは決め打ってんだから超絶白だろ。村だろ。2番巨人が余裕で釣れるほどの白だろ。そういう勉強しろ、4番は。2強にとって3番なんか村でしかねえだろ、こんなもん。8番のロー追ってんだから。うん。8号しかねえだろ、もうこんなもん。僕が3番に行った理由は、3番は、まあ多分村だろうなって思ってたプラス、 あと8番の相方一って絶対5番しかないと思ってたからじゃあ3番か6番どっちか行けばいいやっていうのと思ったったて感じ8番が3番投票してくださいって言ったのも多分2番さん的には楽だったでしょ多分そうそうそうもう8番が人狼って分かってるからよし8番にスリスリしようと思って7番がなカリスすかさないことすかしちゃうんだろう 大問題だと思ってんだけど俺、俺。一番が。一番のブレーはできないから。一番のブレはできないから、無理無理無理。普通の人はできないから、やらない方がいいんだよ。一番は。二から七は。スムラ使用しといてください。十番の真の要素はあったの。九、ね、の真の要素はあったの。八、ね、のロはあったの。八五の,の,のつながりが見えずに、四投票してんだから、五投票だの、間違いなく。 56なんて言い方しちゃった場合だね。100は5番釣りだろ、あの番目2日目を。もう信じらんねえんだよ。85のケアして5番だろ、まず。八事。85のケアして5番っていうのはね、さんまさんめっちゃ合ってるよ。めっちゃ合ってる。絶対そうだよね。うん。申し訳ないね,えね,えね俺できる男なんだよ。俺できる男なんだよ。<番> <laughs> <laughs> できるかできないかは別にして、一応今んとこ決め打って5番つって、5番に白結果が見えた場合って8番の2まで終えるかなから8番釣るっていう進行はあると思ってます。 8番が3番のことを村で置けないことがもう新霊のじゃないのよ。3番の人だけ言って決め移っててんだよ。異次元レベルで。3と6の方にプラスで5番に怒り感じでね霊能なんか死んじゃねえんだから8個見えんだろ。こういう精査した方がいい。85で5。でつったとしても8で5に黒打ってただって8番いきます。6番いきません。だって6番狩りで出るんだから。 六番いかないっす、<や>僕<番><番>だもタラジンダム5投票大問題なんだよ、四番が四、うん、番が四番が三番釣りとかいってんでしょ精査する気ないからそれ人狼狙ってないんだよ、4番いや、考察しないとわかんないじゃんだから考察してないから人狼ですかってな八分身決め打ちだった場合って 別に精査しないところつっても、明日は来るんで問題ないっすよ。そう,そうそう。4番3の進行自体は間違ってないっす。4番3視点、9番のシーンは終わりに。2番の表示だったら別にいいよ。もう疲れたわ。まあ当たってたからよかったわ。じゃあ 6, 6番弾いて8号でいけたからよかったわ。んんん8号で追ってんだから、ね。え、なんで3号6で3人なんのどこでもいいからですかだから考察してないからって言ってんじゃん。だから考察してないことが狼要素にならないじゃん。 だから、大谷の関係なし精査を入れれば、例の決めてねえ5番釣りしかねえだろ、もう。こういう風に精査しろ、4番。うまくなりたかったらな。ロジックマンが4番。ちゃんと全部すべてフィーリングもロジックもかん兼ね備えてるのが俺。うん。ちゃんと、勝負どころで4番って何,何割当たる、はい、俺9割とか当たるぜ、勝負どころで。俺だけだろ。トップレベルだから。トップだから。申し訳ねえな。信じらんねえだろ。10, 10回、中9回も当たるとか。7割、8割、9割。 4番クラスでも多分6割だろ。うん。うん。無理よ。何 ?4 番さ、うんの無,無,無理無理。四番,番クラスでも多分6割くらいだよ。6割。い良くて調子良くて7割だよ。俺調子良くて9割。うん。そうだよ。本当に一元レベルだよ。うん。自分で言うのもなんだけど、8割は余裕で言ってるよ。うん。はい。勝負どこで合ってんじゃん、やっぱり。5番釣りだ。絶対。6番なんか正しいじゃん、投票が。マジで投票正しいじゃん。うん。勝負どこで合ってんじゃん。うん。 6番はね、ロジックマンだから、そういうのはダメなんだよ。柔軟な精査をしないといけないんだよ。8番のローもあるんだよ。4番って多分9番のシーン追えないだろ。9番の伏線があるんだよ。9番には。俺はそれをちゃんと言ってたよ。うん、上まいから。申し訳ねえな。あと3番の発言聞いて、あの8番聞いて8番のシーンなんかねえだろうよ。5番を釣らないなんか。あんなのもう、シーンじゃねえだろ。8番釣らないやつなんてもう。8番を釣れないっていう発言自体がもうやべえだろ。あんなもん。 5番って本当にレベル低い女性だよなもう。まともなプレイヤーで俺にケチつけるやついねんだよ。動画内で本当に結構いか出してるからもう。異次元レベルで出してるから。さっきの占い師外したけど、でも、あの、ビタって合わせたよ。この2試合の平和村。合わせたよ。ああ、ああ申し訳ない。うまいから勝負どこで合ってんだってもう。村のやつがちゃんとやんねえからもう。8号のケアで5番しかねえだろう、もどう考えても8番が決め打つ、決め打たねえやつが。 あの、決め打たねえやつをつ残しますって言ってるやつのがどこにシンがあんだってレベルだわ、もう。こういうとこが多分セサだと思うよ。5番に行けって言っても言うこと聞かねえんだもん、この村は。5番しかねえだろ、もう8と5のラインがあんだろ。9番の新世界はあんの。俺言わなかっただけなの。 もう8番ってどこに審議あんの ?3 番スローとしてるとか。5番しかねえだろ ?8 してん。あの時で8番って人外良さあんの。だから8号を追って5番なの。絶対。次の日8、6の審議だけど8行くの俺。うまいから。<laughs> 村がこれが分からねえで、なんか生きってっから、狼が。精査ができないって。精査俺ドンピシャなんだけど。<laughs> だからそのさっきの、えっ、ー、となんだっけ、5番 5番の女性がなんか気に入らねえと暴言吐くんだろ気に入らねえと暴言吐くんだろ俺は言う、3日目だからちょっと一言言ってるだけだから。こんにちは言わないよ俺別に。いや無理だろうよもう、あれで5番に行けねえんだからもう、8番のローあるじゃん余裕で。5番行けねえんだからもう、 5番から釣ればいいだけのゲームだろうんで、8釣ればいいだろうよ。9番のシーンだってあんだろうよ。でもただ9番はあんなプレイしてんだったら負けていいと思ってる、このゲームは。ただ村に言うよ、あれ9のシーンあるんだね。俺も解説したで。9番は霊能だけ触れてないんだよ、一周目。ちゃんと思い出さなきゃいけないんだよ。うん。8番の発言とてもじゃないからシーンがないから、端っこの可能性があるから。絶対5番だよ。9番新世界も終わなきゃいけないんだよ、あれ。村に言っとくよ。ま4番が弱かったなっていう。 頭でっかちな人は4万とか多分ね、よくて7割とかだよ。6割くらいだろ。5割か6割だろ、多分精度は勝負どころの精度が。あの通り。外すだろ。俺は多分10、10回中8回とか。7、8、9。調子悪くて7割。普通で8割。ものすごく良くて9割。<laughs> 本当だから。動画見て言ってんだから、勝負どこで、勝負どこで輝き放ってんだから、この試合も。勝負どこで輝き上がってんじゃん。結果出してるんじゃん。 八番の話聞いて、八番にシーン見てるやつってのは一番やばいと思うけど。八番が5番いけないんだから八号に決まってんだろ、あんなもん。 4, 4番とかは伝えるのが得意な人。5番とかも。話すのが得意な人。僕は話すのが得意じゃないけど、ロジック立てて答え出すのが得意な人。<laughs> これ違うのよ。だから多分4番5番って精度下がるのよ。6割とかでしょ。多分5割6割。よくて7割だと思うよ。僕は答え出す、あの、天才だから。<laughs> 話す天才じゃないの僕は。4番とか5番はコミュニケーション能力が僕よりはあるでしょ。 でも答えを出すっていう分野は僕が飛び抜けてんの <laughs>。あれ、8が人外でも5番すれば勝てんだからか、簡単でしょ。5ずりしかないでしょ、もう。5、8が一応ケアはあるし、5番が変だよ。別に5、4でもいいじゃん。別に6を弾けばいいじゃん。俺の中で。あってんじゃん、もうのんびしゃじゃん。2番なんか占いしていいんだよ。役を炙ろうとしてるから。あそこ占い飛ばさないんだよ、まず。うん。ダメなんだよ。2番って、共用素があるから。2番だけ不安を持ってたから。 そういうことっすよ。多分ね、誰もね、僕の言ってることを理解してくれないからね。ヒロちゃん先生がこんなにあの、素晴らしいロジックで言ってあげてんだけどね。あ、負けでもいいんだよ。お、まあ、4番はまだ反省しようとしてるけど、5番は全然反省してんのよな、人外だってな。精査ができないって言ってるんだけど。<laughs> あの、試合を通して僕が精査できないって言ってる人って、 試合を見てるマスカって、僕、ドンピシャのセサしてるでしょうん、だから、俺、上手いから当たるって言ってんのもん、7割、8割、9割、調子悪くても7割だつの。普通の人って調子良くて7割なんだって。全然違うんだって、俺、調子良くて9割だつのも <laughs> 普通が8割ぐらいだって、もう、異次元レベルって合ってんじゃん。そう。答え出すプロよ。あ、ありがとうございます。答え出すプロだ、プロなんだよ。あそこね、4番がセサした方がいいよ。絶対に。唯一変な発言者の5番なんだからごずりだろ。 お釣りだろ。変な発言してんだから。まず5番から行かなきゃいけないのに、精査してないからっていう理由だけで釣ってっから。8の神じゃなくて、8の陣内もあるのよ。そこをケアしてやんなきゃいけねえから5番はいけんのよ、多分。俺の勘では。4と6なら多分5番はいけると踏んだから言ったんだよ、勝負。まあ、どうせらないで終わってたから、このゲーム。9番が、釣り切ってくれって言う、あれの人学んでほしいわ。9番に言っとくよ。 あの村で9番のシーンを追おうとしたのって俺ぐらいよ。動画内で聞いてて感動してくれ。子供に言ってくれ。人狼ですげえプレイヤーがいるって。俺のシーンを見抜こうとした男がいるって。しかも理由付きで。うん。悪いね。まあ、9番が死んでも別に8残しても勝てんだろ、5つって8で。終わんだろ、あんなもん。<laughs> 4番が機能すればもう勝ったゲームだろ、あんなもん。あんなもんき、勝ったゲームだろ <laughs>。俺はそう思うけどね、まあ。いいんじゃない負けてもまあ。 あのね、多分ね、6番の人はね、あ、6番じゃない、5番とか4番はね、話すのが僕よりは長けてるよ。これ言っとくよ。コミュニケーション能力だ。スタイル能力はね、向こうが上だよ。僕はもう0点とか1点だよ。スタイル能力は0みたいなもんだよ。うん。でも答えを出す能力がず抜けてるよ。<laughs> このゲーム大事なのって答え出す能力だから。スタイル能力じゃないから。うん。 答えを出す能力は申し訳ないけど、続けてるよ、勝負どこで。本当に俺言ってるのが冗談じゃないってレベルだけど。まあ、負けたけどいいよ。あれ、4番の人はね、気づかないといけねいな。8の親務じゃねえかもしんねえし。どこかに騎士いるんだぞ。精査内容が変なのって5番だろ唯一。4視点のロジックで一番変なのが5番なのに、そのロジックがおかしい人に投票せずに、ロジックがピッドンピシャの人に投票してるんだから、だから、あの伸びないの。発言精査してないじゃん。真の意味で。 だから、ああいう、あの、発言精査をするんだよ。話してないじゃなくて、するんだよ。九番の真の理由言ったじゃん。苦戦があったんだよ。九番は、 性能については触れてないんだよ。唯一機種については触れたんだよ。吸盤に反省してほしいから、お、まあ、別に釣り。